津軽、太宰治む。津軽の雪。粉雪、粒雪、綿雪、水雪、片雪、ざらめ雪、氷雪。東欧年間より。 助編。ある年の春、私は、生まれて初めて、本州北端、津軽半島を、およそ三週間ほどかかって一周したのであるが、それは、私の三十幾年の生涯において、かなり重要な事件の一つであった。私は、津軽に生まれ、そうして二十年間、津軽において育ちながら、かなに、 五所川原、青森、広崎、浅虫、大輪に。それだけの町を見ただけで、その他の町村については、少しも知るところがなかったのである。かなには、私の生まれた町である。津軽平野のほぼ中央に位し、人口五六千の、これという特徴もないが、どこやら都会風に、ちょっと気取った町である。 よく言えば水のように淡白であり、悪く言えば底の浅い見栄棒の町ということになっているようである。それから三里ほど南下し、岩木川に沿って五所川原という町がある。この地方の産物の集産地で人口も一万以上あるようだ。青森、広崎の漁師を除いて人口一万以上の町は、 この辺りには他にない。よく言えば活気のある町であり、悪く言えば騒がしい町である。農村の匂いはなく、都会特有のあの孤独の旋律が、これくらいの小さい町にもすでにかすかに忍び入っている模様である。大げさな比喩で割れながら並行して申し上げるのであるが、 仮に東京に礼を取るならば、かなには小石川であり、御所川原は浅草、といったようなところでもあろうか。ここには私のおばがいる。幼少の頃、私は、海の母よりもこのおばを慕っていたので、実にしばしば、この御所川原のおばのうちへ遊びに来た。私は、中学校に入るまでは、 この御所川原と金木と二つの町の他は津軽の町についてほとんど何も知らなかったと言ってよい。やがて青森の中学校に入学試験を受けに行くとき、それはわずか三、四時間の旅であったはずなのに、私にとっては非常な大旅行の感じで、その時の興奮を私は少し客色して小説にも書いたことがあって、その描写は 必ずしも事実そのままではなく、悲しいおどけの虚構に満ちてはいるが、けれども、漢字は、大体あんなものだったと思っている。すなわち、誰にも知られぬ、このようなわびしいおしゃれは、年一年と工夫に富み、村の小学校を卒業して、馬車に揺られ、汽車に乗り、十里離れた県庁所在地の小都会へ、 中学校の入学試験を受けるために出かけた時の、その時の少年の服装は、哀れに珍妙なものでありました。白いフランネルのシャツは、よっぽど気に入っていたものと見えて、やはりその時も着ていました。しかも、今度のシャツには、蝶々の羽のような大きい襟がついていて、その襟を、夏の解禁シャツの襟を、 背広の上着の襟の外側に出して被せているのとそっくり同じ様式で着物の襟の外側に引っ張り出し着物の襟に覆い被せているのです。なんだかよだれかけのようにも見えます。でも少年は悲しく緊張してその風俗がそっくり気候子のように見えるだろうと思っていたのです。 くるめがすりに白っぽい島の短い袴を履いて、それから長い靴下、み上げのピカピカ光る黒い靴、それからマント。父はすでに没し母は病心ゆえ、少年の身の回り一切は優しい兄嫁の心尽くしでした。少年は兄嫁に霊利に甘えて、無理やりシャツの襟を大きくしてもらって、 兄嫁が笑うと本気に怒り、少年の美学が誰にも返せられぬことを涙が出るほど悔しく思うのでした。勝者、天が少年の美学の一切はそれに尽きていました。いやいや、生きることのすべて、人生の目的全部がそれに尽きていました。マントはわざとボタンをかけず、 小さい方から今にも滑り落ちるように危うく羽織って、そうしてそれを小粋な技だと信じていました。どこからそんなことを覚えたのでしょう。おしゃれの本能というものは手本がなくてもおのずから発明するものかもしれません。ほとんど生まれて初めて都会らしい都会に足を踏み込むのでしたから、少年にとっては一世一代の 凝った身なりであったわけです。興奮のあまり、その本州北端の一小都会に着いた途端に、少年の言葉付きまで一変してしまっていたほどでした。かねて少年雑誌で習い覚えてあった東京弁を使いました。けれども、宿に落ち着き、その宿の女中たちの言葉を聞くと、ここもやっぱり、 少年の生まれ故郷と全く同じ津軽弁でありましたので、少年は少し拍子抜けがしました。生まれ故郷とその商都会とは十里も離れていないのでした。この海岸の商都会は青森市である。津軽第一の開港にしようとして、外ヶ浜奉行がその経営に着手したのは、 官営元年である。雑踏320年ほど前である。当時、すでに人家が1000件くらいあったという。それから近、大江越前、越後、加賀、能登、若狭などと盛んに船で交通を始めて次第に栄え、外ヶ浜において最も陰心の要項となり、 明治4年の廃藩置県によって青森県の誕生するとともに県庁所在地となって今は本州の北門を守り北海道函館との間の鉄道連絡線などのことに至っては知らぬ人もあるまい。現在個数は2万以上人口10万を超えている様子であるが旅人にとってはあまり感じのいい街ではないようである。 たびたびの大化のために家屋が貧弱になってしまったのはいた方がないとしても、旅人にとって死の中心部はどこかさっぱり見当がつかない様子である。奇妙にすすけた無表情の家々が立ち並び、何事も旅人に呼びかけようとはしないようである。旅人は落ち着かぬ気持ちでそそくさとこの町を通り抜ける。 けれども私は、この青森市に4年いた。そして、その4か年は、私の生涯において、大変重大な時期でもあったようである。その頃の私の生活については、思い出という私の初期の小説に、かなり克明に書かれてある。いい成績ではなかったが、私はその春、 中学校へ受験して合格した。私は新しい袴と黒い靴下とみ上げの靴を履き、今までの毛布をよして、ラシャのマントを洒落者らしくボタンをかけずに前を開けたまま羽織って、その海のあるショート界へ出た。そして私の家と遠い親戚にあたるその町の呉服店で旅装を解いた。入り口に ちぎれた古いのれんの下げてあるそのうちへ、私はずっと世話になることになっていたのである。私は何事にも宇頂天になりやすい性質を持っているが、入学当時は銭湯へ行くのにも学校の制帽をかぶり、袴をつけた。そんな私の姿が往来の窓ガラスにでも映ると、私は笑いながらそれへ軽く会釈をしたものである。 それなのに、学校はちっとも面白くなかった。校舎は街の外れにあって白いペンキで塗られ、すぐ裏は海峡に面した平たい公園で、波の音や松のざわめきが授業中でも聞こえてきて、廊下も広く、教室の天井も高くて、私はすべてにいい感じを受けたのだが、そこにいる教師たちは私をひどく迫害したのである。 私は入学式の日からある体操の教師にぶたれた。私が生意気だというのであった。この教師は入学試験の時私の高等試問の係であったが、お父さんが亡くなってよく勉強もできなかったろうと私に情け深い言葉をかけてくれ、私もうなだれて見せたその人であっただけに私の心は一層傷つけられた。 その後も私はいろんな教師にぶたれた。ニヤニヤしているとか、あくびをしたとか、様々な理由から罰せられた。授業中の私のあくびは大きいので、職員室で評判である、とも言われた。私は、そんな馬鹿げたことを話し合っている職員室をおかしく思った。私と同じ町から来ている一人の生徒が、 ある日、私を皇帝の砂山の陰に呼んで、君の態度は実際生意気そうに見える。あんなに殴られてばかりいると落第するに違いない。と忠告してくれた。私は愕然とした。その日の放課後、私は海岸自体に一人家路を急いだ。靴底を波に舐められつつ、 ため息ついて歩いた。洋服の袖で額の汗を拭いていたら、ネズミ色のびっくりするほど大きい穂がすぐ目の前をよろよろと通っていった。この中学校は今も昔と変わらず青森市の東端にある。平たい公園というのは合歩公園のことである。そうして、 この公園はほとんど中学校の裏庭と言ってもいいほど中学校と密着していた。私は冬の吹雪の時以外は学校の行き帰りこの公園を通り抜け海岸自体に歩いた。いわば裏道である。あまり生徒が歩いていない。私にはこの裏道がすがすがしく思われた。 初夏の朝は、ことに良かった。なおまた、私の世話になった五福店というのは、寺町の豊田家である。二十代近く続いた、青森市屈指の老舗である。ここのお父さんは、千年亡くなられたが、私は、このお父さんに、実の子以上に大事にされた。忘れることができない。 この二三年来、私は青森市へ二三度行ったが、その旅ごとに、このお父さんのお墓へお参りして、そうして必ず豊田家に宿泊させてもらう習わしである。私が三年生になって、春のある朝。登校の道すがらに、朱で染めた橋の丸い欄干へもたれかかって、私はしばらくぼんやりしていた。 橋の下には隅田川に似た広い川がゆるゆると流れていた。全くぼんやりしている経験など、それまでの私にはなかったのである。後ろで誰か見ているような気がして、私はいつでも何かの態度を作っていたのである。私のいちいちの細かい仕草にも、彼は遠惑して手のひらを眺めた。 彼は耳の裏をかきながらつぶやいた。などと、そばからそばから説明句をつけていたのであるから、私にとって、不当とか、我知らず、とかいう動作は、ありえなかったのである。橋の上での方針から覚めた後、私は、寂しさにワクワクした。そんな気持ちの時には、私もまた、自分の、 腰方行く末を考えた。橋をカタカタ渡りながらいろんなことを思い出し、また無双した。そしておしまいにため息ついてこう考えた。えらくなれるかしら。中略。何はさてお前は 週に優れていなければいけないのだ、という脅迫めいた考えからであったが、事実私は勉強していたのである。三年生になってからはいつもクラスの主席であった。天取り虫と言われずに主席となることは困難であったが、私はそのようなあざけりを受けなかったばかりか、給油を手ならすすべまで心得ていた。タコ。 というあだ名の柔道の首相さえ、私には従順であった。教室の隅に、紙くず入れの大きな壺があって、私は時たま、それを指さして、タコ、壺へ入らないか。といえば、タコは、その壺へ頭を入れて、笑うのだ。笑い声が壺に響いて、異様な音を立てた。クラスの美少年たちも、 大抵私になついていた。私が顔の吹き出物へ三角形や六角形や鼻の形に切った絆創膏を点々と張り散らしても誰もおかしがらなかったほどなのである。私はこの吹き出物には心を悩まされた。その自分にはいよいよ数も増えて毎朝目を覚ますたびに手のひらで顔をなで回して そのありさまを調べた。いろいろな薬を買ってつけたが、効き目がないのである。私は、それを薬屋へ買いに行くときには、紙きれその薬の名を書いて、こんな薬がありますかって、と、他人から頼まれた風にして言わなければいけなかったのである。私は、その吹き出物を、欲情の象徴と考えて、 目の先が暗くなるほど恥ずかしかった。いっそ死んでやったらと思うことさえあった。私の顔についてのうちの人たちの不評判も絶頂に達していた。竹へ嫁いでいた私の一番上の姉は、おのところへは嫁に来る人があるまい、とまで言っていたそうである。私はせっせと薬をつけた。 弟も私の吹き出物を心配して、何べんとなく私の代わりに薬を買いに行ってくれた。私と弟とは子供の時から仲が悪くて、弟が中学へ受験する折にも私は彼の失敗を願ったほどであったけれど、こうして二人で故郷から離れてみると、私にも弟の良い気質がだんだんわかってきたのである。 弟は大きくなるにつれて無口で打ち気になっていた。私たちの同人雑誌にも時々商品文を出していたが、みんな気の弱々した文章であった。私に比べて学校の成績が良くないのを絶えず苦にしていて、私が慰めでもするとかえって不機嫌になった。また、自分の額の生え際が 富士の形になって女みたいなのをいまいましがっていた。額が狭いから頭がこんなに悪いのだと固く信じていたのである。私はこの弟にだけは何もかも許した。私はその頃人と対する時にはみんな押し覚してしまうかみんなさらけ出してしまうかどちらかであったのである。 私たちは何でも打ち明けて話した。秋の初めのある月のない夜に私たちは港の桟橋へ出て海峡を渡ってくるいい風にはたはたと吹かれながら赤い糸について話し合った。それはいつか学校の国語の教師が授業中に生徒へ語って聞かせたことであって私たちの右足の小指に 目に見えぬ赤い糸が結ばれていて、それがスルスルと長く伸びて、一方の端が、きっと、ある女の子の、同じ足指に結びつけられているのである。二人がどんなに離れていても、その糸は切れない。どんなに近づいても、たとえ往来であっても、その糸は、こんぐらかることがない。そうして私たちは、その女の子を、 嫁ににうことに決まっているのである私は、この話を初めて聞いた時には、かなり興奮して、家へ帰ってからも、すぐ弟に物語ってやったほどであった。私たちはその夜も、波の音や、かもめの声に耳傾けつつ、その話をした。お前のワイフは、今頃どうしてるべな、と弟に聞いたら、 弟は、三橋の欄干を二三度両手で揺り動かしてから、庭歩いてる、と、決まり悪げに言った。大きい庭下手を履いて、内輪を持って、月見草を眺めている少女は、いかにも、弟と似つかわしく思われた。私のを語る番であったが、私は、真っ暗い海に目をやったまま、 赤い帯締めての、とだけ言って口をつぐんだ。海峡を渡ってくる連絡船が大きい宿屋みたいにたくさんの部屋部屋へ黄色い明かりを灯してゆらゆらと水平線から浮かんで出た。この弟はそれから2、3年後に死んだが、当時私たちはこの桟橋に行くことを好んだ。 冬、雪の降る夜も、傘を差して、弟と二人で、この桟橋に行った。深い港の海に、雪がひそひそ降っているのは、いいものだ。最近は、青森港も船舶服,服装して、この桟橋も船で渦まって、景色どころではない。それから、隅田川に似た広い川というのは、青森市の東部を流れる、 津つ川のことである。すぐに青森湾に注ぐ。川というものは海に流れ込む直前の一箇所で奇妙に躊躇して逆流するかのように流れが鈍くなるものである。私はその鈍い流れを眺めて放心した。キザな例え方をすれば私の青春も川から海へ流れ込む 直前であったのであろう。青森における4年間は、そのゆえに、私にとって忘れがたい期間であったとも言えるであろう。青森についての思い出は大体そんなものだが、この青森市から三里ほど東の浅虫という海岸の温泉も、私には忘れられない土地である。やはりその思い出という小説の中に、 次のような一節がある。秋になって、私は、その都会から汽車で三十分くらいかかって行ける海岸の温泉地へ、弟を連れて出かけた。そこには、私の母と、病後の末の姉とが、家を借りて当時していたのだ。私は、ずっとそこへ寝泊まりして、受験勉強を続けた。 私は、秀才という抜き差しならぬ名誉のために、どうしても中学4年から高等学校へ入ってみせなければならなかったのである。私の学校嫌いは、その頃になって一層ひどかったのであるが、何かに追われている私は、それでも一途に勉強していた。私は、そこから汽車で学校へ通った。 日曜ごとに友人たちが遊びに来るのだ。私は友人たちと必ずピクニックに出かけた。海岸の平たい岩の上で肉鍋をこさえ、ぶどう酒を飲んだ。弟は声も良くて多くの新しい歌を知っていたから、私たちはそれらを弟に教えてもらって声を揃えて歌った。 遊び疲れて、その岩の上で眠って、目が覚めると、潮が満ちて、陸続きだったはずのその岩が、いつか離れ島になっているので、私たちは、まだ、夢から覚めないでいるような気が、するのである。いよいよ青春が海に注ぎ込んだね、と、冗談を言ってやりたいところでもあろうか。この浅虫の海は、 整列で悪くはないが、しかし、旅館は必ずしも良いとは言えない。寒々した東北の漁村の趣向きは、それは当然のことで決してとがむべきではないが、それでいて、胃の中の蛙津が大会を知らないみたいな、小さい妙な高慢を感じて並行したのは私だけであろうか。 自分の故郷の温泉であるから思い切って悪口を言うのであるが、田舎のくせにどこかすれているような妙な不安が感じられてならない。私は最近この温泉地に泊まったことはないけれども、宿賃が親と思うほど高くなかったら幸いである。これは明らかに私の言い過ぎで、私は最近において、 ここに宿泊したことはなく、ただ汽車の窓からこの温泉町の家々を眺め、そうして貧しい芸術家の小さい勘で物を言っているだけで、他には何の根拠もないのであるから、私は自分のこの直角を読者に押し付けたくはないのである。むしろ読者は私の直角などを信じない方がいいかもしれない。浅虫も今は、 つつましい保養の町として出発し直しているに違いないと思われる。ただ、青森市の血気盛んな水客たちが、ある時期において、この寒々した温泉地を機械に高ぶらせ、宿のおかみをして、熱海、湯河原の宿もまたまさに格のごときかと、棒奥にいて浅はかの幻影に酔わせたことがあるのではあるまいかという疑惑がちらと脳裏をかすめて、 旅のひねくれた貧乏文子は、最近たびたび、この思い出の温泉地を汽車で通過しながら、あえて下車しなかったというだけの話なのである。津軽においては、浅虫温泉は最も有名で、次は大蟻温泉ということになるのかもしれない。大蟻は、津軽の南端に近く、秋田との県境に近いところにあって、温泉よりも、 スキー場のために日本中に知れ渡っているようである。山麓の温泉である。ここには津軽藩の歴史の匂いがかすかに残っていた。私の肉親たちはこの温泉地へもしばしば投じに来たので、私も少年の頃遊びに行ったが、浅虫ほど鮮明な思い出は残っていない。けれども、浅虫の数々の思い出は、 鮮やかであると同時に、その思い出のことごとくが必ずしも愉快とは言えないのに比べて、大兄の思い出は霞んではいても懐かしい。海と山の際であろうか。私はもう二十年近くも大兄温泉を見ないが、今見るとやはり浅虫のように都会の残飯冷車に二日酔いして荒れている感じがするであろうか。 私には、それは、諦めきれない。ここは浅虫に比べて、東京方面との交通の便は,は、はだ悪い。そこがまず、私にとって、頼みの綱である。また、この温泉のすぐ近くに、イカリ石というところがあって、そこは、旧藩時代の津軽秋田間の石所で、従って、この辺りには史跡も多く、 昔の津軽人の生活が根強く残っているに違いないのだから、そんなに安々と都会の風に石鹸されようとは思われぬ。さらにまた、最後の頼みの大綱は、ここから三里北方に広崎城が今もなお天守閣をそっくり残して、年々再々、陽春には桜花に包まれ、その健在を誇っていることである。 この広崎城が控えている限り、大和に温泉は、都会の残暦をすり、悪酔いするなどのことはあるまいと、私は思い込んでいたいのである。広崎城。ここは、津軽藩の歴史の中心である。津軽藩僧、大浦為信は、関ヶ原の合戦において、徳川方に火星し、慶長八年。 徳川家康将軍千家と共に、徳川幕家の四万七千億の一紅白となり、直ちに広崎高岡に上地の区画を始めて、二代藩主、津軽信平の時にいたり、ようやく完成を見たのが、この広崎城であるという。それより、代々の藩主、この広崎城により、四代信政の時、 一族の信房を黒石に分家させて、広崎、黒石の二藩に分かれて津軽を支配し、元禄七名君の中の巨白とまで歌われた信政の前世は、大いに津軽の面目を新たにしたけれども、七代信康の法歴、並びに天明の大基金は、津軽一円を生産な地獄と化せしめ、藩の財政もまた、窮乏の極度に達し、善と暗淡たるうちにも、 八代信春、九代安地は必死に反省の回復を図り、十一代行継の時代に至って辛くも危機を脱し、続いて十二代継明の時代にめでたく反石を奉還し、ここに現在の青森県が誕生した、という経緯は広崎城の歴史であるとともに、また津軽の歴史の大略でもある。 津軽の歴史については、また、後のページにおいて、衝述するつもりであるが、今は、広崎についての、私の昔の思い出を少し書いて、この津軽の序編を、結ぶことにする。私は、この広崎の城下に、三年いたのである。広崎高等学校の文化に三年いたのであるが、その頃私は、大いに、 義太夫に凝っていた。花肌異様なものであった。学校からの帰りには、義太夫の女師匠の家へ立ち寄って、最初は朝顔日記であったろうか。何が何やら今はことごとく忘れてしまったけれども、野崎村、坪坂、それから上地など、一通り当時は覚え込んでいたのである。どうしてそんな、 柄にもない奇怪なことを始めたのか。私はその責任の全部をこの広崎市に負わせようとは思わないが、しかしその責任の一般は広崎市に引き受けていただきたいと思っている。義太夫が不思議に盛んな町なのである。時々素人の義太夫発表会が町の劇場で開かれる。 私も一度聞きに行ったが、町の旦那たちが、ちゃんと上みもを着て、真面目に義太夫をうなっている。いずれも、あまり上手ではなかったが、少しもキザなところがなく、すこぶる良心的な語り方で、大真面目にうなっている。青森市にも、昔から水人が少なくなかったようであるが、芸者たちから、兄さんうまいわね。 と言われたいばかりの羽歌の稽古。または自分の水人ぶりを制作やら小作やらの武器として用いている抜け目のない人さえあるらしく、つまらない芸事に何ということもなく馬鹿な大汗を書いて勉強いたしているこのような可憐な旦那は、広崎市の方に多く見かけられるように思われる。つまり、この広崎市には未だに本物の馬鹿者が 残っているらしいのである。英 k 軍旗という古書にも、大愚領衆の人の心、愚にして、いい強き者にも従うことを知らず、彼は先祖の敵なるぞ、これは癒しき者なるぞ、ただ時の部分強くして、異性に誇ることにこそあれ、とて従わず、という言葉が記されているそうだが、 広崎の人には、そのような、本物の馬鹿意地があって、負けても負けても、つわものにお辞儀をすることを知らず、自供の孤高を固守して、世の物笑いになるという傾向があるようだ。私もまた、ここに三年いたおかげで、ひどく解雇的になって、義太夫に熱中してみたり、また、次のようなローマン性を発揮するような男になった。 次の文章は、私の昔の小説の一節であって、やはりおどけた虚構には違いないのであるが、しかし、おおよその雰囲気においては、まずこんなものであったと、苦笑しながら白状せざるを得ないのである。喫茶店でどう酒飲んでいるうちはよかったのですが、そのうちに割烹店へのこのこ入っていって、 芸者と一緒にご飯を食べることなどを覚えたのです。少年はそれを別段悪いこととも思いませんでした。粋なヤクザな振る舞いは常に最も高尚な趣味であると信じていました。城下町の古い静かな割烹店へ二度三度ご飯を食べに行っているうちに少年のおしゃれの本能はまたもむっくり頭をもたげ、今度は それこそ大変なことになりました。芝居で見た、恵みの喧嘩のとびの者の,の服装して、かっ店の奥庭に面したお座敷で大あぐらかき、おお姉さん、今日はめっぽうきれいじゃねえか、などと言ってみたく、わくわくしながらその服装の準備に取りかかりました。紺の腹がけ、あれはすぐ手に入りました。 あの腹掛けのどんぶりに古風な財布を入れて、こう懐でして歩くと、一発のヤクザに見えます。角帯も買いました。締め上げるとキュッとなる博多の帯です。当山の一重を一枚呉服屋さんに頼んでこしらえてもらいました。飛びのものだか博打打ちだか大人物だか、わけのわからぬ服装になってしまいました。 統一がないのです。とにかく芝居に出てくる人物の印象を与えるような服装だったら、少年はそれで満足なのでした。初夏の頃で少年は素足に朝裏草履を履きました。そこまでは良かったのですが、ふと少年は妙なことを考えました。それは桃引きについてでありました。 紺の木綿のぴっちりした長もも引きを芝居のとびの者のが履いているようですけれど、あれを欲しいと思いました。ひょっとごめえ、と言ってパッと裾をさばいてくるりと尻をまくる。あの時に紺のもも引きが目に染みるほど引き立ちます。猿また一つではいけません。少年はそのもも引きを買い求めようと、 城下町を端から端まで走り回りました。どこにもないのです。あのね、ほら、あの、左官屋さんなんか履いているじゃないか。ピチッとした紺の桃引きさ、あんなのないかしら、ね。と懸命に説明して、呉服屋さん、旅屋さんに聞いて歩いたのですが、さあ、あれは、今。と店の人たち、 笑いながら首を振るのでした。もうだいぶ暑い頃で、少年は汗だくで探し回り、とうとうある店の主人から、それはうちにはございませぬが、横丁曲がると消防の者専門のうちがありますから、そこへ行ってお聞きになると、ひょっとしたらわかるかもしれません。といいことを教えられ、なるほど消防とは気がつかなかった。 飛びのものといえば火けしのことで、今で言えば消防だ。なるほど、道りだ。と勢いづいて、その教えられた横丁の店に飛び込みました。店には、大小の消火ポンプが並べられてありました。まといもあります。なんだか心細くなって、それでも勇気を鼓舞して、もも引きありますかと尋ねたら、あります。 と即座に答えて持ってきたものは、紺の木綿の桃引きには違いないけれども、桃引きの両外側に太く消防の印の赤線が縦にズンと引かれていました。さすがにそれを履いて歩く勇気もなく、少年は寂しく桃引きを諦めるほかなかったのです。さすがの馬鹿の本場においても、 これくらいの馬鹿は少なかったかもしれない。書き写しながら作者自身少し憂鬱になった。この芸者たちと一緒にご飯を食べた割烹店のある花街をえのき工事とは言わなかったかしら。何しろ20年近く昔のことであるから記憶も薄くなってはっきりしないが、お宮の坂の下の えのき工事というところだったと覚えている。また、今の桃引きを買いに汗だくで歩き回ったところは、土手町という城下において最も繁華な商店街である。それらに比べると、青森の花町の名は浜町である。その名に個性がないように思われる。広崎の土手町に相当する青森の商店街は、 大町と呼ばれている。これも同様のように思われる。ついでだから、広崎の町名と青森の町名とを次に列記してみよう。この二つの小都会の性格の相違が案外はっきりしてくるかもしれない。本町、財布町、土手町、住吉町、桶屋町。 道屋町、茶畑町、大館町、かや町,町、百国町、上鞘や町、下鞘や町、鉄砲町、若道町、小人町、高城町、五十国町、今屋町、などというのが、広崎市の町の名である。それに比べて、青森市の町々の名は、次のようなものである。浜町、 新浜町、大町、米町、新町、柳町、寺町、堤町,町、塩町、しじみがい町、新しじみがい町、浦町、波打ち、栄町。けれども私は、広崎市を上等の町、青森市を下等の町だと思っているのでは決してない。 高城町、今夜町などの開古的な名前は何も広崎市にだけ限った町名ではなく、日本全国の城下町に必ずそんな名前の町があるものだ。なるほど。広崎市の岩木山は青森市の八甲田山よりも修麗である。けれども、津軽出身の小説の名手、河西善蔵氏は、郷土の後輩にこう言って教えている。 うぬぼれちゃいけないぜ。岩木山が素晴らしく見えるのは、岩木山の周囲に高い山がないからだ。他の国に行ってみろ、あれくらいの山はザラにあら。周囲に高い山がないから、あんなにありがたく見えるんだ。うぬぼれちゃいけないぜ。歴史を有する城下町は、日本全国に無数と言ってよいくらいにたくさんあるのに、 どうして広崎の城下町の人たちは、あんなに意固地に、その冒険性を自慢みたいにしているのだろう。開き直って言うまでもないことだが、九州、西国、山都などに比べると、この津軽地方などは、ほとんど一様に深海地と言ってもいいくらいのものなのだ。全国に誇りうる、どのような歴史を有しているのか。 近くは、明治御一神の時だって、この藩から、どのような勤労家が出たか。藩の態度はどうであったか。露骨に言えば、ただ、他藩の機微に付して、身退しただけのことではなかったか。どこに一体、誇るべき伝統があるのだ。けれども、広崎人は、頑固に、何やら肩をそびやかしている。そうして、 どんなに性強き者に対しても、彼は癒しき者なるぞ。ただ、時の運強くして、異性に誇ることにこそあれ。とて、従わぬのである。この地方出身の陸軍大将、一戸兵衛閣下は、帰郷の時には必ず、和服にセルの墓まであったという話を聞いている。小生の軍装で帰郷するならば、 郷里の者たちは、すぐさま目を向き肘を張り、彼何ほどのものならん。ただ時の運強くして、などというのがわかっていたから、懸命に、帰境の時は和服にセルの袴と決めておられた。というような話を聞いたが、全部が事実でないとしても、このような伝説が起こるのも無理がないと思われるほど、広崎の城下の人たちには、何が何やらわからぬ、 両々たる反骨があるようだ。何を隠そう。実は私にも、そんな始末の悪い骨が一本あって、そのためばかりでもなかろうが、まあ、おかげでいまだにその日暮らしの長屋住まいから浮かび上がることができずにいるのだ。数年前私は、ある雑誌社から、故郷に送る言葉を求められて、その返答に曰く。 何時を愛し、何時を憎む。だいぶ広崎の悪口を言ったが、これは広崎に対する憎悪ではなく、作者自身の反省である。私は津軽の人である。私の先祖は代々津軽藩の百姓であった。いわば純血種の津軽人である。だから、 少しも遠慮なく、このように、津軽の悪口を言うのである。他国の人が、もし私のこのような悪口を聞いて、そうして安易に津軽を見くびったら、私はやっぱり不愉快に思うだろう。何と言っても、私は津軽を愛しているのだから。広崎市。現在の個数は一万。 人口は5万余り。広崎城と最小院の五重の塔とは国宝に指定せられている。桜の頃の広崎公園は日本一と田山家井が折り紙をつけてくれているそうだ。広崎師団の司令部がある。小山三景といって、毎年陰暦7月28日より8月1日に至る3日間、 津軽の霊峰、岩木山の山頂、奥宮におけるお祭りに参詣する人、数万。参敬の行き帰り、踊りながらこの町を通過し、町は陰心を極める。旅行案内機には、まずざっとそのようなことが書かれてある。けれども私は、広崎市を説明するにあたって、それだけでは、どうしても不服なのである。それゆえ、 あれこれと年少の頃の記憶をたどり、何か一つ、広崎の面目を薬女たらしむるものを描写したかったのであるが、どれもこれもたわいない思い出ばかりでうまくゆかず、とうとう自分にも思いがけなかったひどい悪口など出てきて、作者自ら途方にくれるばかりである。私は、この旧津軽藩の城下町にこだわりすぎているのだ。 ここは私たち津軽人の究極の魂の寄り所でなければならぬはずなのに、どうもそれにしては私のこれまでの説明だけではこの城下町の性格がまだまだ曖昧である。王家に包まれた天守閣は何も広崎城に限ったことではない。日本全国大抵のお城は王家に包まれているではないか。 その、王貨に包まれた天守閣がそばに控えているからとて、大萩温泉が津軽の匂いを保守できるとは決まっていないではないか。広崎城が控えている限り、大萩温泉は、都会の残歴をすすり、悪酔いするなどのことはあるまい、とついさっき、馬鹿に調子づいて書いたはずだが、いろいろ考えて考えつめていくと、それもただ、作者の、 微分調のだらしない干渉に過ぎないような気がしてきて、何もかも頼りにならず、心細くなるばかりである。一体この城下町は、だらしないのだ。旧藩主の代々のお城がありながら、県庁を他の信仰の町に奪われている。日本全国、大抵の県庁所在地は、旧藩の城下町である。 青森県の県庁を広崎市でなく青森市に持っていかざるを得なかったところに青森県の不幸があったとさえ私は思っている。私は決して青森市を特に嫌っているわけではない。信仰の町の繁栄を見るのもまた爽快である。私はただこの広崎市の負けていながらのほほん顔でいるのが歯がゆいのである。 負けている者に加勢したいのは自然の人情である。私は何とかして広崎氏の肩を持ってやりたく、全く下手な文章ながらあれこれと工夫して努めて書いてきたのであるが、広崎氏の決定的な美典、広崎城の独特の強さを描写することはついにできなかった。重ねて言う。ここは津軽人の 魂の寄り所である。何かあるはずである。日本全国どこを探しても見つからぬ得意の見事な伝統があるはずである。私はそれを確かに予感しているのであるが、それが何であるか形に表してはっきりこれと読者に誇示できないのが悔しくてたまらない。このもどかしさ。 あれは春の夕暮れだったと記憶しているが、広崎高等学校の文化生だった私は、一人で広崎城を訪れ、お城の広場の一宮に立って岩木山を眺望したとき、ふと足元に夢の街がひっそりと展開しているのに気がつき、ゾッとしたことがある。私はそれまで、この広崎城を広崎の街の外れに孤立しているものだとばかり思っていたのだ。 けれども、見よ。お城のすぐ下に、私の今まで見たこともない古がな町が、何百年も昔のままの姿で小さい軒を並べ、息を潜めて、ひっそりうずくまっていたのだ。ああ、こんなところにも、町があった。年少の私は、夢を見るような気持ちで、思わず、 深いため息を漏らしたのである。万葉集などによく出てくる、こもりぬ、というような感じである。私は、なぜだかその時、広崎を、津軽を、理解したような気がした。この町のある限り、広崎は、決して凡庸の町ではないと思った。とは言っても、これもまた、 私のいい気な一人画展で、読者には何のことやらお分かりにならぬかもしれないが、広崎城は、この子守犬を持っているから、期待の名城なのだ。と、今になっては、私も、強引に押し切るより他はない。子守犬のほとりに、バンダの花が咲いて、そうして、白壁の天守閣が無言で立っているとしたら、その城は、 必ず天下の名城に違いない。そうして、その名城のそばの温泉も、永遠に純木の気風を失うことはないであろうと、近頃の言葉で言えば、希望的観測を試みて、私は、この愛する広崎城と決別することにしよう。思えば、己の肉心を語ることが至難な技であると同様に、 故郷の確信を語ることも容易にできる技ではない。褒めていいのか、けなしていいのか、わからない。私は、この津軽の序編において、かなり御所川原、青森、広崎、浅虫、大兄について、私の年少の頃の思い出を展開しながら、また、身のほど知らぬ冒涜の批評の無事を貫ねたが、 果たして私は、この六つの町を的確に語り得たか、どうか。それを考えると、おのずから憂鬱にならざるを得ない。罪万死に当たるべき暴言を吐いているかもしれない。この六つの町は、私の過去において最も私と親しく、私の性格を創生し、私の宿命を規定した町であるから、かえって私は、 これらの町について盲目なところがあるかもしれない。これらの町を語るにあたって私は決して適任者ではなかったということを今はっきり自覚した。以下本編において私はこの6つの町について語ることは努めて避けたい気持ちである。私は他の津軽の町を語ろう。 ある年の春、私は生まれて初めて本州北端津軽半島をおよそ三週間ほどかかって一周したのであるが、という序編の冒頭の文章にいよいよこれから引き返していくわけであるが、私はこの旅行によって全く生まれて初めて他の津軽の町村を見たのである。それまでは私は本当に あの六つの町の他は知らなかったのである。小学校の頃、遠足に行ったり何かして、金ナの近くのいくつかの部落を見たことはあったが、それは現在の私に懐かしい思い出として色濃く残ってはいないのである。中学時代の初中休暇には、金ナの生家に帰っても、二階の洋室の長椅子に寝転び、サイダーをガブガブラッパ飲みしながら、 兄たちの蔵書を手当たり次第に読み散らして暮らし、どこへも旅行に出なかったし、高等学校時代には休暇になると必ず東京のすぐ上の兄。この兄は彫刻を学んでいたが、27歳で死んだ。その兄の家へ遊びに行ったし、高等学校を卒業と同時に東京の大学へ来て、それっきり10年も故郷へ帰らなかったのであるから、 この度の津軽旅行は私にとってなかなか重大の事件であったと言わざるを得ない。私はこの度の旅行で見てきた町村の地性、地質、天文、財政、遠隔、教育、衛生などについて専門家みたいな知ったかぶりの意見は避けたいと思う。私がそれを言ったところで 所詮は一夜勉強の恥ずかしい軽薄の滅キである。それらについて詳しく知りたい人は、その地方の専門の研究家に聞くがよい。私にはまた別の専門科目があるのだ。世人は仮にその科目を愛と呼んでいる。人の心と人の心の触れ合いを研究する科目である。私は、 この旅の旅行において、主としてこの一科目を追求した。どの部門から追求しても、結局は、津軽の現在生きている姿をそのまま読者に伝えることができたならば、昭和の津軽不時として、まずまあ旧大ではなかろうかと私は思っているのだが、ああ、それがうまくいくといいけれど。 本編。一。順礼。ねえ、なぜ旅に出るの苦しいからさ。あなたの苦しいはお決まりで、ちっとも信用できません。正岡式36。尾崎公用37。斎藤緑38。国木田ドッ 三十八。長塚隆史、三十七。芥川龍之介、三十六。神村磯田、三十七。それは何のことなのあいつらの死んだ年さ。バタバタ死んでいる。俺もそろそろその年だ。作家にとってこれくらいの年齢の時が一番大事で、そうして苦しい時なの 何を言ってやがるふざけちゃいけない。お前にだって少しはわかっているはずだがね。もうこれ以上は言わん。言うと、キザになる。おい、俺は旅に出るよ。私もいい加減に年を取ったせいか、自分の気持ちの説明などはキザなことのように思われて、しかもそれは大抵ありふれた、 文学的な虚色なのだから。何も言いたくないのである。津軽のことを書いてみないかと、ある出版社の親しい編集者に前から言われていたし、私も生きているうちに、一度自分の生まれた地方の隅々まで見ておきたくて、ある年の春、小敷のような姿で東京を出発した。5月中旬のことである。 古敷きのようなという形容は多分に主観的の意味で使用したのであるが、しかし客観的に言ったってあまり立派な姿ではなかった。私には背広服が一着もない。勤労奉仕の作業服があるだけである。それも仕立て屋に特別に注文して作らせたものではなかった。あり合わせの木綿の布切れをうちの者が紺色に染めて、 ジャンパーみたいなものとズボンみたいなものにでっち上げたなんだか画点のゆかない見慣れぬ方の作業服なのである。染めた直後は布地の色も確かに混んであったはずだが一二度着て外へ出たらたちまち変色して紫みたいな妙な色になった。紫の様相は女でもよほどの美人でなければ似合わない。私は その紫の作業服に緑色のスフのゲートルをつけてゴム底の白いズックの靴を履いた。帽子はスフのテニス帽あの洒落者がこんな姿で旅に出るのは生まれて初めてのことであった。けれども、さすがに背中のリュックサックには母の形見を縫い直して仕立てた縫い物の一へ羽織と大島の合わせ。それから、 仙台平の袴を忍ばせていた。いつ、どんなことがあるかもわからない。17時30分、上野初の急行列車に乗ったのだが、夜の吹けるとともに、ひどく寒くなってきた。私は、そのジャンパーみたいなものの下に、薄いシャツを2枚着ているだけなのである。ズボンの下には、パンツだけだ。 冬の街灯を着て、膝掛けなどを用意してきている人さえ、寒い。今夜はまたどうしたのか、変に寒い。と騒いでいる。私にも、この寒さは意外であった。東京ではその頃すでに、セルの一へを着て歩いている、気バヤな人もあったのである。私は、東北の寒さを失念していた。 私は手足をできるだけ小さく縮めて、それこそ全く亀縮みの形で、ここだ、神道滅脚の修行はここだ、と自分に言い聞かせてみたけれども、暁に及んでいよいよ寒く、神道滅脚の修行も今は諦めて、ああ、早く青森について、どこかの宿で路端に大あぐらをかき、熱漢のお酒を飲みたい、と、 すこぶる現実的なことを一心に念ずる下品なありさまとなった。青森には朝の八時に着いた。t 君が駅に迎えに来ていた。私が前もって手紙で知らせておいたのである。和服でおいでになると思っていました。そんな時代じゃありません。私は 努めて冗談めかして、そう言った。t 君は、女のお子さんを連れてきていた。ああ、このお子さんにお土産を持ってくればよかったと、その時、すぐに思った。とにかく、私のうちへちょっとお寄りになって、お休みになったら。ありがとう。今日お昼頃までに、カニタの n 君のところへ行こうと思っているんだけど、存じております。 N さんから聞きました。N さんもお待ちになっているようです。とにかく、カニタキのバスが出るまで、私のうちで一休みしたらいかがですロバタに大アグラをかき熱かのお酒を、という私のけしからぬ俗な念願は、奇跡的に実現せられた。T 君のちでは、いにカンカン炭火が起こって、そうして、鉄瓶には一本、 お調子が入れられていた。この旅はご苦労様でした。と t 君は改まって私にお辞儀をして、ビールの方がいいんでしたかしら。いや、お酒が。私は低く咳払いした。t 君は昔私のうちにいたことがある。主に経営者の世話をしていた。 私と同じ歳だったので、仲良く遊んだ。女中たちを怒鳴り散らすところが、あれの悪いような、良いようなところだ。と、その頃祖母が T 君を批評していったのを私は聞いて覚えている。後 T 君は青森に出てきて勉強して、それから青森市のある病院に勤めて、患者からもまた、 病院の職員たちからもかなり信頼されていた様子である。千年出生して南方の孤島で戦い、病気になって昨年帰還し、病気を治してまた以前の病院に勤めているのである。戦地で一番嬉しかったことは何かね。それは、t 君は喧嘩に答えた。 戦地で配給のビールをコップにいっぱい飲んだ時です。大事に大事に少しずつ吸い込んで、途中でコップを唇から離して一息つこうと思ったのですが、どうしてもコップが唇から離れないのですね。どうしても離れないのです。T 君もお酒の好きな人であった。けれども、今は少しも飲まない。 そうして時々、軽く咳をしている。どうだね、体の方は。t 君は、ずっと以前に一度、肋膜を病んだことがあって、今度それが、戦地で再発したのである。今度は、15の方向です。病院で病人の世話をするには、自分でも病気で一度苦しんでみなければ、わからないところがあります。 今度は、いい体験を得ました。さすがに人間ができてきたようだね。実際、胸の病気なんてものは、と私は、少し酔ってきたので、臆面もなく、医者に医学を解き始めた。精神の病気なんだ。忘れちまえば、治るもんだ。たまには大いに酒でも飲むさ。ええ、まあ、ほどよくやっています。 と言って、笑った。私の乱暴な医学は、本職にはあまり信用されないようであった。何か召し上がりませんか青森にもこの頃は美味しいお魚が少なくなって。いや、ありがとう。私は、傍らのお膳をぼんやり眺めながら、美味しそうなものばかりじゃないか、手数をかけるね。でも、 僕はそんなに食べたくないんだ。今度津軽へ出かけるにあたって心に決めたことが一つあった。それは食い物に淡泊なれということであった。私は別に聖者でもなし、こんなことを言うのは鼻だ照れ臭いのであるが、東京の人はどうも食い物を欲しがりすぎる。私は 自身古臭い人間のせいか、武士は食わねど高い王子、などという、ちょっとやけくそにも似た、あのバカバカしい痩せ我慢の姿を滑稽に思いながらも愛しているのである。何も、ことさらに用事まで使ってみせなくても良さそうに思われるのだが、そこが男の意地である。男の意地というものは、とかく滑稽な形で現れがちのものである。 東京の人の中には、意地も張りもなく、地方へ行って、自分たちは今、ほとんど餓死線ばかりの状態なのです。と、ひどく大げさに球場を訴え、そうして、田舎の人の差し出す白米のご飯などを拝んで食べて、お追をたらたら何かもっと食べるものはありませんかお芋ですかそいつはありがたい。いくつきぶりでこんな美味しいお芋を食べることでしょう。 ついでに少しうちへ持って帰りたいのですけれども分けていただけませんでしょうかしら。などと満面に卑屈の笑いを浮かべて嘆願する人がたまにあるとかいう噂を聞いた。東京の人皆が確実に同僚の食料の配給を受けているはずである。その人一人が特別に合資せばかりの状態なのは機械である。 あるいは、威嚇調なのかもしれないが、とにかく、食べ物の愛想単眼は、みっともない。お国のため、などと開き直ったことは言わずとも、いつの世だって、人間としての誇りは持ちこたえていたいものだ。東京の少数の例外者が、地方へ行って、ひどくでたらめに、帝度の食料不足を訴えるので、地方の人たちは、東京から来た客人を、 全て食べ物をあさりに来た者として軽蔑して取り扱うようになったという噂も聞いた。私は津軽へ食べ物をあさりに来たのではない。姿こそ紫色の小敷にも似ているが、私は真理と愛情の小敷だ。白米の小敷ではない。と、東京の人全部の名誉のためにも演説口調で キザな大見えを切ってやりたいくらいの決意を秘めて、津軽へ来たのだ。もし、誰か私に向かって、さあさあ、このご飯は白米です。お腹が破れるほど食べてください。東京はひどいって話じゃありませんか。と、真からの好意を持って言ってくれても、私は、軽く一杯だけ食べて、そうして、こう言おうと思っていた。慣れたせいか、 東京のご飯の方が美味しい。おかずだって、ちょうどなくなったと思った頃に、ちゃんと配給があります。いつの間にやら、イノフが撤収して小さくなっているので、少し食べると満腹します。よくしたもんですよ。けれども、私のそんなひねくれた用心は、全く無駄であった。私は、津軽のあちこちの知り合いのうちを訪れたが、 一人として私に、白いご飯ですよ。腹の破れるほど食いためなさい。などと言ってくれた人はなかった。ことにも、私の成果の88歳の祖母などに至っては、東京は美味しいものが何でもあるところだから、お前に何か美味しいものを食べさせようと思っても困ってしまうな。ウリのカス漬けでも食べさせたいが、どうしたわけだか、 この頃酒かすもとんと泣いてば。と、面目なさそうに言うので、私は実に幸福な気がした。いわば私は食べ物などのことにはあまり敏感でない、おっとりした人たちとばかりあったのである。私は自分の幸運を神に感謝した。あれも持っていけ、これも持っていけと、私に、 食料品のお土産をしつこく押し付けた人もなかった。おかげで私は軽いリュックサックを背負って気楽に旅を続けることができたのであるが、けれども、帰郷してみると、私のうちにはそれぞれの旅先の優しい人たちからの小包みが私よりも先にいっぱい届いていたので呆然とした。それは余談だが、とにかく、 T 君もそれ以上私に食べ物を勧めはしなかったし、東京の食べ物はどんな具合であるかなどということは一辺も話題に上らなかった。主な話題はやはり昔二人が金ナのうちで一緒に遊んだ頃の思い出であった。僕はしかし君を親友だと思っているんだぜ。実に乱暴な失敬な 嫌みったらしく刻ったらしい芝居にたっぷりの思い上がった言葉である。私は言ってしまって見もだえした。他に言い方がないものか。それはかえって愉快じゃないんです。t 君も敏感に察したようである。私は金ナのあなたのうちに仕えたものです。そしてあなたはご主人です。 そう思っていただかないと、私は嬉しくないんです。変なものですね。あれから20年も経っていますけれども、今でもしょっちゅう、カナギのあなたのうちの夢を見るんです。戦地でも見ました。鳥に餌をやることを忘れた、しまったと思って、はっと夢から覚めることがあります。バスの時間が来た。 私は t 君と一緒に外へ出た。もう寒くはない。お天気はいいし、それに熱寒のお酒も飲んだし、寒いどころか額に汗がにじみ出てきた。合ッポ公園の桜は今満開だという話であった。青森市の街路は白っぽく乾いて、いや、 水岸に映ったデタラメな印象を述べることは慎しもう。青森市は今、造船で懸命なのだ。途中、中学時代に私がお世話になった、豊田のお父さんのお墓にお参りして、バスの発着所に急いだ。どうだね、君も一緒にカニタへ行かないか。と、昔の私ならば気軽に言えたのでもあろうが、 私もさすがに、年をとって少しは遠慮ということを覚えてきたせいか、それとも、いや、気持ちのややこしい説明は予想。つまり、お互い大人になったのであろう。大人というものはわびしいものだ。愛し合っていても、用心して他人行儀を守らなければならぬ。なぜ、用心深くしなければならぬのだろう。 その答えは何でもない。見事に裏切られて赤恥を書いたことが多すぎたからである。人は当てにならないという発見は青年の大人に移行する第一課である。大人とは裏切られた青年の姿である。私は黙って歩いていた。突然、 t 君の方から言い出した。私は明日カニタへ行きます。明日の朝、一番のバスで行きます。n さんの家で会いましょう。病院の方は明日は日曜です。なんだ、そうか、早く言えばいいのに。私たちには、まだ、たわいない少年の部分も残っていた。 二、かにた。津軽半島の東海岸は、昔から外ヶ浜と呼ばれて、船舶の往来の繁盛だったところである。青森市からバスに乗って、この東海岸を北上すると、後方よもぎた、かにた、平立、一本木、今別、 などの町村を通過し、吉常の伝説で名高い民間屋に到着する。所要時間約4時間である。民間屋はバスの終点である。民間屋から波打ち際の心細い道を歩いて3時間ほど北上すると、達避の部落にたどり着く。文字通り、道の尽きる箇所である。 ここの岬は、それこそ、ギリギリの本州の北端である。けれどもこの辺りは、最近、国防上なかなか大事なところであるから、理数その他、具体的なことについての記述は、一切避けなければならぬ。とにかく、この外ヶ浜一帯は、津軽地方において、最も古い歴史の損するところなのである。そうして蟹田町は、 その外ヶ浜において最も大きい部落なのだ。青森市からバスで、後ろ方、よむぎたを通り約一時間半。とは言っても、まあ二時間近くでこの町に到着する。いわゆる外ヶ浜の中央部である。個数は一千に近く、人口は五千をはるかに超えている様子である。 近頃新築したばかりらしい蟹田警察署は、外ヶ浜前線を通じて一番堂々として目立つ建築物の一つであろう。蟹田、よもぎた、平立、一本木、今別、民間屋。つまり、外ヶ浜の部落全部が、ここの警察署の管轄区域になっている。 竹内雲平という広崎の人の表した青森県通詞によれば、この蟹田の浜は昔は砂鉄の産地であったとか、今は全く産市内が、慶長年間広崎城築城の際には、この浜の砂鉄を精錬して用いたそうで、また、漢文九年の江戸放棄の時には、その鎮圧のための大船五艘をこの蟹田浜で浸造したこともあり、また、 四代藩主信正の元六年間には、津軽旧裏の一つに指定せられ、ここに町奉行を置き、主として木材輸出のことを完成しめたよしであるが、これらのことはすべて私が後で調べて知ったことで、それまでは私は、カニタはカニの名産地。そうして、私の中学時代の唯一の友人の N 君がいるということだけしか知らなかったのである。 私が今度津軽を暗夜するにあたって、N 君のところへも立ち寄ってご厄介になりたく、前もって N 君に手紙を差し上げたが、その手紙にも、何にもお構いくださるな。あなたは知らんぷりをしていてください。お出迎えなどは決してしないでください。でも、リンゴ酒とそれからカニだけは、 というようなことを書いてやったはずで、食べ物には淡白なれという私の自戒も、カニだけには除外令を認めていたわけである。私はカニが好きなのである。どうしてだか好きなのである。カニ、エビ、シャコ、何の養分にもならないような食べ物ばかり好きなのである。それから好むものは、 酒である。飲食においては何の関心もなかったはずの愛情と真理の使徒も、話ここに至って、端なくも、生来のどんん性の一端を暴露しちゃった。カニタの N 君のうちでは、赤い猫足の大きいお膳に、カニを小山のように積み上げて、私を待ち受けてくれていた。 リンゴ酒でなくちゃいけないかね。日本酒もビールもダメかね。と N くんは言いにくそうにして言うのである。ダメどころか。それはリンゴ酒よりいいに決まっているのであるが、しかし日本酒やビールの貴重なことは大人の私は知っているので遠慮してリンゴ酒と手紙に書いたのである。津軽地方には この頃、広州における武道酒のように、リンゴ酒が割合豊富だという噂を聞いていたのだ。そりゃあ、どちらでも。私は複雑な微笑を漏らした。N 君はほっとした面持ちで。いや、それを聞いて安心した。僕はどうもリンゴ種は好きじゃないんだ。実はね。 女房の奴が君の手紙を見て、これは太宰が東京で日本酒やビールを飲み飽きて、故郷の匂いのするリンゴ酒を一つ飲んでみたくて、こう手紙に書いているのに違いないから、リンゴ酒を出しましょう。というのだが、僕は、そんなはずはない。あいつがビールや日本酒を嫌いになったはずはない。あいつは柄にもなく遠慮しているのに違いないと言ったんだ。でも、奥さんの言も、 当たっていないことはないんだ。何を言ってるもうよせ。日本酒を先にしますかビールビールは、後の方がいい。私も少し、ずうずうしくなってきた。僕もその方がいい。おい、お酒だ。お感がぬるくても構わないから、すぐ持ってきてくれ。いずれのところか、 酒を忘れがたき、天外窮状を話す。星雲共に達せず、白髪互いに愛驚く。二十年前に別れ、三千里外に行く。この時、一山泣くんば、何をもってか、平勢を除染。白虚離。 私は中学時代にはよそのうちへ遊びに行ったことは絶無であったが、どういうわけか同じクラスの N 君のところへは実にしばしば遊びに行った。N 君はその頃寺町の大きい酒屋の2階に下宿していた。私たちは毎朝誘い合って一緒に登校した。そうして帰りには、 裏道の海岸伝いにぶらぶら歩いて、雨が降っても慌てて走ったりなどはせず、全身濡れネズミになっても平気でゆっくり歩いた。今思えば二人ともすこぶる応用に抜けたようなところのある子であった。そこが二人の友情の鍵かもしれなかった。私たちはお寺の前の広場で、 ランニングをしたり、テニスをしたり、また日曜には弁当を持って近くの山へ遊びに行った。思い出という私の初期の小説の中に出てくる友人というのは大抵この N 君のことなのである。N 君は中学校を卒業してから東京へ出てある雑誌社に勤めたようである。私は N 君よりも2、3年遅れて東京へ出て大学に席を置いたが、その時からまた二人の交友は復活した。N 君の当時の下宿は池袋で、私の下宿は高田の馬場であったが、しかし私たちはほとんど毎日のように会って遊んだ。今度の遊びはテニスやランニングではなかった。N 君は、 雑誌社をよして保険会社に勤めたが、何せ応用な性質なので、私と同様、いつも人に騙されてばかりいたようである。けれども、私は人に騙される度ごとに少しずつ暗い卑屈な男になっていったが、N 君はそれと反対に、いくら騙されても、いよいよ呑気に明るい性格の男になっていくのである。 N 君は不思議な男だ。ひがまないのが関心だ。あの点は祖先の遺徳と思うより他はない。と、口の悪い遊び仲間も、その素直さには一様に敬服していた。N 君は中学時代にもかなりの私の成果に遊びに来たことはあるが、東京に来てからも、戸塚の私のすぐの兄の家へちょいちょい遊びに来て、そうして、 この兄が二十七で死んだ時には、勤めを休んでいろいろの用事をしてくれて、私の肉親たち皆に感謝された。そのうちに N 君は、田舎のうちの生米業を継がなければならなくなって、帰郷した。家業を継いでからも、その不思議な人徳により、町の青年たちの信頼を得て、二三年前、カニタの町会議員に選ばれ、また、 青年団の分団長だの、なんとか会の幹事だの、いろいろな役を引き受けて、今では、カニタの町になくてならぬ男の一人になっている模様なのである。その夜も、N 君の家へ、この地方の若い顔役が2、3人遊びに来て、一緒にお酒やビールを飲んだけれども、N 君の人気はなかなかのものらしく、やはり、一座の花形であった。 場所王の暗夜の起きてとして世に伝えられているものの中に、一つ、好みて酒を飲むべからず、今王により古事しがたくともくんにしてやむべし、乱に及ばずの金あり、という一箇条があったようであるが、あの論語の酒は量なし乱に及ばずという言葉は、酒はいくら飲んでもいいが、 失礼な振る舞いをするな、という意味に私は返しているので、あえて王の教えに従おうともしないのである。泥酔などして礼を失しない程度ならばいいのである。当たり前の話ではないか。私はアルコールには強いのである。芭蕉王の数倍強いのではあるまいかと思われる。よそのうちでご馳走になって、 そうして乱に及ぶなどという、それほどの馬鹿ではないつもりだ。この時一散泣くんば、何をもってか平勢を除染、である。私は、大いに飲んだ。なおまた、王の、あの暗夜の起き手の中には、一つ、徘徊のほか雑はすべからず。雑はいずれば、居眠りして、 労を養うべし。という条項もあったようであるが、私はこの掟にも従わなかった。芭蕉王の暗夜は、私たち俗人から見れば、ほとんど、商風宣伝のための地方ご出張ではあるまいかと疑いたくなるほど、旅の行く先々において区会を開き、商風地方支部をこしらえて歩いている。徘徊の長考生に取り巻かれている講師ならば、 それは、徘徊の他の雑話を避けて、そうして、雑話が出たら狸ネイリをしようが何をしようが勝手であろうが、私の旅は、何も、打罪風の地方支部をこしらえるための旅ではなし。N くんだって、まさか私から、文学の講義を聞こうと思って主席を設けたわけじゃあるまいし。また、その夜、N くんのお家へ遊びに来られた顔役の人たちだって、私が、 N 君の昔からの親友であるという理由で、私にも多少の親しみを感じてくれて、杯きの研修をしているというような実情なのだから、私が開き直って文学精神のありどころを解き来たり、解き去り、思考して雑談いずれば床柱を背にして、たぬき寝入りをするというのは、あまり穏やかな仕草ではないように思われる。私はその夜、 文学のことは一言も語らなかった。東京の言葉さえ使わなかった。かえって、キザなくらいに努力して、純粋の津軽弁で話をした。そうして、日常さじの世俗の雑談ばかりした。そんなにまでして勤めなくともいいのにと、主席の誰か一人が感じたに違いないと思われるほど、私は津軽の、 津島の小ずかすとして人に対した。津島修士というのは私の生まれた時からの戸籍名であって、また、小ずかすというのはおじかすという漢字でも当てはめたらいいのであろうか。三南坊や四南坊を癒しめていう時に、この地方ではその言葉を使うのである。今度の旅によって私をもう一度、その 津島のおずかすに還元させようという企画も私にないわけではなかったのである。都会人としての私に不安を感じて津軽人としての私をつかもうとする念願である。言い方を変えれば津軽人とはどんなものであったかそれを見極めたくて旅に出たのだ。私の生き方の手本とすべき 純粋の津軽人を探し当てたくて津軽へ来たのだ。そうして私は実に容易に随所においてそれを発見した。誰がどうというのではない。古事姿の貧しい旅人にはそんな思い上がった批評は許されない。それこそ失礼極まることである。私はまさか個人個人の言動、 または私に対するもてなしの中にそれを発見しているのではない。そんな探偵みたいな油断のならぬ目つきをして私は旅をしていなかったつもりだ。私は大抵うなだれて自分の足元ばかり見て歩いていた。けれども自分の耳にひそひそと宿命とでも言うべきものをささやかれることが 実にしばしばあったのである。私はそれを信じた。私の発見というのは、そのように理由も形も何もない、ひどく主観的なものなのである。誰がどうしたとか、どなたが何とおっしゃったとか、私はそれには、ほとんど何もこだわるところがなかったのである。それは当然のことで、 私などにはそれにこだわる資格も何もないのであるが、とにかく現実は私の眼中になかった。信じるところに現実はあるのであって、現実は決して人を信じさせることができない。という妙な言葉を私は旅の手帳に二度も繰り返して書いていた。慎もうと思いながら、 つい、下手な寛解を述べた。私の理論はしどろもどろで、自分でも何を言っているのかわからない場合が多い。嘘を言っていることさえある。だから、気持ちの説明は嫌なのだ。なんだかどうも、見えすいたまずい虚食を行っているようで、残機赤面するばかりだ。必ず、 後悔ほぞを噛むと知っていながら、興奮するとつい、それこそ、回らぬ下にむち打ちむち打ち、口を尖らせて、どと尻滅裂のことを言い出し、相手の心に、軽蔑どころか、憐憫の女王さえ起こさせてしまうのは、これも、私の悲しい宿命の一つらしい。その夜は、しかし、私はそのような下手な感慨を漏らすことはせず、 場所王の威嚴には背いているようだったけれども、居眠りもせず、大いに雑談に飲み打ち教授、完全に鉱物のカニの山を眺めて、夜の吹けるまで飲み続けた。N 君の小柄でハキハキした奥さんは、私がカニの山を眺めて楽しんでいるばかりで、一向に手を出さないのを見て取り、これは、 カニを剥いて食べるのを耐え気がっているのに違いないとお思いになった様子で、ご自分でせっせとカニを器用に剥いて、その白い美しい肉をそれぞれのカニの甲羅に詰めて、フルーツなんとかという、あの果物の原型を保持したままの香り高い涼しげな水菓子みたいな定裁にして、いくつもいくつも私に勧めた。おそらくは、今朝、 このカニ田浜から上がったばかりのカニなのであろう。もぎたての果実のように新鮮な軽い味である。私は食べ物に無関心たれという自戒を平気で破って三つも四つも食べた。この夜奥さんは来る日と来る日とみんなにお膳を差し上げて、この土地の人でさえそのお膳の料理の法順に驚いていたくらいであった。 顔役のお客さんたちが帰ってしまうと、私と N 君は、奥の座敷から茶の間へ主席を移して、後吹きを始めた。後吹きというのは、この津軽地方において、祝言か何か、うちに人寄せがあった場合、お客が皆帰った後で、身内の少数の者だけが、その残光を集めてささやかに開く、色の宴のことであって、あるいは、 後引きの鉛かもしれない。N 君は私よりもさらにアルコールには強いたちなので、私たちは共に乱に及ぶ憂いはなかったが、しかし、君も、と私は深いため息をついて、相変わらず飲むな。何せ僕の先生なんだから無理もないけど。 僕に酒を教えたのは、実に、この N 君なのである。それは、確かに、そうなのである。うん。と N 君は、酒好きを手にしたままで真面目にうなずき、僕だって、ずいぶんそのことについては考えているんだぜ。君が酒で何か失敗みたいなことをやらかすたんびに、僕は責任を感じてつらかったよ。 でもね、この頃は、こう考え直そうと努めているんだ。あいつは、僕が教えなくたって、一人で酒飲みになった奴に違いない。僕の知ったことではないと。ああ、そうなんだ。その通りなんだ。君に責任なんかありやしないよ。まったく、その通りなんだ。やがて奥さんも加わり、 お互いの子供のことなど語り合って、しんみり後吹きをやっているうちに、突如、軽め赤月を告げたので、大いに驚いて、私は新所へ引き上げた。明る朝、目を覚ますと、青森市の T 君の声が聞こえた。約束通り、朝の一番のバスでやってきてくれたのだ。私は、すぐに羽を着た。 t 君がいてくれると、私はなんだか安心で気強いのである。t 君は青森の病院の小説の好きな同僚の人を一人連れてきていた。また、その病院のカニタ分院の事務長をしている S さんという人も一緒に来ていた。私が顔を洗っている間に、ミン屋の近くの今別から、 M さんという小説の好きな若い人も、私がカニタに来ることを N 君からでも聞いていたらしく、はにかんで笑いながらやって来られた。M さんは N 君とも T 君とも S さんとも窮地の間柄のようである。これからすぐみんなでカニタの山へ花見に行こうという相談がまとまった様子である。 観覧山。私は、例の紫のジャンパーを着て、緑色のゲートルをつけて出かけたのであるが、そのような物々しい身支度をする必要は全然なかった。その山は、カニタの町外れにあって、高さが100メートルもないほどの小山なのである。けれども、この山からの見晴らしは悪くなかった。 その日は眩しいくらいの上天気で、風は少しもなく、青森湾の向こうに夏泊まり岬が見え、また平立海峡を隔てて、下北半島がすぐ間近に見えた。東北の海といえば、南方の人たちは、あるいは、どす暗く険悪で、涛さをまく海を想像するかもしれないが、この蟹田あたりの海は、ひどく温和で、 そうして、水の色も淡く、塩分も薄いように感じられ、磯の香りさえほのかである。雪の溶け込んだ海である。ほとんどそれは、湖水に似ている。深さなどについては、国防上を言わぬ方がいいかもしれないが、波は優しく砂浜をなぶっている。そうして、 海浜のすぐ近くに網がいくつも立てられていて、カニをはじめ、イカ、カレイ、サバ、イワシ、タラ、アンコウ、様々ままな魚が四季を通じて容易に捕獲できる様子である。この町では今も昔と変わらず、毎朝魚屋がリアカーに魚をいっぱい積んで、イカにサバだじゃ。 アンコウに青葉だじゃ、鈴木にホッケだじゃ、と怒っているような大声で叫んで売り歩いているのである。そうして、この辺りの魚屋はその日に獲れた魚ばかりを売り歩いて、前日の売れ残りは一切取り扱わないようである。よそへ送ってしまうのかもしれない。だから、この町の人たちは、 その日に採れた生きた魚ばかり食べているわけであるが、しかし、海が荒れたりなどして、たった一日でも漁のなかった時には、町中に一尾の生魚も見当たらず、町の人たちは干物と山菜で食事をしている。これはカニタに限らず、外ヶ浜一帯のどの漁村でも、また外ヶ浜だけとも限らず、 津軽の西海岸の漁村においても全く同様である。カニタはまたすこぶる山菜に恵まれているところのようである。カニタは海岸の町ではあるが、また平野もあれば山もある。津軽半島の東海岸は山がすぐ海岸に迫っているので平野は乏しく、山の斜面に 田や畑を開墾しているところも少なくない状態なので、山を越えて津軽半島西部の広い津軽平野に住んでいる人たちは、この外ヶ浜地方を影、山の影の意、と呼んで多少哀れんでいる傾向がないわけでもないように思われる。けれども、この蟹田地方だけは決して西部に劣らぬ見事な欲やを持っているのだ。 西部の人たちに憐れまれていると知ったら、カニタの人たちはくすぐったく思うだろう。カニタ地方には、カニタ川という水量豊かな温和な川がゆるゆると流れていて、その流域に田畑が広く展開しているのである。ただこの地方には、東風も西風も強く当たるので、不作の年も少なくないようであるが、しかし、 西部の人たちが想像しているほど土地が痩せてはいないのである。観覧山から見下ろすと水量たっぷりの蟹田川が長蛇のごとくうねって、その両側に一番うちの住んだ水田が落ち着き払って控えていて、豊かな頼もしい景観を成している。山はオウウ山脈の死脈のボンジュ山脈である。この山脈は 津軽半島の根元から起こって、まっすぐに北進して、半島の突端の達碧岬まで走って、海に転げ落ちる。200メートルから3四百400メートルくらいの低い山々が並んで、観覧山からほぼまっすぐ西に青くそびえている大倉岳は、この山脈において、マスカワ岳などとともに最高の山の一つなのであるが、それとて、 700メートルあるかないかくらいのものなのである。けれども、山高きがゆえにたっとからず、木にあるがゆえにたっとし、とか、嫌に興ざめなはっきりしたことを断言してはばからぬ実利主義者もあるのだから、津軽の人たちは、あえてその山脈の低きを恥じる必要もあるまい。この山脈は、全国有数の ヒバの産地である。その古い伝統を誇って良い津軽の産物はヒバである。リンゴなんかじゃないんだ。リンゴなんてのは明治初年にアメリカ人から種をもらって試食し、それから明治20年代に至ってフランスの宣教師からフランス流の剪定法を教わって俄然成績を上げ、それから地方の人たちもこのリンゴ栽培に向きになり始めて、 青森名産として全国に知られたのは大正に入ってからのことで、まさか東京の雷起こし、桑名の焼きはまぐりほど軽薄な産物でもないが、紀州のみかんなどに比べると、はるかに歴史は浅いのである。関東、関西の人たちは、津軽といえばすぐにリンゴを思い出し、そうしてこのヒバ林についてはあまり知らないように見受けられる。 青森県という名もそこから起こったのではないかと思われるほど、津軽の山々には木々が枝枝を絡ませあって、冬もなお青く茂っている。昔から日本三大森林地の一つとして数えられているようであって、昭和4年版の日本地理風俗体系にも、そもそもこの津軽の大森林は遠く津軽半祖、 ための部の異業に因し、次来、厳然たる制度のもとに今日なおその鬱蒼を続け、そうして我が国の模範林制と呼ばれている。はじめ、天な上京の頃、津軽半島地方において、日本海岸の砂丘数里の間に植林を行い、もって潮風を防ぎ、また、 もって岩木川下流地方の後部開拓に死した。次来、藩に手はこの方針を襲い、鋭意植林に努めた結果、官営年間には、いわゆる屏部樹林の聖木を見て、またこれによって、高地八千三百余町歩の開墾を見るに至った。それより、 藩内の各地は、しきりに造林に努め、百遊余所の大藩有林を設けるに及んだ。かくて、明治時代に至っても、藩長は大いに林生に注意し、青森県ひばばや市の公表は、世にサクサクとして聞こえる。けだし、この地方の材質は、よく各種の建築土木の用途に適し、 ことに水質に耐える特性を有すると材木の産出の豊富なるとまたその運搬に比較的便利なると思って重宝がられ年産額八十万億と記されてあるがこれは昭和四年版であるから現在の産額はその三倍くらいになっていると思われるけれども以上は 津軽地方全体のヒバ林についての記述であって、これをもって特別に蟹田地方だけの自慢となすことはできないが、しかし、この観覧山から眺められるこんもり茂った山々は、津軽地方においても最も優れた森林地帯で、例の日本地理風俗体系にも蟹田川の河口の大きな写真が出ていて、そうしてその写真には、 この蟹田川付近には日本三美林の章あるヒバの国有林があり、蟹田町はその積み出し港としてなかなか盛んな港で、ここから森林鉄道が海岸を離れて山に入り、毎日多くの材木を積んでここに運び来るのである。この地方の木材は良質で、しかも安価なので知られている。 という説明が伏せられてある。カニタの人たちは、誇らじと発するも、うべ賢屋である。しかも、この津軽半島の石稜をなすボンジュ山脈は、ヒバばかりでなく、杉、ブナ、ナラ、カツラ、トチ、カラマツなどの木材も産し、また、山菜の豊富を持って知られているのである。 半島の西部の金木地方も山菜はなかなか豊富であるが、この蟹田地方も、わらび、ゼンマイ、ウド、タケノコ、フキ、アザミ、キノコの類が、町のすぐ近くの山麓から、実に容易に採れるのである。このように蟹田町は、田あり畑あり、海の幸、山の幸にも恵まれて、それこそ、 古服劇場の別天地のように読者には思われるだろうが、しかし、この観覧山から見下ろしたカニタの町の気配は、何か物食い。活気がないのだ。今まで私はカニタを褒めすぎるほど褒めて書いてきたのであるから、ここらで少し悪口を言ったって、カニタの人たちは、まさか私を殴りやしないだろうと思われる。 カニタの人たちは、恩和である。恩和というのは美徳であるが、街を物浮くさせるほど、町民が無気力なのも、旅人にとっては心細い。天然の恵みが多いということは、朝青にとって、かえって悪いことではあるまいかと思わせるほど、カニタの町は、おとなしく、しんと静まり返っている。河口の防波堤も、 半分作りかけて投げ出したような形に見える。家を建てようとして地ならしをしてそれっきり。家を建てようともせずその赤土の空き地にカボチャなどを植えている。観覧山からそれが全部見えるというわけではないが、カニタにはどうも建設の途中で投げ出した工事が多すぎるように思われる。 調整の発つ,つたる推進を妨げる妙な古老の作動屋みたいなものがいるんじゃないかと私は N ヌ君に尋ねたら、この若い町会議員は苦笑してよせよせと言った。慎むべきは士族の商法、分子の精断。私の蟹田調整についての出しゃばりの質問は、苦労との町会議員の貧章を将来しただけの馬鹿らしい結果に終わった。 それについてすぐ思い出される話は、ドガの失敗談である。フランス画壇の名称、エドガー・ドガは、かつてパリのある舞踊劇場の廊下で、偶然大政治家クレマンソーと同じ長椅子に腰を下ろした。ドガは遠慮もなく、かねて事故の崩壊していた巧埋の政治団を、この大政治家に向かって改陳した。 私がもし最小となったならばですね、その責任の重大を思い、あらゆる恩愛の絆を断ち切り、苦行者のごとく簡易質素の生活を選び、役所のすぐ近くのアパートの5階あたりに極めて小さい一室を借り、そこには一脚のテーブルと粗末な鉄の寝台があるだけで、役所から帰ると深夜までそのテーブルにおいて残務の整理をし、 睡魔の襲うとともに、服も靴も脱がずに、そのままベッドにごろ寝をして、明くる朝、目が覚めると直ちに立って、立ったまま鶏卵とスープを喫し、カバンを抱えて役所へ行くという具合の生活をするに違いない。と、情熱を込めて語ったのであるが、クレマンソーは一言も答えず、ただ、なんだか全く呆れ果てたような軽蔑の目つきで、 この画壇の巨匠の顔をしげしげと見ただけであったという。ドガ氏もその目つきには参ったらしい。よっぽど恥ずかしかったと見えて、その失敗談は誰にも知らせず、15年経ってから彼の少数の友人の中でも一番のお気に入りだったらしいバレリー氏にだけこっそり打ち明けたのである。15年というひどく長い年月、 ひた隠しに隠していたところを見ると、さすが傲慢不尊の名称も、苦労と政治家の無意識な軽蔑の目つきにやられて、それこそ骨の髄まで答えたものがあったのであろうと、そぞろ同情の念の胸に迫り来るを覚えるのである。とかく、芸術家の政治団は、怪我のもとである。土菓子が良いお手本である。 一個の貧乏分子に過ぎない私は、観覧山の桜の花や、また、津軽の友人たちの愛情についてだけ語っている方が、どうやら無難のようである。その前日には、西風が強く吹いて、N 君の家の都生児を揺すぶり、カニタってのは、風の町だね。と私は、例の一人ガテの託説を吐いたりなどしていたものだが、 今日の蟹田町は前夜の私の暴論を忍び笑うかのような穏やかな上天気である。そよとの風もない。観覧山の桜は今が最盛期らしい。静かに淡く咲いている。乱漫という形容は当たっていない。花弁も薄く透き通るようで心細く、いかにも雪に現れて咲いた。 という感じである。違った種類の桜かもしれないと思わせるほどである。ノヴァリスの青い花も、こんな花を空想していったのではあるまいかと思わせるほど、かすかな花だ。私たちは、桜花の下の芝生にあぐらをかいて座って、重箱を広げた。これは、やはり、N 君の奥さんのお料理である。 他に、カニとシャコが大きい竹の籠にいっぱい。それから、ビール。私は、やしく見られない程度に、シャコの皮をむき、カニの足をしゃぶり、重箱のお料理にも箸をつけた。重箱のお料理の中では、ヤリイカの胴にヤリイカの透明な卵をぎゅうぎゅう詰め込んで、そのまま、お醤油の漬け焼きにして輪切りにしてあったのが、 私にはひどく美味しかった。機関兵の T 君は暑い暑いと言って上着を脱ぎ、半裸隊になって立ち上がり、軍隊式の体操を始めた。タオルの手ぬぐいで向こう鉢巻きをしたその黒い顔は、ちょっとビルマのバーモを長官に似ていた。その日集まった人たちは、 情熱の程度においては、それぞれ少しずつ相違があったようであるが、何か小説についての十回を私から聞き出したいような素振りを見せた。私は問われただけのことははっきり答えた。問いに答えざるはよろしからず、という例の場所王の暗夜の掟に従ったわけであるが、しかし、他のもっと重大な過剰には、 見事に背いてしまった。一つ、他の単をあげて、のが蝶を表すことなかれ。人をそしりて己に誇るは、鼻肌癒し。私はその、鼻肌癒しいことを、やっちゃった。場所だって、他門の徘徊の悪口は、チクチク言ったに違いないのであるが、 けれども、さすがに私みたいに、たしなみも何もなく、眉を跳ね上げ、口を曲げ、肩を怒らして他の小説家を罵倒するなどという浅ましいことはしなかったであろう。私は、苦々しくも、その浅ましい振る舞いをしてしまったのである。日本の、ある五十年配の作家の仕事について問われて、私は、そんなに良くはない。 と、ついうっかり答えてしまったのである。最近、その作家の過去の仕事が、どういうわけか、異形に近いくらいの感情で、東京の読書人にも迎えられている様子で、神様という妙な呼び方をする者なども出てきて、その作家を好きだと告白することは、その読書人の趣味の交渉を証明するたずきになるという変な風潮さえ別件せられて、 それこそ、悲劇の引き倒しというもので、その作家は大いに迷惑して苦笑しているのかもしれないが、しかし、私はかねて、その作家の奇妙な誠意を冒険して、例の津軽人の愚昧なる心から、彼は癒しきものなるぞ。ただ時の部分強くしてうんぬん。と、一人で興奮して、素直にその風潮に従うことは、できなかった。 そうして、この頃に至って、その作家の作品の大半をまた読み直してみて、うまいなあとは思ったが、格別趣味の交渉は感じなかった。かえって、えげつないところに、この作家の強みがあるのではあるまいかと思ったくらいであった。書かれてある世界も、ケチな小市民の意味もなく気取った一喜一遊である。 作品の主人公は自分の生き方について時々良心的な反省をするが、そんな箇所は特に古臭く、こんな嫌味な反省ならばしない方が良いと思われるくらいで、文学的な青臭さから離れようとして、かえってそれにはまってしまっているような耳みみっちいものが感じられた。ユーモアを心がけているらしい箇所も意外なほどたくさんあったが、 自分を投げ出しきれないものがあるのか、つまらぬ神経が一本ビクビク生きているので、読者は素直に笑えない。貴族的という幼い批評を耳にしたこともあったが、とんでもないことで、それこそ悲劇の引き倒しである。貴族というものは、だらしないくらい活達なものではないかと思われる。フランス革命の際、 ボートたちが王の居室にまで乱入したが、その時、フランス国王ルイ十六世、アングなりといえども、カラカラ笑って、ヤニワにボートの一人から革命棒を奪い取り、自分でそれをひょいとかぶって、フランス万歳と叫んだ。血に飢えたるボートたちも、この天意無法の不思議な気品に打たれて、思わず王と共にフランス万歳を絶叫し、 王の体には一死も触れずに、おとなしく王の居室から退去したのである。誠の貴族には、このような無邪気な、繕わぬ気品があるものだ。口を引き締めて、襟元をかき合わせて済ましているのは、あれは貴族の下男によくある方だ。貴族的なんて、哀れな言葉を使っちゃいけない。その日、 カニタの観覧山で一緒にビールを飲んだ人たちも、大抵その50年配の作家の親水者らしく、私に対してその作家のことばかり質問するので、とうとう私も馬将王の暗夜の掟き手を破ってそのような悪口を言い、言い始めたら次第に興奮してきて、それこそ眉を跳ね上げ口を曲げる結果になって、貴族的なんて変なところで脱線してしまった。 一座の人たちは私の話に少しも同感の色を示さなかった。貴族的なんてそんな馬鹿なことを私たちは言ってはいません。と今別から来た M さんは当枠の面持ちで独り言のようにして言った。水管の方言に並行しきっているというような風に見えた。他の人たちも 互いに顔を見合わせてニヤニヤ笑っている。要するに私の声は悲鳴に似ていた。ああ、先輩作家の悪口は言うものでない。男ぶりに騙されちゃいかんということだルイ16世は史上稀に見る部男だったんだいよいよ脱線するばかりである。 でも、あの人の作品は、私は好きです。と M さんは、嫌にはっきり宣言する。日本じゃ、あの人の作品など、いい方なんでしょうと、青森の病院の H さんは、つつましく、鳥なし顔に言う。私の立場は、いけなくなるばかりだ。そりゃあ、いい方かもしれない。まあ、いい方だろう。 しかし君たちは僕を前に置きながら僕の作品について一言も言ってくれないのはひどいじゃないか。私は笑いながら本音を吐いた。みんな微笑した。やはり本音を吐くに限る、と私は図に乗り。僕の作品なんかはめちゃくちゃだけれど、しかし僕は体毛を抱いているんだ。 その体毛が重すぎてよろめいているのが僕の現在のこの姿だ。君たちにはだらしのない無知な薄汚い姿に見えるだろうが、しかし僕は本当の気品というものを知っている。松葉の形の東を出したり、政治の壺に水栓を投げ入れて見せたって、僕はちっともそれを上品だとは思わない。成金趣味だよ。失敬だよ。本当の気品というものは、 真っ黒いどっしりした大きい岩に白肉一輪だ。土台にむさい大きい岩がなくちゃダメなもんだ。それが本当の上品というものだ。君たちなんかまだ若いから針金で支えられたカーネーションをコップに投げ入れたみたいな女学生臭いリリシズムを芸術の気品だなんて思って嫌がる。暴言であった。 他の単を上げて、己が蝶を表すことなかれ。人をそしりて、己に誇るは、花肌癒し。この王の暗夜のおきは、厳粛の真理に似ている。実際、花肌癒しいものだ。私には、この癒しい悪癖があるので、東京の分断においても、皆に不愉快の感を与え、 薄汚い馬鹿者として遠ざけられているのである。まあ、しようがないや。と私は、後ろに両手をついて仰向き。僕の作品なんか、全く、ひどいんだからな。何を言ったって始まらん。でも、君たちの好きなその作家の十分の一くらいは、僕の仕事を認めてくれてもいいじゃないか。君たちは、 僕の仕事をさっぱり認めてくれないから、僕だって、あらぬことを口走りたくなってくるんだ。認めてくれよ。二十分の一でもいいんだ。認めろよ。みんな、ひどく笑った。笑われて、私も気持ちが助かった。カニタ分院の事務長の S さんが腰を浮かして、どうです この辺りで席を変えませんかと、よなれた人に特有の慈悲深くなだめるような口調で言った。蟹田町で一番大きいい、e、いという旅館にみんなの昼飯の支度をさせてあるという。いいのかと私は t 君に目で尋ねた。いいんです。ごちそうになりましょう。t 君は、 立ち上がって上着を着ながら、僕たちが前から計画していたのです。S さんが配給の上等紙を取っておいたそうですから、これからみんなでそれをご馳走になりに行きましょう。N さんのご馳走にばかりなっていてはいけません。私は T 君の言うことにおとなしく従った。だから T 君がそばについていてくれると心強いのである。 いいという旅館はなかなか綺麗だった。部屋の床の間もちゃんとしていたし、便所も清潔だった。一人でやってきて泊まっても、わびしくない宿だと思った。一体に、津軽半島の東海岸の旅館は、西海岸のそれと比べると上等である。昔から、 多くの他国の旅人を送り迎えした伝統の現れかもしれない。昔は北海道へ渡るのに必ず民間屋から船出することになっていたので、この外ヶ浜街道はそのための全国の旅人を朝夕送迎していたのである。旅館のお膳にもカニがついていた。やっぱりカニタだなあと誰か言った。 t 君はお酒を飲めないので、一人先にご飯を食べたが、他の人たちは皆、s さんの上等酒を飲み、ご飯を後回しにした。ように従って s さんは、上機嫌になってきた。私はねえ、誰の小説でも、皆一様に好きなんです。読んでみると、みんな面白い。なかなかどうして上手なものです。だから私は、 小説家ってやつを好きでしようがないんです。どんな小説家でも好きで好きでたまらないんです。私は子供を男の子で三つになりましたがねこいつを小説家にしようと思っているんです。名前も文夫とつけました。文の男と書きます。頭の格好がどうもあなたに似ているようです。失礼ながらそんな具合に。 蜂が開いていてるような形な形のです私の頭が、蜂が開いているとは初耳であった。私は自分の要望の色々様々な欠点を残りくまなく地質しているつもりであったが、頭の形まで変だとは気がつかなかった。自分で気のつかない欠点がまだまだたくさんあるのではあるまいかと、 他の作家の悪口を言った直後でもあったし、ひどく不安になってきた。S さんはいよいよ上機嫌で。どうです。お酒もそろそろなくなったようですし、これから私の家へみんなでいらっしゃいませんか。ねえ、ちょっとでいいんです。うちの女房にも、ふみおにも、会ってやってください。頼みます。りんご酒なら、かにたにはいくらでもありますから、うちへ来て。 りんごしゅを、ねと、しきりに私を誘惑するのである。ご講師はありがたかったが、私は頭の蜂以来、富に息がそそうして、早く N くんのうちへ引き上げて、ひとねいりしたかった。S さんのおうちへ行って、今度は頭の蜂どころか、頭の内容まで見破られ、ののしられるような結果になるのではあるまいかと思えば、 なおさら気が重かった。私は例によって t 君の顔色を伺った。t 君が行けといえば、これは行かなくてはなるまいと覚悟していた。t 君は真面目な顔をしてちょっと考え、行っておやりになったら、s さんは今日は珍しくひどく酔っているようですが、ずいぶん前から、 あなたのおいでになるのを楽しみにして待っていたのです。私は行くことにした。頭の鉢にこだわることはやめた。あれは S さんがユーモアのつもりでおっしゃったのに違いないと思い直した。どうも要望に自信がないとこんなつまらぬことにもくよくよしていけない。 要望についてばかりでなく、私に今最も欠けているものは、自信かもしれない。S さんのお家へ行って、その津軽人の本性を暴露した熱狂的な接待ぶりには、同じ津軽人の私でさえ少し面食らった。S さんはお家へ入るなり、立て続けに奥さんに用事を言いつけるのである。おい 東京のお客さんを連れてきたぞ。とうとう連れてきたぞ。これが、その例の太宰って人なんだ。挨拶をせんかい。早く出てきて拝んだらよかろう。ついでに酒だ。いや、酒はもう飲んじゃったんだ。りんご酒を持ってこい。なんだ、一升しかないのか少ない。もう二升買ってこい。待て、その縁側にかけてある火だらを蒸しって、 待てそれは金槌で叩いて柔らかくしてからむしらなくちゃダメなものなんだ待てそんな手つきじゃいけない僕がやる火だらを叩くには、こんな具合に、こんな具合に、あ、いってえまあ、こんな具合だおい醤油を持ってこい火だらには醤油をつけなくちゃダメだコップが一つ、いや、二つ足りない早く持ってこい待てこの茶飲み茶碗でもいいか さあ、乾杯、乾杯。おい、もう二章買ってこい。待て、坊やを連れてこい。小説家になれるかどうか、ダザイに見てもらうんだ。どうですこの頭の形は。こんなのを蜂が開いていると言うんでしょあなたの頭の形に似ていると思うんですがね。閉めたものです。おい、坊やをあっちへ連れて行け。うるさくてかなわない。 お客さんの前にこんな汚い子を連れてくるなんて失敬じゃないか。成金趣味だぞ。早くりんご酒をもう二章。お客さんが逃げてしまうじゃないか。待て、お前はここにいてサービスをしろ。さみんなにお尺。りんご酒は隣のおばさんに頼んで買ってきてもらえ。おばさんは砂糖を欲しがっていたから少し分けてやれ。待て、おばさんにやっちゃいかん。東京のお客さんに、 うちの砂糖全部お土産に差し上げろ。いいか忘れちゃいけないよ。全部差し上げろ。新聞紙で包んで、それから油紙で包んで、紐で祝えて差し上げろ。子供を泣かせちゃいかん。失敬じゃないか。成金趣味だぞ。貴族ってのはそんなものじゃないんだ。待て。砂糖はお客さんがお帰りの時でいいんだってば。音楽音楽。 レコードを始めろ。シューベルト、ショパン、バッハ。何でもいい。音楽を始めろ。待て。なんだそれは。バッハか。やめろ、うるさくてかなわん。話も何もできやしない。もっと静かなレコードをかけろ。待て、食うものがなくなった。アンコウのフライを作れ。ソースが我が家の自慢と来ている。果たしてお客さんのお気に召すかどうか。待て。 アンコウのフライと、それから、卵味噌のかやきを差し上げろ。これは、津軽でなければ食えないものだ。そうだ、卵味噌だ、卵味噌に限る、卵味噌だ、卵味噌だ。私は、決して、誇張法を用いて描写しているのではない。この、疾風怒涛のごとき接待は、津軽人の愛情の表現なのである。 火だらというのは大きいタラを吹雪にさらして凍らせて干したもので、芭蕉王などの喜びそうな軽いカンガな味のものであるが、S さんのうちの縁側にはそれが五六本吊るされてあって、S さんはよろよろと立ち上がり、それを二三本ひったくって、滅多やたらに金づちで乱打し、左の親指を負傷して、それから転んで、這うようにしてみんなにリンゴ酒をついで回り、 頭の蜂の一見も、決して S さんは私をからかうつもりで言ったのではなく、またユーモアのつもりで言ったのでもなかったのだということが私にはっきりわかってきた。S さんは蜂の開いた頭というものを真剣に尊敬しているらしいのである。いいものだと思っているらしいのである。津軽人の愚直可憐、見るべしである。 そうしてついには、卵味噌、卵味噌と連呼するに至ったのであるが、この卵味噌の蚊焼きなるものについては、一般の読者には少しく説明がいるように思われる。津軽においては、牛鍋、鶏鍋のことを、それぞれ牛の蚊焼き、鶏の蚊焼きという具合に呼ぶのである。蚊焼きの鉛であろうと思われる。 今はそうでもないようだけれど、私の幼少の頃には、津軽においては、肉を煮るのに、ホタテ貝の大きい貝殻を用いていた。貝殻から幾分出汁が出ると盲信しているところもないわけではないようであるが、とにかくこれは先住民族、アイヌの威風ではなかろうかと思われる。私たちは皆、この蚊焼きを食べて育ったのである。 卵味噌のかヤきというのは、その貝の鍋を使い、味噌に鰹節を削って入れて煮て、それに鶏卵を落として食べる原始的な料理であるが、実はこれは病人の食べるものなのである。病気になって食が進まなくなった時、このかヤきの卵味噌をお粥に乗せて食べるのである。けれども、これもまた、 津軽特有の料理の一つには違いなかった。S さんはそれを思いつき、私に食べさせようとして連呼しているのだ。私は奥さんに、もうたくさんですからと拝むように頼んで、S さんの家を辞去した。読者も、ここに注目をしていただきたい。その日の S さんの接待こそ、津軽人の愛情の表現なのである。 しかも、喫水の津軽人のそれである。これは私においても、S さんと全く同様なことがしばしばあるので遠慮なく言うことができるのであるが、ともあり遠方より来た場合には、どうしたらいいかわからなくなってしまうのである。ただ胸がワクワクして、意味もなく右往左往し、そして、 伝統に頭をぶつけて伝統の傘を割ったりなどした経験さえ私にはある。食事中に鎮客が現れた場合に私はすぐに箸を投げ出し口をもぐもぐさせながら玄関に出るのでかえってお客に顔をしかめられることがある。お客を待たせて心静かに食事を続けるなどという芸当は私にはできないのである。そうして S, S さんのごとく、自室においては、至れり尽くせりの心遣いをして、そうして何やらかやら、家中のもの一切合切持ち出して共応しても、ただ、お客に並行させるだけの結果になって、帰った後で、そのお客に自分の比例をお詫びしなければならぬ、などということになるのである。ちぎっては投げ、むしっては投げ、取って投げ、果ては自分の命までも、 という愛情の表現は、関東、関西の人たちには、かえって無礼な、暴力的なもののように思われ、ついには、敬遠ということになるのではあるまいか。と私は、S さんによって、私自身の宿命を知らされたような気がして、帰る道々、S さんが懐かしく、気の毒でならなかった。津軽人の愛情の表現は、少し、 水で薄めて服用しなければ、他国の人には無理なところがあるかもしれない。東京の人は、ただ妙にもったいぶって、ちょっぴりずつ料理を出すからな。無縁の平たではないけれど、私も木曽殿みたいに、この愛情の過度の露出のゆえに、どんなに今まで東京の高慢な風流人たちに別視せられてきたことか。 買いたまえ、買いたまえや。とぞ責めたりける、である。後で聞いたが、S さんはそれから一週間、その日の卵味噌のことを思い出すと、恥ずかしくて酒を飲まずにはいられなかったという。普段は人一倍はにかみ屋の神経の繊細な人らしい。これもまた、津軽人の特徴である。 喫水の津軽人というものは、普段は、決して、そやな野蛮人ではない。生中の都会人よりも、はるかに優雅な、細かい思いやりを持っている。その抑制が、事情によって、どっと席を破って奔当するとき、どうしたらいいかわからなくなって、無園の平竹ここにあり、とうとうと、急がす形になってしまって、 軽薄の都会人に貧縮せられる悔しい結果になるのである。S さんはその翌日、小さくなって酒を飲み、そこへ一友人が訪ねて行って、どう、うあれから奥さんに叱られたでしょう。と笑いながら訪ねたら、S さんは乙女のごとくはにかんで、いいえ、まだ、と答えたという。 叱られるつもりでいるらしい。3。外ヶ浜 S さんの家を自去して N 君の家へ引き上げ、N 君と私はさらにまたビールを飲み、その夜は T 君も引き止められて N 君の家へ泊まることになった。 三人一緒に奥の部屋に寝たのであるが、t 君は翌朝早々私たちのまだ眠っているうちにバスで青森へ帰った。勤めが忙しい様子である。咳をしていたね。t 君が起きて身支度をしながらコンコンと軽い咳をしていたのを私は眠っていながらも耳ざとく聞いて変に悲しかったので、 起きるとすぐに N 君にそう言った。N 君も起きてズボンを履きながら、うん、咳をしていた、と厳粛な顔をしていった。酒飲みというものは、酒を飲んでいない時には、ひどく厳粛な顔をしているものである。いや、顔ばかりではないかもしれない。心も、 厳しくなっているものである。あまりいい席じゃなかったね。N 君もさすがに眠っているようではあっても、ちゃんとそれを聞き取っていたのである。気でおっさ。と N 君は突き放すような口調で言ってズボンのバンドを締め上げ、僕たちだって直したんじゃないか。N 君も 私も長い間呼吸器の病気と戦ってきたのである。N 君はひどい喘息だったが、今はそれを完全に克服してしまった様子である。この旅行に出る前に満州の兵隊たちのために発行されているある雑誌に短編小説を一つ送ることを約束していて、その締め切りが今日明日に迫っていたので、私は その日一日と、それから、明くる日一日と、二日間、奥の部屋を借りて仕事をした。N 君もその間、別棟の精米工場で働いていた。二日目の夕刻、N 君は、私の仕事をしている部屋へやってきて、かけたかね二三枚でもかけたかね僕の方は、もう一時間経ったら完了だ。 一週間分の仕事を二日でやってしまった。後でまた遊ぼうと思うと気持ちに張り合いが出て仕事の能率もぐんと上がるね。もう少しだ。最後の馬力をかけよう。と言ってすぐ工場の方へ行き、十分も経たぬうちにまた私の部屋へやってきて。かけたかね僕の方はもう少しだ。この頃は機械の調子もいいんだ。 君はまだうちの工場を見たことがないだろ汚い工場だよ。見ない方がいいかもしれない。まあ、精を出そう。僕は工場の方にいるからね。と言って帰って行くのである。鈍感な私もやっとその時気がついた。N 君は私に工場で働いている彼の海外しい姿を見せたいのに違いない。 もうすぐ彼の仕事が終わるから、終わらないうちに見に来い、という謎であったのだ。私は、それに気がついて、微笑した。急いで仕事を片付け、私は、道路を隔て別棟になっている精米工場に出かけた。N 君は、継ぎはぎだらけのコール店の上着を着て、目まぐるしく回転する巨大な精米機のそばに、両腕を後ろに回し、 死災らしい顔をして立っていた。盛んだね。と、私は大声で言った。N 君は振り返り、それは嬉しそうに笑って。仕事は済んだか。よかったなあ。僕の方ももうすぐなんだ。入りたまえ、下駄のままでいい。というのだが、私は、 下駄のままで精米所へのこのこ入るほど無神経な男ではない。N 君だって清潔なわらぞりと吐き替えている。そこらを見回しても上造りのようなものもなかったし、私は工場の門口に立ってただニヤニヤ笑っていた。裸足になって入ろうかとも思ったが、それは N 君をただ恐縮させるばかりの大げさな 偽善的な仕草に似ているようにも思われて、裸足にもなれなかった。私には、常識的な善事を行うにあたって、鼻肌照れる悪癖がある。随分大掛かりな機会じゃないか。よく君は一人で操縦ができるね。お世辞ではなかった。N 君も私と同様、科学的知識においては、 あまり達人ではなかったのである。いや、簡単なものなんだ。このスイッチをこうすると、などと言いながら、あちこちのスイッチをひねって、モーターをピタリと止めてみせたり、また、もみ殻の吹雪を減出させてみせたり、出来上がりの米を幕府のようにザッと落下させてみせたり、自由自在にその巨大な機械を操ってみせるのである。 ふと私は、工場の真ん中の柱に貼り付けられてある小さいポスターに目を留めた。お調子の形の顔をした男が、あぐらをかき、腕まくりして大牌を傾け、その大牌には、うちや土蔵がちょこんと乗っていて、そうして、その妙な絵には、酒は身を飲み、うちを飲む。という説明の文句が印刷されてあった。 私はそのポスターを長いことを見つめていたので、N 君も気がついたか、私の顔を見て、にやりと笑った。私も、にやりと笑った。同罪の死である。どうもねえ、という感じなのである。私は、そんなポスターを工場の柱に貼っておく N 君を、いじらしく思った。 誰か大酒を恨まざるである。私の場合はあの大敗に私の貧しい約二十種類の著書が載っているという塩梅なのである。私には飲むべきうちも蔵もない。酒は身を飲み著書を飲むとでも言うべきところであろう。工場の奥にかなり大きい機械が 二つ休んでいる。あれは何と N 君に聞いたら、N 君ははすかなため息をついて、あれはなあ縄を作る機械とむしろを作る機械なんだが、なかなか操作が難しくて、どうも僕の手には負えないんだ。四五年前、この辺一体ひどい不作で、精米の依頼もばったりなくなって、いや困ってね。 毎日毎日ロバタに座ってタバコを吹かしていろいろ考えた末、こんな機会を買って、この工場の隅でバッタンバッタンやってみたのだが、僕は不器用だからどうしてもうまくいかないんだ。寂しいもんだったよ。結局一家六人細々と寝食いさ。あの頃はもうどうなることかと思ったね。N くには4歳の男の子が一人ある他に、 死んだ妹さんの子供をも三人預かっているのだ。妹さんのご弟子も北歯で戦死をなさったので、N 君夫妻はこの三人の維持を当然のこととして育て、自分の子供と全く同様に可愛がっているのだ。奥さんの言によれば、N 君は可愛がりすぎる傾きさえあるそうだ。三人の維持のうち一番の総量は、 青森の工業学校に入っているのだそうで、その子がある土曜日に、青森から七里の道をバスにも乗らずテクテク歩いて、夜中の十二時頃にカニタの家へたどり着き、おじさんおじさん、と言って玄関の戸を叩き、N 君は飛び起きて玄関を開け、無我夢中でその子の肩を抱いて、歩いてきたのか、へえ、歩いてきたのか、とばかり言って物も言えず、そうして、 奥さんをやたらに叱り飛ばして、それ砂糖湯を飲ませろ、餅を焼け、うどんを温めろとやつぎばやに用事を言いつけ、奥さんは、この子は疲れて眠いでしょうから、と言いかけたら、な、なにと言って、すこぶる大げさに奥さんに向かって拳を振り上げ、あまりにどうも珍妙な喧嘩なので、老いのその子がプッと吹き出して、N ヌ君も拳を振り上げながら笑い出し、 奥さんも笑って何が何やらうやむやになったということなどもあったそうで、それもまた N 君の人柄の偏鱗を示す孝古の相話であると私には感じられた。七転び八起きだね。いろんなことがある。と言って私は自分の身の上とも思い合わせ、ふっと涙ぐましくなった。 この善良な友人が慣れぬ手つきで工場の隅で一人ばったんばったんむしろを追っているわびしい姿がありありと眼前に見えるような気がしてきた。私はこの友人を愛している。その夜はまたお互い一仕事済んだのだから、などと言い訳して二人でビールを飲み、郷度の協作のことについて話し合った。 N 君は青森県郷土史研究会の会員だったので、郷土史の文献をかなり持っていた。何せ、こんなだからなあ。と言って N 君は、ある本を開いて私に見せたが、そのページには、次のような、津軽共作の年表とでも言うべき、不吉な一覧表が載っていた。現那一年。 大凶。玄奈二年。大凶。歓迎十七年。大凶。歓迎十八年。大凶。歓迎十九年。凶。明暦二年。凶。漢文六年。凶。 漢文十一年、今日。遠方二年、今日。遠方三年、今日。遠方七年、今日。天内一年、大京。上京一年、今日。元禄五年、大京。 元禄七年、大凶。元禄八年、大凶。元禄九年、凶。元禄十五年、半凶。法永二年、凶。法永三年、凶。法永四年、大凶。 教法一年教。教法五年教。原文二年教。原文五年教。延教二年大京延教四年教。関延二年代教。 法暦五年、大教。明和四年、教。安永五年、半教。天命二年、大教。天命三年、大教。天命六年、大教。天命七年、半教。 完成一年、今日。完成五年、今日。完成十一年、今日。文化十年、今日。天保三年、半今天保四年、大今天保六年、大今 天保七年、大凶。天保八年、凶。天保九年、大凶。天保十年、凶。慶応二年、凶。明治二年、凶。明治六年、凶。 明治二十二年、今日。明治二十四年、今日。明治三十年、今日。明治三十五年、大京。明治三十八年、大京。大正二年、今日。 昭和六年。今日。昭和九年。今日。昭和十年。今日。昭和十五年。反響。津軽の人でなくても、この年表に接しては、ため息をつかざるを得ないだろう。大阪夏の陣 豊臣氏滅亡の元那元年より現在まで約三百三十年の間に約六十回の共作があったのである。まず五年に一度ずつ共作に見舞われているという感情になるのである。さらにまた N 君は別な本を開いて私に見せたが、それには、翌天保四年に至りては、 立春吉祥のその日より、東風しきりに吹きすさみ、三月上司の節句に至れども、積雪消えず、農家にて、ソリ持用いたり。五月に至り、苗の成長わずかに一足なれども、時節の階級咲くべからざるがゆえに、ついにそのまま植え付けに着手したり。しかれども、 連日の東風、いよいよ吹き募り、六月土曜に入りても、密運ばくばくとして天候もうもう、晴天白日を見ること、ほとんど稀なり。中略。毎日、朝夕の霊気強く、六月土曜中に綿入れを着用せり。夜は、ことに霊にして、七月ねぶた。 作者中。陰暦七夕の頃、武者の形、あるいは竜子の形などの極彩色の大灯籠を荷車に乗せて引き、若い衆たち様々に紛争して、町々を踊りながら練り歩く、津軽年中行事の一つである。他町の大灯籠と衝突して、喧嘩のことを必ずあり。坂の上の田村麻呂 江戸聖伐の折、このような大灯籠を見せびらかして、山中の江戸をおびき寄せ、これを殲滅せし異風なり、との説あれども、なお信ずるに足らず。津軽に限らず、東北各地にこれと似たる風俗あり。東北の夏祭りの出しと思わば、大かなからんか。の頃に至りても、道路にては蚊の声を聞かず、 家屋のうちにおいては、いささかこれを聞くことあれども、かやを持ちうるを要せず、先生のごときも、はなはだまれなり。七月六日ごろより初期いで、盆前、人も物を着用す。同十三日ごろより、和瀬大いに出水ありしため、人気すこぶるよろしく、盆踊りもすこぶるにぎやかなりしが、同十五日、 十六日の日光白色を帯び、あたかも夜中の鏡に似たり。同十七日夜半、踊り子も散り、雷用の者も,のも基礎にして、おいおい明け方に及べるとき、図らざりき構想を降らし、出水の首傾きたり。往来老若、これを見る者、定給十万たり。という、 あわれというより他には全く言いようのない有りさまが記されてあって、私たちの幼い頃にも老人たちから怪我図。津軽では凶作のことをけが図という。奇活の鉛かもしれない。の三尾旋律の情を聞き、幼いながらも暗淡たる気持ちになって泣きべそを書いてしまったものだが、久しぶりで故郷に帰り、 このような記録をあからさまに見せつけられ、哀愁を通り越して、何か、わけのわからぬふんぬさえ感じられて、これは、いかん、と言った。科学の世の中とか何とか偉そうなことを言ってたって、こんな凶作を防ぐ方を百姓たちに教えてやることもできないなんて、だらしがねえ。いや、技士たちも色々研究はしているのだ。 例外に耐えるように品種が改良されてもいるし、植え付けの時期にも工夫が加えられて、今では昔のように徹底した不作などなくなったけれども、でも、それでもやっぱり四五年に一度はいけない時があるんだね。だらしがね <laughs> 私は誰にともなき憤満で口を曲げてののしった。N 君は笑って、 砂漠の中で生きている人もあるんだからね。怒ったってしょうがないよ。こんな風土からはまた独特な人情も生まれるんだ。あんまり結構な人情でもないね。春風対等たるところがないんで、僕なんかいつでも南国の芸術家に押され気味だ。それでも君は負けないじゃないか。津軽地方は昔から他国のものに攻め破られたことがないんだ。殴られるけれども、 負けやしないんだ。第八師団は国宝だって言われているじゃないか。生まれ落ちるとすぐに凶作に叩かれ、雨つゆをすすって育った私たちの祖先の血が、今の私たちに伝わっていないわけはない。春風対等の美徳も羨ましいものには違いないが、私はやはり祖先の悲しい血に、できるだけ見事な花を咲かせるように努力するより他には、 仕方がないようだ。いたずらに過去の悲惨に探索せず、N 君みたいにその疾風木雨の伝統を応用に誇っている方がいいのかもしれない。しかも、津軽だって、いつまでも昔のように賛美の地獄絵を繰り返しているわけではない。その翌日、私は N 君に案内してもらって、 外ヶ浜街道をバスで北上し、民間屋で一泊して、それからさらに、海岸の波打ち際の心細い道を歩いて、本州の北端、達比岬まで行ったのであるが、その、民間屋達比間の、荒涼作抜たる各部落でさえ、烈風に行し土涛に屈せず、懸命に一家を支え、津軽人の健在を可憐に誇示していたし、民間屋伊南の各部落、 ことにも、民間や今別などに至っては、勝者たる開口の明るい雰囲気の中に、落ち着き払った生活を展開して見せてくれていたのである。ああ、いたずらに、怪我図の影に怯えることなかれである。以下は、佐藤博という理学士の怪文章であるが、私のこの書の読者の憂鬱を消すために、なおまた、 私たち津軽人の明るい出発の乾杯の字として、ちょっと借用してみよう。佐藤理学士の欧州産業創設に曰く。打てばすなわち草に隠れ、追えばすなわち山に入った蝦夷族の藩とたりし欧州。山岳頂上して、至るところ天然の障壁をなし、もって交通を阻害している欧州。 風波高く、海運不便なる日本海と、北上山脈に遮られて発達しない、巨市状の港湾の多い太平洋とに包まれた欧州。しかも、冬季降雪多く、本州中で一番寒く、古来数十回の凶作に襲来されたという欧州。九州の高地面積2割5分に対して、 わずかに一割半を占むる哀れなる欧州。どこから見ても不利な自然的条件に支配されているその欧州は、さて、六百三十万の人口を養うに、今日、いかなる産業に寄っているであろうか。どの地理書を紐解いても、欧州の地ルや本州の東北端に適材し、衣食、住 いずれも素朴、とある。古来からの、かやぶき、まさぶき、すぎかわぶきはとにかくとして、現在多くの民は、とたんぶきの家に住み、風呂敷をかぶって門兵をはき、中流以下、ことごとく、粗食に甘んじているという。真偽や遺憾。それほど欧州の地は、産業に恵まれていないのであろうか。 高速度をもって誇りとする第二十世紀の文明は、一人東北の地に到達していないのであろうか。い,いな。それはすでに過去の欧州であって、人もし現代の欧州について語らんと欲すれば、まず、文芸復興直前のイタリアにおいて見受けられた、あのうつぼつたる大統力を、この欧州の地に認めなければならぬ。 文化において、はたまた産業においてしかり。賢くも、明治大帝の教育に関する大見心は、誠に深速に欧州の津々裏裏にまで浸透して、欧州人特有の聞き苦しき微音の減退と標準語の進出等を促し、かつての原始的状態に沈臨した、妄米な蛮族の居住地に強化の見光を与え、思考して今や見よ。 開発また開拓。香電翌夜の刻一刻と増加することを。そして、改良また改善。牧畜、林業、漁業の日に日に盛大に赴くことを。まして言わんや、住民の分布白素にして、将来の発展の余裕、また大いにこの地にありというにおいておや。ムクドリ。 かも、四十から、ガなどの渡り鳥の大群が、食を求めてこの地方をさまよい歩くがごとく、傍聴時代にあった山と民族が、各地方より北上してこの欧州にいたり、江戸を征服しつつ、あるいは山に漁師、あるいは川に漁していろいろな普遍の魅力に引きつけられ、あちらこちらと彷徨い歩いた。かくして数代経過し、 ここに人々は思い思いの地に定着して、あるいは秋田、省内、津軽の平野に米を植え、あるいは北欧の産地に植林を試み、あるいは平原に馬を飼い、あるいは海辺の漁業に先進して、もって今日における流星なる産業の基礎を作ったのである。欧州六県、六百三十万の民は、 かくして先人の開発せし特徴ある産業をおろそかにせず、ますますこれが発達の道を講じ、渡り鳥は永遠にさまよえども、素朴なる東北の民はもはや動かず、米を作ってリンゴを売り、うっそうたる微林に続く緑の大平原には、毛並み輝く見事な若駒を走らせ、出漁の船は踊る銀鱗を満載して、 港に入るのである。誠にありがたい祝辞で、思わず駆け寄って、お礼の握手でもしたくなるくらいのものだ。さて私は、その翌日、N 君の案内で、欧州外ヶ浜を北上したのであるが、出発に先立ち、まず問題は、酒であった。お酒は、どうします リュックサックにビールの二三本も入れておきましょうか、と奥さんに言われて、私は全く霊感さんとの思いであった。なぜ酒飲みなどという不面目な種族の男に生まれてきたか、と思った。いや、いいです。なければないで、またそれは別に。などと、 しどろもどろの不得要領なることを言いながらリュックサックを背負い、逃げるがごとく家を出て、後からやってきた N 君に、いや、どうも、酒と聞くとヒヤッとするよ。針のむしろだ。と、実感をそのまま言った。N 君も同じ思いと見えて、顔を赤くし、うふふと笑い、僕もね、一人じゃ我慢もできるんだが、 君の顔を見ると飲まずにはいられないんだ。今別の M さんが配給のお酒を近所から少しずつ集めておくって言っていたから今別にちょっと立ち寄ろうじゃないか。私は複雑なため息をついてみんなに苦労をかけるわいと言った。はじめはカニタから船でまっすぐに脱皮まで行き 帰りは徒歩とバスという計画であったのだが、その日は朝から東風が強く、好天と言っていいくらいの天候で、乗っていくはずの定期船は欠航になってしまったので、予定を変えてバスで出発することにしたのである。バスは案外空いていて、二人とも楽に腰掛けることができた。外ヶ浜街道を1時間ほど北上したら、次第に風も弱くなり、 青空も見えてきて、この分ならば定期船も出るのではなかろうかと思われた。とにかく今別の M さんのお家へ立ち寄り、船が出るようだったらお酒をもらってすぐ今別の港から船に乗ろうということにした。雪も帰りも同じ陸路を通るのは気が利かなくてつまらないことのように思われた。N 君はバスの窓から 様々な風景を指さして説明してくれたが、もうそろそろ要塞地帯に近づいているのだから、その N 君の親切な説明をここにいちいち書き記すのは慎むべきであろう。とにかく、この辺りには、昔のエゾの住処かの面影は少しも見受けられず、お天気の良くなってきたせいか、どの村落も小綺麗に明るく見えた。 完成年間に出版せられた今日の名医立花南京の投遊金には、雨土平家氏よりこの方、今の時ほど太平なることはあらじ。西は機械薬の島より、東は欧州の外ヶ浜まで、号令の行き届かざるところもなし。王子は薬の島は、薬国とて異国のように聞こえ、 欧州も、半ば蝦夷人の領地なりしんにや、なお近き頃まで偉人の住みとなりしと見えて、南部津軽あたりの地名には、万名欧氏。外ヶ浜通りの村の名にも、たっぴ、ほろずき、内まっぺ、外まっぺ、今別、宇鉄つなどいうところはあり。これみな蝦夷言葉なり。 今にても、うてつなどのあたりは、風俗もやや蝦夷に類して、津軽の人も、彼らは蝦夷種と言い,いて、癒しむるなり。よう思うに、うてつあたりに限らず、南部、津軽あたりの村民も、大方は蝦夷種なるべし。ただ、早く降下によくして、風俗言語も改まりたるところは、 先祖より日本人のごとく言いなしおることとぞ思わる。ゆえに、礼儀文化の未だ開けざるは最ものことなり。と記されてあるが、それから約百五十年、地下の南京を今日この淡々たるコンクリート道路をバスに乗せて通らせたならば、呆然たる様にて首をひねり、あるいは、 この雪今いずこなどという単を発するかもしれない。南京の東遊気西遊気は江戸時代の名著の一つに数えられているようであるがその判例にも世が漫遊、元医学のためなれば維持に書かれることは雑談といえども別に記録して同志の人にも示す。 ただこの書は、旅中見分せることを筆のついでに記せるものにして、強いてそのことの虚実を正さず、誤り記せることも多かるべし。と、自ら告白しているごとく、読者の好奇心を刺激すれば足るというような、口頭無形に似た記事も少なしとしないと言ってよい。他の地方のことは言わず、 例を、この外ヶ浜近辺についての記事だけに限って言っても、欧州三馬屋、作者中、三馬屋の古障、は、松前都会の次て、津軽領外ヶ浜にありて、日本東北の限りになり。昔、源の義経、高田地を逃れ、江戸へ渡らんと、ここまで来たり玉石に、 渡るべき順風なかりしかば、数日登留し、あまりに耐えかねて、諸事の観音の像を海底の岩の上に置いて順風を祈りしに、たちまち風変わり、つがなく松前の地に渡りたまいぬその像、今にここの寺にありて、義経の風祈りの観音という。また、 波打ち際に大なる岩ありて、馬屋のごとく穴三つ並べり。これ、つねの馬を立てたまいしところとなり。これによりて、この地を三間屋と称するなりとぞ。と、何の疑いも差し挟まずに記してあるし、また、欧州津軽の外ヶ浜に平立というところあり。 ここの北にあたり、岩石海に突き出たるところあり。これを石崎の花という。そこを越えてしばらく行けば、手田にあり。山々高くそびえたる間より、細き谷川流れ出て海に落ちる。この谷の土石、皆朱色なり。水の色まで糸赤く、 濡れたる石の朝日に映る色、まことに華やかにして、目覚むる心地す。その落ちるところの海の小石までも、多く朱色なり。この辺りの海中の魚、皆証という。谷にあるところの朱の木によりて、海中の魚、あるいは石までも朱色なること、 無情無情もにこれに感ずること不思議なり。と言って済ましているかと思うと、また、きなと称する海魚が北海に住んでいて、その大きさ二里三里にも及べるにや、ついにその魚の全身を見たる人はなし。れに海上に浮きたるを見るに、 大なる島、いくつも出来たるごとくなり。これ、沖縄の背中、尾ひれなどの少しずつ見ゆるなりとぞ。二十ひろ三十ひろのクジラを飲むこと、クジラのイワシを飲むがごとくなるゆえ、このうを来たれば、クジラ、東西に逃げ走るなり。などと言って脅かしたり、また、 この三間やに登流せし頃、一夜、この家の近きあたりの老人来たりぬれば、家内のじじばばなど打ち集まり、いろりにまといして、よもやまの物語せしに、かの者ども語りしは、さてもこの二三十年以前、松前の津波ほど恐ろしかりしことはあらず。その頃、風も静かに雨も遠かりしが、 ただなんとなく空の景色打ち曇りたるような利子に、よよ折々光り物して東西に枯空を飛行するものあり。洋々に華だしく、その四五日前に至れば、白昼にも色々の神々、枯空を飛行したもう。いかんにて馬上に見ゆるもあり、あるいは竜に乗り雲に乗り、 あるいは、細蔵の類に打ち乗り、白き小族なるもあり。赤き青きいろのいでたちにて、その姿もまた、大なるもあり、小さきもあり、衣類異形の物心空中に満ち満ちて、東西に飛行したも。我々も皆、外へ出て、毎日毎日、意図ありがたく拝みたり。 不思議なることにて、間のあたり拝み立てまつることよと、四五日がほども言い暮らすうちに、ある夕暮れ、沖の方を見やりたるに、真白にして、雪の山のごときもの、はるかに見ゆ。あれ見よ、また不思議なるものの海中にいできたれ。といううちに、だんだんに近く寄り来たりて、近く見えし島山の上を打ち越して来たるを見るに、 大波のうち来たるなり。巣は津波こそ、早逃げよ。と、老若男女、我先にと逃げ迷いしかど、しばしが間に打ち寄せて、民屋田畑、草木近獣まで、少しも残らず海底の見くとなれば、生き残る人民、海辺の村里には一人もなし。さてこそ、 はじめに神々の雲中を飛行したマイケルは、この大変あることを白示し,して、この地を逃げ去りたまいしなるべしと言い相手、恐れはべりぬと語りぬ。などという、もったいないような、また夢のようなことも、平意の文章でさらさらと書き記されているのである。現在のこの辺りの風景については、この際、 あまり具体的に書かぬ方が良いと思われるし、口頭無形とは言っても、せめて、個人の旅行記など書き写し、その、おとぎ話みたいな雰囲気に浸ってみるのも一興と思われて、実は東、東遊記の二三の記事を、ここに抜き書きしたというわけでもあったのだが、ついでにもう一つ、小説の好きな人には、ことにも面白く感じられるのではあるまいかと思われる記事があるから、紹介しよう。 欧州津軽の外ヶ浜にありし頃、書の役人より、丹後の人はおらずや、と、しきりに銀見せしことはあり。いかなるゆえぞと尋ねるに、津軽の岩木山の神、花肌丹後の人を意味嫌う。もし、忍びても丹後の人、この地に入るときは、天気大きに存じて、風雨打ち続き、 船の出入りなく、津軽漁は、はだ難儀に及ぶとなり。夜が遊びし頃も、打ち続き風あしかりければ、単語の人の入りておるにやと吟味せしこととぞ。天気あしければ、いつにても役人より厳しく吟味して、もし入り込みおるときは、急に送り出すこととなり。単語の人、 津軽寮の境を出れば、天気たちまち晴れて、風、静かになるなり。土足の言い習わしにて意味嫌うのみならず、役人よりも毎度改むること、珍しきことなり。青森、三間やその他、外ヶ浜通り港港、最も華々しく単語の人を意味嫌う。 あまり怪しければ、いかなるわけのありて、書くは言うことぞと、詳しく尋ねとうに。東国、岩木山の神というは、安樹姫出生の地なればとて、安樹姫を祀る。この姫は、単語の国に彷徨いて、参照大夫に苦しめられしゆえ、今にいたり、その国の人といえば意味嫌いて風を起こし、岩木の神、 荒れたもうとなり。外ヶ浜通り90里余り。皆多くは漁業または船の通行にてあたることなれば、常々最も順風を願う。しかるに差し当たりたる天気に触りあることなれば、一刻こぞって単語の人を意味嫌うことにはなりぬ。この説、 隣境にも及びて、松前南部等にても、港港にては、多くは単語人を意味て送り出すことなり。かばかり、人の恨みは深きものにや。変な話である。単語の人こそ、いい迷惑である。単語の国は、今の京都府の北部であるが、あのあたりの人は、 この時代に津軽へ来たら、ひどい目に遭わなければならなかったわけである。安樹姫と逗子王の話は、私たちも子供の頃から絵本などで知らされているし、また、王外の傑作、三照大夫のことは、小説の好きな人なら誰でも知っている。けれども、あの合話の美しい指定が津軽の生まれで、そうして、 死後岩木山に祀られているということはあまり知られていないようであるが、実は私は、これもなんだか怪しい話だと思っているのである。義経が津軽に来たとか、三里の大魚が泳いでいるとか、石の色が溶けて川の水も魚の鱗も赤いとかということを平気で書いている南京氏のことだから、これもあるいは例の、しいて、 そのことの虚実を正さず、式の無責任な記事かもしれない。もっとも、この安寿寿司様津軽人説は、和漢三才図絵の岩木三言言の上にも出ている。三才図絵は漢文で少し読みにくいが、愛伝う。昔、東国津軽の領主、いわき岩木半岸正氏というものあり。 栄法元年の冬、在京中、残者のために再会に託せらる。本国に二子あり、姉をアンと名付く。弟をズシオ丸と名付く。母と共にさまよい、ではを過ぎ、越後にいたり、なおの裏らうんぬん。などと自信ありげに書き出しているが、おしまいの方に至って、 岩城と津軽の岩城山とは南北百よりを隔て、これを祀るはいぶかし。と、おのずから語るに落ちるような具合になってしまっている。王外の三照大夫には、岩城の忍ぶ氷の住みかを出て、と書いている。つまりこれは、岩城という字を岩城と読んだり、岩城、 と読んだりしてごちゃ混ぜになって、とうとう津軽の岩木山がその伝説を引き受けることになったのではないかと思われる。しかし、昔の津軽の人たちは、安寿図仕王が津軽の子供であることを固く信じ、憎き山椒大夫を呪うあまりに、丹後の人が入り込めば津軽の天候が悪化するとまで思い詰めていたとは、私たち、 安寿寿司王の同乗者にとっては、痛快でないこともないのである。外ヶ浜の昔話はこれくらいにしてやめて。さて、私たちのバスは、お昼頃、M さんのいる今別に着いた。今別は、前にも言ったように、明るく、近代的とさえ言いたいくらいの港町である。人口も、四千に近いようである。 N 君に案内されて M さんのお家を訪れたが、奥さんが出てこられて、留守です、とおっしゃる。ちょっとお元気がないように見受けられた。よその過程のこのような様子を見ると、私はすぐに、ああ、これは僕のことで喧嘩をしたんじゃないかな、と思ってしまう癖がある。当たっていることもあるし、当たっていないこともある。 作家や新聞記者などの出現は善良の過程にとかく不安の感を起こさせやすいものである。そのことは作家にとってもかなりの苦痛になっているはずである。この苦痛を体験したことのない作家は馬鹿である。どちらへいらっしゃったのですかと N 君はのんびりしている。 リュックサックを下ろして。とにかく、ちょっと休ませていただきます。玄関の式台に腰を下ろした。呼んで参ります。はあ、すみませんですな N 君は大前たるものである。病院の方ですかええ、そうかと思います。 美しく打ちきそうな奥さんは小さい声で言って下駄を突っかけ外へ出て行った。M さんは今別のある病院に勤めているのである。私も N 君と並んで式台に腰を下ろし M さんを待った。よく打ち合わせておいたのかね。うん、まあね。N 君は 落ち着いてタバコを吹かしている。あいにく昼飯時で行けなかったね。私は何かと気をもんでいた。いや、僕たちもお弁当を持ってきたんだから。と言って済ましている。最後高森も格やと思われるくらいであった。M さんが来た。はにかんで笑いながら、 さ、どうぞ、と言う。いや、そうしてもおられないんです。と、N 君は腰を上げて、船が出るようだったら、すぐに船でタッピまで行きたいと思っているのです。そう。M さんは軽くうなずき、じゃあ、出るかどうか、ちょっと聞いてきます。M さんが、 わざわざ鳩場まで聞きに行ってくれたのだが、船はやはり欠航ということであった。仕方がない。頼もしい私の案内者は別に落胆した様子も見せず、それじゃあ、ここでちょっと休ませてもらって弁当を食べるか。うん、ここで腰掛けたままでいい。私はいやらしく遠慮した。 上がりませんか ?M さんは気弱そうに言う。おごろしてもらおうじゃないか。N 君は平気でゲートルを解き始めた。ゆっくり次の予定を考えましょう。私たちは M さんの書斎に通された。小さい色りがあって炭火がパチパチ行って怒っていた。 書棚には本がぎっしり詰まっていて、バレリー全集や教科全集も揃えられてあった。礼儀文化の未だ開けざるは最ものことなり。と、自信ありげに断案を下した南京氏も、ここに至って、あるいは失神するかもしれない。お酒は、あります。上品な M さんは、 かえってご自分の方で顔を赤くして、そう言った。飲みましょう。いやいや、ここで飲んでは。と言いかけて、N くんは、うふふと笑ってごまかした。それは大丈夫。と M さんは、敏感に察して、タッピエお持ちになる酒は、また別に取っておいてありますから。ほほーと、 N 君ははしゃいで。いやあ、しかし、今から飲んでは今日のうちにたっぴに到着することができなくなるかも。などと言っているうちに、奥さんが黙ってお調子を持ってきた。この奥さんは元から無口な人なのであって、別に僕たちに対して怒っているのではないかもしれない。と私は自分に都合のいいように考え直し、それじゃあ、 酔わない程度に少し飲もうか。と、N くんに向かって提案した。飲んだら酔うよ。N くんは先輩顔で言って、今日はこれはみんまやまりかな。それがいいでしょう。今日は今別でゆっくり遊んで、みんまやまでだったら歩いてまあ、ぶらぶら歩いて1時間かな。どんなに酔ってたって。 楽に行けます。と、M さんも勧める。今日は、みんまや一泊と決めて、私たちは飲んだ。私には、この部屋へ入った時から、こだわっていたものが一つあった。それは、私がカニタで、つい悪口を言ってしまった、あの五十年配の作家の随筆集が、M さんの机の上に、 きちんと置かれていることであった。愛読者というものは偉いもので、私があの日、カニタの観覧山で、あれほど口汚くこの作家を罵倒しても、この作家に対する M さんの信頼はいささかも動揺しなかったものと見える。ちょっと、その本を貸して。どうも気になって落ち着かないので、とうとう私は、 M さんからその本を借りて、いい加減にパッと開いて、その箇所をうのめ鷹のめで読み始めた。何か荒を拾って外貨をあげたかったのであるが、私の読んだ箇所は、その作家も特別に緊張して書いたところらしく、さすがに打ち込む隙がないのである。私は黙って読んだ。1ページ読み、2ページ読み、 三ページ読み、とうとう五ページ読んで、それから本を投げ出した。今読んだところは少し良かった。しかし、他の作品には悪いところもある。と私は負け惜しみを言った。M さんは嬉しそうにしていた。想定が豪華だからな。と私は小さい声で、 さらに負け惜しみを言った。こんな上等の紙にこんな大きな活字で印刷されたら大抵の文章は立派に見えるよ。M さんは相手にせず、ただ黙って笑っている。勝利者の微笑みである。けれども私は本心はそんなに悔しくもなかったのである。いい文章を読んでほっとしていたのである。 らを拾って外貨などをそうするよりは、どんなにいい気持ちのものかわからない。嘘じゃない。私は、いい文章を読みたい。今別には、本学寺という有名なお寺がある。丁殿和尚という偉い坊主が、ここの住職だったので知られているのである。丁殿和尚のことは、竹内運平氏著の、 青森県通詞にも記載せられてあるすなわち、定殿和尚は、今別の新山神左衛門の子で、早く広崎西岸寺に弟子入りして、後岩木平、千昇寺に修行すること十五年。二十九歳の時より、津軽今別、本学寺の住職となって、教皇十六年十二歳に至る間、 その強化するところ、津軽地方のみならず、近隣の国々にも及び、享法十二年、近藤東馬混流の供養の時のごときは、領内はもちろん、南部、秋田、松前地方の全南全女の雲州三景を見た。というようなことが記されてある。そのお寺を、これから一つ見に行こうじゃないかと、 外ヶ浜の案内者、N 町会議員は言い出した。文学団もいいが、どうも君の文学団は一般向きでないね。へんてこなところがある。だから、いつまで経っても有名にならん。停電和尚なんかはね。と、N 君は、かなり酔っていた。停電和尚なんかはね、仏の教えを説くのは後回しにして、 まず、民衆の生活の福利増進を図ってやった。そうでもなくちゃ民衆なんか、仏の教えも何も聞きやしないんだ。停電和尚は、あるいは産業を起こし、あるいは、と言いかけて一人で吹き出し。まあ、とにかく行ってみよう。今別駅で本学寺を見なくちゃ恥です。停電和尚は、外ヶ浜の誇りなんだ。そう言いながら、 実は僕もまだ見ていないんだ。いい機会だから今日は見に行きたい。みんなで一緒に見に行こうじゃないか。私は、ここで飲みながら M さんといわゆるへんテコなところのある文学団をしていたかった。M さんもそうらしかった。けれども、N 君の停電和尚に対する情熱はなかなかのもので、 とうとう私たちの思い知りをあげさせてしまった。それじゃあ、その本学寺に立ち寄って、それからまっすぐに民間山で歩いて行ってしまおう。私は玄関の式台に腰掛けてゲートルを巻きつけながら、どうです、あなたも、と M さんを誘った。はあ、ミ山でお供させていただきます。 そいつはありがたい。この勢いじゃ、町会議員は今夜あたり、民間屋の宿でカニタ調整について、兆候一隻やらかすんじゃないかと思って、実は憂鬱だったんです。あなたが付き合ってくれると、心強い。奥さん、ご主人を今夜お借りします。はあ、とだけ言って、微笑する。少しは慣れた様子であった。 いや、諦めたのかもしれない。私たちは、お酒をそれぞれの水筒に詰めてもらって、大容器で出発した。そうして途中も、N 君は、停電和尚停電和尚と言い、すこぶるうるさかったのである。お寺の屋根が見えてきた頃、私たちは、魚売りのおばさんに出会った。引いているリアカーには、 様々な魚がいっぱい積まれている。私は二尺くらいの鯛を見つけて、その鯛はいくらです。まるっきり見当がつかなかった。一円七十銭です。安いものだと思った。私はつい買ってしまった。けれども買ってしまってから、 始末に急した。これからお寺へ行くのである。二尺の体を下げてお寺へ行くのは機械の図である。私は途方に暮れた。つまらんものを買ったね。と N 君は口を歪めて私を軽蔑した。そんなものを買ってどうするのいや、民間屋の宿へ行って、 これを一枚のままで塩焼きにしてもらって、大きいお皿に乗せて三人でつつこうと思ってね。どうも君はへんてこなことを考える。それではまるでお祝言か何かみたいだ。でも、一円七十銭でちょっと豪華な気分に浸ることもできるんだからありがたいじゃないか。ありがたかないよ。一円七十銭なんてこのあたりでは高い。 実に君は下手な買い物をした。そうかね。私は、しょげた。とうとう私は、二尺の体をぶら下げたまま、お寺の境内に入ってしまった。どうしましょう。と私は、小声で M さんに相談した。弱りました。そうですね。 M さんは真面目な顔して考えて、お寺へ行って、新聞紙か何かもらってきましょう。ちょっとここで待っていてください。M さんはお寺の栗の方に行き、やがて新聞紙と紐を持ってきて、問題の帯を包んで私のリュックサックに入れてくれた。私はほっとしてお寺の山門を見上げたりなどしたが、 別段、優れた建築とも見えなかった。大したお寺でもないじゃないか。と私は、小声で N 君に言った。いやいや、いやいや、外観よりも内容がいいんだ。とにかく、お寺へ入って、坊さんの説明でも聞きましょう。私は、気が重かった。しぶしぶ N 君の後について行ったが、 それから、実にひどい目にあった。お寺の坊さんはお留守のようで、五十年輩のおかみさんらしい人が出てきて、私たちを本堂に案内してくれて、それから、長い長い説明が始まった。私たちは、きちんと膝を折って、かしこまって拝聴していなければならぬのである。説明が、ちょっと一区切りついて、 やれ嬉しやと立ち上がろうとすると、N 君は膝をすめて、しからば、さらにもう一つお尋ねいたしますが、というのである。一体このお寺は、停電和尚が、いつごろお作りになったものなのでしょうか。何をおっしゃっているのです。停電商人様は、このお寺をご曹操なさったのではございませんよ。停電商人様は、 このお寺の中高改ざん、五代目の商人様でございまして、と、またもや長い説明が続く。そうでしたかな、と N 君は、きょとんとして、しからば、さらにお尋ねいたしますが、この低山和尚は、低山和尚と言った。まったくめちゃくちゃである。N 君は、 一人熱狂して膝を進め膝を進め、ついにはその老婦人の膝との間隔が紙一重くらいのところまで進出して一問一答を続けるのである。そろそろ辺りが暗くなってきて、これから民間屋まで行けるかどうか心細くなってきた。あそこにありまする大きな見事な額は、その 王の黒兵衛様のお書きになった額でございます。さようでございますか。と、N 君は感服し、王の黒兵衛様と申しますと、ご存知でございましょう。中心技師の一人でございます。中心技師と言ったようである。あのお方は、この土地でお亡くなりになりまして、 お亡くなりになったのは四十二歳。大変ご信仰の厚いお方でございましたそうで、このお寺にもたびたび莫大のご寄進をなされ。M さんはこの時とうとう立ち上がり、おかみさんの前に行って、内ポケットから白紙に包んだものを差し出し、黙って丁寧にお辞儀をして、それから N 君に向かって、そろそろお糸まを、と小さい声で言った。 はあ、いや、帰りましょう。と、N 君は応用に言い、結構なお話を受けたまわりました。と、おかみさんにお愛想を言って、ようやく立ち上がったのであるが、後で聞いてみると、おかみさんの話を一つも記憶していないという。私たちは呆れて、あんなに情熱的にいろんな質問を発していたじゃないか。と言うと、いや すべて上の空だった。何せひどく酔ってたんだ。僕は君たちがいろいろ知りたいだろうと思って我慢してあの女将の話し相手になってやっていたんだ。僕は犠牲者だ。つまらない犠牲心を発揮したものである。民間屋の宿に着いた時にはもう日が暮れかけていた。表2階の 小綺麗な部屋に案内された。外ヶ浜の宿屋は皆町に不似合いなくらい上等である。部屋からすぐ海が見える。小雨が降り始めて海は白くないでいる。悪くないね。タイもあるし海の雨を眺めながらゆっくり飲もう。私は リュックサックからタイの包みを出して女中さんに渡し、これはタイですけどね、これをこのまま塩焼きにして持ってきてください。この女中さんはあまり利口でないような顔をしていて、ただ、はあ、とだけ言って、ぼんやりその包みを受け取って部屋から出て行った。わかりましたか ?N 君も、 私と同様少し女中さんに不安を感じたのであろう。呼び止めて念を押した。そのまま塩焼きにするんですよ。三人だからといって三つに切らなくてもいいのですよ。ことさらに三等分の必要はないんですよ。わかりましたか ?N 君の説明もあまり上手とは言えなかった。女中さんはやっぱり はあ、と頼りないような返事をしただけであった。やがて、お膳が出た。タイは今塩焼きにしています。お酒は今日はないそうです。と、にコこりともせずに、例の、利口そうでない女中さんが言う。仕方がない。持参の酒を飲もう。そういうことになるね。と N 君は、気早やく水筒を引き寄せ、 すみませんが、お調子を二本と、酒月を三つばかり。ことさらに三つとは限らないか、などと冗談を言っているうちに、鯛が出た。ことさらに三つに切らなくてもいいという N くんの注意が、実にバカバカしい結果になっていたのである。頭も、おも、骨もなく、ただ、鯛の切り身の塩焼きが五切ればかり。 何の風情もなく、しらちゃけて皿に乗っているのである。私は決して食べ物にこだわっているのではない。食いたくて二尺の鯛を買ったのではない。読者はわかってくれるだろうと思う。私はそれを一尾の原型のままで焼いてもらって、そうしてそれを大皿に乗せて眺めたかったのである。食う食わないは、 主要な問題でないのだ。私は、それを眺めながらお酒を飲み、豊かな気分になりたかったのである。ことさらに三つに切らなくてもいい、という N 君の言い方も変だったが、そんなら五つに切りましょうと考える、この宿の者の無神経が、尺に触るやら、恨めしいやら、私は全く、自断だを踏む思いであった。 つまらねえことをしてくれた。お皿に愚かしく積まれてあるご切れの焼き魚。それはもう鯛ではない。単なる焼き魚だ。を眺めて、私は泣きたく思った。せめて、刺身にでもしてもらったのなら、まだ諦めもつくと思った。頭や骨は、どうしたろう。 大きい見事な頭だったのに、捨てちゃったのかしら。魚の豊富な地方の宿は、帰って魚に鈍感になって、料理法も何も知りやしない。怒るなよ。美味しいぜ。人格円満の N 君は、平気でその焼き魚に箸をつけて、そう言った。そうかね。それじゃあ君が一人で全部食べたらいい。食えよ。 僕は、食わん。こんなもの、バカバカしくって食えるかだいたい君が悪いんだ。ことさらに三等分の必要はないなんて、そんな蟹田町会の予算総会で使うような気取った言葉で注釈を加えるから、あの間抜けの女中が孫ついてしまったんだ。君が悪いんだ。僕は、君を、恨むよ。N 君は、のんきにうふふと笑い。 しかしまた愉快じゃないか。三つに切ったりなどしないようにと言ったら五つに切った。洒落ている、洒落ているよ、ここの人は。さあ、乾杯。乾杯、乾杯。私は、わけのわからぬ乾杯を強いられ、タイの鬱憤のせいか、ひどく命定して、危うく乱に及びそうになったので、一人でさっさと寝てしまった。 今思い出してもあの体は悔しい。大体無神経だ。あくる朝起きたらまだ雨が降っていた。下へ降りて宿の者に聞いたら今日も船は欠航らしいということであった。っぴまで海岸伝いに歩いて行くより他はない。雨の晴れ次第 思い切ってすぐ出発しようということになり、私たちはまた布団に潜り込んで、雑談しながら雨の晴れるのを待った。姉と妹とがあってね。私はふいとそんなおとぎ話を始めた。姉と妹が母親から同じ分量の松笠を与えられ、これでもって、 ご飯とおみをつけを作ってみよと言いつけられ、ケチで用心深い妹は、松笠を大事にして一個ずつかまどに放り込んで燃やし、おみをつけどころかご飯さえ満足に煮ることができなかった。姉はおっとりしてこだわらぬ性格だったので、与えられた松笠を一度にどっと惜しげもなくかまどにくべたところが、その日で楽にご飯ができ、そうして、 あとに置きが残ったので、その置きでお身をつけもできた。そんな話知ってるねえ、飲もうよ。タッピーへ持って行くんだって、ゆうべもう一つの水筒のお酒残しておいたろあれ飲もうよ。ケチケチしてたってしようがないよ。こだわらずに一度にどっとやろうじゃないか。そうすると、あとに置きが残るかもしれない。いや、残らなくてもいい。 タッピへ行ったらまたなんとかなるさ。何もタッピでお酒を飲まなくたっていいじゃないか。死ぬわけじゃあるまいし。お酒を飲まずに寝て静かに腰方行く末を考えるのも悪くないものだよ。わかったわかった。った N 君はガバと起きて。万事姉娘式で行こう。一度にどっとやってしまおう。私たちは 起きていろりを囲み、鉄瓶におかんをして、雨の晴れるのを待ちながら、残りのお酒を全部飲んでしまった。お昼ごろ、雨が晴れた。私たちは、遅い朝飯を食べ、出発の身支度をした。うすら寒い洞天である。宿の前で M さんと別れ、N 君と私は、北に向かって発足した。 登ってみようか。N くんは、儀形寺の石の鳥居の前で立ち止まった。松前の何がしという鳥居の寄進者の名が、その鳥居の柱に刻み込まれていた。うん。私たちは、その石の鳥居をくぐって、石の段々を登った。頂上まで、かなりあった。 石段の両側の木々の小から雨の雫が落ちてくる。これか。石段を登り切った小山の頂上には古ぼけた洞窟が立っている。道の扉にはササリン道の源家の門がついている。私はなぜだかひどく苦々しい気持ちで、これか、とまた言った。 これだ !N 君は、間抜けた声で答えた。昔、源義経、高田達を逃れ、江戸へ渡らんとここまで来たり玉石に、渡るべき順風中かりしかば、数日登留し、あまりに耐えかねて、所持の観音の像を海底の岩の上に置いて順風を祈りしに、たちまち風変わり、筒がなく、 松前の地に渡りたい犬。その像、今にここの寺にありて、義経の風祈りの観音という。例の東遊記で紹介せられているのは、この寺である。私たちは、無言で石段を降りた。ほら、この石段のところどころにくぼみがあるだろ 弁慶の足跡だとか、義経の馬の足跡だとか、なんだとかいう話だ。N 君はそう言って、力なく笑った。私は、信じたいと思ったが、ダメであった。鳥居を出たところに、岩がある。遠遊期にまた曰く。波打ち際に、大なる岩ありて、馬屋のごとく、穴三つ並べり。 これ、つねの馬を立てたまいしところとなり、これによりて、この地を民間屋と称するなりとぞ。私たちは、その巨岩の前をことさらに急いで通り過ぎた。故郷のこのような伝説は、奇妙に恥ずかしいものである。これはきっと、鎌倉時代によそから流れてきた不良青年の二人組が、 何を隠そう、それがしは黒を判断、してまたこれなる髭男は武蔵坊弁慶、一夜の宿を頼むぞ、なんて言って、田舎娘をたぶらかして歩いたのに違いない。どうも、津軽には、義経の伝説が多すぎる。鎌倉時代だけじゃなく、江戸時代になっても、そんな義経と弁慶がうろついていたのかもしれない。しかし、 弁慶の役はつまらなかったろうね。N 君は私よりもさらに髭が濃いので、あるいは弁慶の役を押し付けられるのではなかろうかという不安を感じたらしかった。七つ道具という重いものを背負って歩かなくちゃいけないのだから厄介だ。話しているうちに、そんな二人の不良青年の放浪生活が、ひどく楽しかったもののように空想せられ、 うらやましくさえなってきた。このあたりには美人が多いね。と私は小声で言った。通り過ぎる部落の家の陰からちらっと姿を見せてふっと消える娘さんたちは皆色が白く身なりも小ざっぱりして気品があった。手足が荒れていない感じなのである。そうかね。 そういえば、そうだね。N くんほど、女にあっさりしている人も少ない。ただ、もっぱら、酒である。まさか、今、義経だと言って名乗ったって、信じないだろうしね。私は、バカなことを空想していた。はじめは、そんな、たわいないことを言い合って、ブラブラ歩いていたのだが、だんだん二人の歩調が、 早くなってきた。まるで二人で足早を競っているみたいな形になって、そうしてめっきり無口になった。民間屋の酒の酔いが冷めてきたのである。ひどく寒い。急がざるを得ないのである。私たちは共に厳粛な顔になってせっせと歩いた。浜風が次第に強くなってきた。 私は帽子を幾度も吹き飛ばされそうになって、その度ごとに帽子のばをぐっと下に引っ張り、とうとうスフの帽子のばの付け根がビリリと破れてしまった。雨が時々パラパラ降る。真っ黒い雲が低く空を覆っている。波のうねりも大きくなってきて、海岸自体の細い道を歩いている私たちの方に、 しぶきがかかる。これでも、道が随分良くなったのだよ。六七年前はこうではなかった。波の引くのを待って、素早く通り抜けなければならぬところが、いく箇所もあったのだからね。でも、今でも、夜はダメだね。とても歩けまい。そう、夜はダメだ。義経でも弁慶でもダメだ。 私たちは真面目な顔をしてそんなことを言い、なおもせっせと歩いた。疲れないか ?N 君は振り返って行った。案外、健脚だね。うん、未だお伊豆だ。二時間ほど歩いた頃から、あたりの風景は、なんだか、異様に凄くなってきた。清掃とでもいう感じである。 それは、もはや、風景でなかった。風景というものは、長い年月、いろんな人から眺められ、形容せられ、いわば、人間の目で舐められてなんかし、人間に飼われて懐いてしまって、高さ三十五畳の華厳の滝にでも、やっぱり、檻の中の猛獣のような、人臭い匂い,いが、かすかに感じられる。昔から、絵に描かれ、 歌に読まれ、俳句に吟ぜられた名所難所には、すべて例外なく人間の表情が発見せられるものだが、この本州北端の海岸は、点で風景にも何もなってやしない。典型人物の存在も許さない。強いて典型人物を置こうとすれば、白い厚紙を着たアイヌの老人でも借りてこなければならない。 紫のジャンパーを着たにやけ男などは、一文にもなく跳ね返されてしまう。絵にも歌にもなりやしない。ただ岩石と水である。ゴンチャロフであったか、太陽を後悔して死刑にあったとき、老蓮の船長が、まあちょっと簡単に出てごらんなさい。この大きい波を何と形容したらいいのでしょう。あなた方文学者は、 とこの波にに対ししてて素晴らいいい形容詞を与えて下さるに違いないゴンチャロフは波を見つめてやがてため息をつきただ一言恐ろしい太陽の激浪や砂漠の暴風に対してはどんな文学的な形容詞も思い浮かばないのと同様にこの本州の道の極まるところの岩石や水も ただ、恐ろしいばかりで、私はそれらから目をそらして、ただ、自分の足元ばかり見て歩いた。もう30分くらいで、たっぴにつくという頃に、私はかすかに笑い。こりゃ、どうも、やっぱり、お酒を残しておいた方がよかったね。たっぴの宿にお酒があるとは思えないし、どうも、こう寒くてはね。と、 思わず愚痴をこぼした。いや、僕も今そのことを考えていたんだ。もう少し行くと僕の昔の知り合いの家があるんだが、ひょっとするとそこに配給のお酒があるかもしれない。そこはお酒を飲まないうちなんだ。当たってみてくれ。ああやっぱり酒がなくちゃいけない。たっぴの一つ手前の部落にその知り合いの家があった。 N 君は、帽子を脱いでそのうちへ入り、しばらくして、笑いを噛み殺しているような顔をして出てきて、あく強し。水筒にいっぱい詰めてもらってきた。五合以上ある。沖が残っていたわけだ。行こう。もう少しだ。私たちは、腰を曲げて烈風にこうし、小走りに走るようにして、っぴに向かって突進した。 道がいよいよ狭くなったと思っているうちに、不意に鳥小屋に頭を突っ込んだ。一瞬私は何が何やら訳がわからなかった。タッピだと N 君が変わった調子で言った。ここが落ち着いて見回すと鳥小屋と感じたのが、すなわちタッピの部落なのである。 凶暴の風雨に対して小さい家々が皮脂と一塊になって互いに火をし合って立っているのである。ここは本州の極地である。この部落を過ぎて道はない。あとは海に転げ落ちるばかりだ。道が全く耐えているのである。ここは本州の袋小路だ。 読者も明記せよ。諸君が北に向かって歩いているとき、その道をどこまでもさかのぼり、遡り行けば、必ず、この外ヶ浜街道にいたり、道がいよいよ狭くなり、さらに遡れば、スポリと、この鳥小屋に似た不思議な世界に落ち込み、そこにおいて諸君の道は、全く尽きるのである。誰だって驚くよ。 僕もね、初めてここへ来たとき、いやあ、これはよその台所へ入ってしまったと思ってひやりとしたからね。と、N 君も言っていた。けれどもここは、国防上随分重要な土地である。私はこの部落について、これ以上語ることは避けなければならぬ。路地を通って、私たちは旅館に着いた。 おばあさんが出てきて、私たちを部屋に案内した。この旅館の部屋もまた、親と目を見張るほど小綺麗で、そうして、不審も決して薄っぺらでない。まず、テ寺に着替えて、私たちは小さい色りを挟んであぐらをかいて座り、やっと、どうやら人心地を取り返した。ええと、 お酒はありますか ?N 君は資料分別ありげな落ち着いた口調で婆さんに尋ねた。答えは案外であった。へえ、ございます。おもながの上品なばあさんである。そう答えて平然としている。N 君は苦笑して、いやおばあさん、僕たちは、 少し多く飲みたいんだ。どうぞ、なんぼでも。と言って、微笑んでいる。私たちは顔を見合わせた。このおばあさんは、この頃お酒が貴重品になっているという事実を知らないのではなかろうかとさえ疑われた。今日配給がありましてな、近所に飲まないところもかなりありますから、 そんなのを集めて、と言って、集めるような手つきをして、それから一生瓶をたくさん抱えるように腕を広げて、さっきうちの者のがこんなにいっぱい持って参りました。それくらいあれば、たくさんだ。と、私はやっと安心して、この鉄瓶でお缶をしますから、お調子にお酒を入れて四五本。いや、めんどくさい、六本。 すぐに持ってきてください。おばあさんの気の変わらぬうちにたくさん取り寄せておいた方がいいと思った。お膳は後でもいいから。おばあさんは言われた通りにお盆へお調子を6本乗せて持ってきた。1、2本飲んでいるうちにお膳も出た。どうぞ。まあごゆっくり。ありがとう。 六本のお酒が瞬く間になくなった。もうなくなった。私は驚いた。馬鹿に早いね。早すぎるよ。そんなに飲んだかねえと、N 君もいぶかしそうな顔をして、空のお調子を一本ずつ振ってみて。ない。何せ寒かったもので、無我夢中で飲んだらしいね。どのお調子にも、 こぼれるくらいいっぱいお酒が入っていたんだぜ。こんなに早く飲んでしまって、もう六本なんて言ったら、おばあさんは僕たちを化け物じゃないかと思って警戒するかもしれない。つまらぬ恐怖心を起こさせて、もうお酒は勘弁してくださいなどと言われてもいけないから、ここは持参のお酒をおかんして飲んで、少し間を持たせて、それからもう六本ばかりと言った方が良い。今夜は、 この本州の北端の宿で一つ飲み明かそうじゃないか。と、変な策略を暗出したのが失敗のもとであった。私たちは水筒のお酒をお調子に移して、今度はできるだけゆっくり飲んだ。そのうちに N 君は急に酔ってきた。こりゃあ、いかん。今夜は僕は酔うかもしれない。 酔うかもしれないじゃない。すでにひどく酔ってしまった様子である。こりゃあ、いかん。今夜は僕は酔うぞ。いいか酔ってもいいか構わないとも。僕も今夜は酔うつもりだ。まあ、ゆっくりやろう。歌を一つやらかそうか。僕の歌は君、聞いたことがないだろめったにやらないんだ。 でも今夜は一つ歌いたい。ねえ君、歌ってもいいだろう仕方がない。拝聴しよう。私は覚悟を決めた。行くー山川ー。と、例の牧水の旅の歌を N 君は目をつぶって低く吟じ始めた。想像していたほどはひどくない。 黙って聞いていると、身に染みるものがあった。どう変かねいや、ちょっと、ほろりとした。それじゃあ、もう一つ。今度は、ひどかった。彼も、本州の北端の宿へ来て、旧が広大になったのか、行転するほどの恐ろしい万世を張り上げた。 東海の、小島の、磯の、と、卓木の歌を始めたのだが、その声の荒々しく大きいこと。外の風の音も、彼の声のために打ち消されてしまったほどであった。ひどいな、と言ったら、ひどいかそれじゃあやり直し。大きく深呼吸を一つして、さらに番声を張り上げるのであれ。 東海の磯の小島と間違って歌ったり、またどういうわけか突如として、今もまた昔を書けばマス鏡、なんてマス鏡の歌が出たり、梅句がごとく、おめくがごとく、おらぶがごとく、実にまずいことになってしまった。私は奥のおばあさんに聞こえなければいいがとハラハラしていたのだが、果たせるかな ふすまがすっと開いておばあさんが出てきて、さあ、歌子も出たようだし、そろそろお休みになりせ。と言ってお膳を下げ、さっさと布団を引いてしまった。さすがに N 君の旧広大の晩成にはどぎもを抜かれたものらしい。私はまだまだこれから大いに飲もうと思っていたのに、実に馬鹿らしいことになってしまった。 まずかった。歌はまずかった。一つか二つで寄せばよかったのだ。あれじゃ誰だって驚くよ。と私は、ぶつぶつ不平を言いながら、泣き寝入りの形であった。明る朝、私は寝床の中で、道場のいい歌声を聞いた。明る日は風も収まり、部屋には朝日が差し込んでいて、道場が表の道で、 手まり歌を歌っているのであれ。私は頭をもたげて耳を澄ました。せっせっせ、夏も近づく八十八夜、野にも山にも新緑の風に藤波騒ぐ時。私はたまらない気持ちになった。今でも中央の人たちに、 エゾの土地と思い込まれて軽蔑されている本州の北端で、このような美しい発音の爽やかな歌を聴こうとは思わなかった。かの佐藤理学士の言説のごとく、人もし現代の欧州について語らんと欲すれば、まず文芸復興直前のイタリアにおいて見受けられたあのうつぼつたる大統力を、 この欧州の地に認めなければならぬ。文化において、はたまた産業においてしかり、賢くも明治大帝の教育に関する大見心は、誠に深速に欧州の津々裏々にまで浸透して、欧州人特有の聞き苦しき美音の減退と標準語の進出等を促し、かつての原始的状態に沈臨した妄米な蛮族の居住地に、 強化の見光を与え、思考して、今や見よ、うんぬん。というような、希望に満ちた諸行に似たものを、その可憐な道女の歌声に感じて、私はたまらない気持ちであった。四。津軽平野。津軽。本州の東北端、日本海方面の古庄。 最明天皇の身を、古史の国司阿部の平府、出羽方面の蝦夷地を計略して、秋田、今の秋田。ぬしろ、今のの城、津軽にいたり、ついに北海道に及ぶ。これ、津軽の名の初見なり。すなわち、その地の州長をもって、津軽軍領とす。 この際、剣道士、境辺の村寺岩式、蝦夷をもって、塔の天使に示す。随行の官人、雪の村寺博床、家門に応じて蝦夷の種類を解いて曰く。類に三種あり、近きをにぎえぞ、次を荒えぞ、陶器を津軽と名付くと。その他の蝦夷は、おのずから、 別種として認められし者のごとし。津軽蝦夷の将は、元業二年、ではの恵比寿反乱の際にも、しばしば参見す。当時の将軍、藤原康則。乱を平らげて、津軽より渡島にいたり、雑種の偉人、前代、未だかつて寄付せざる者、ことごとく内属すとあり。渡島は、 今の北海道なり。津軽の陸奥に属せしは、源の頼朝、大愚を定め、陸奥の守護のもとに伏せし以来のことなるべし。青森県遠隔。本県の地は、明治の初年に至るまで、岩手、宮城、福島諸県の地と共に一個国をなし、陸奥といい、明治の初年には、 この地に、広崎、黒石、八戸、七戸、及び、都並のご飯ありが、明治四年七月、列藩を廃してことごとく県となし、同年九月、府県廃合のことあり。一時、皆広崎県に合併せしが、同年十一月、広崎県を廃し、青森県を置き、 前期の各藩をもって、その勘下とせしも、後、二戸軍を岩手県に付し、もって、今日に至れり津軽氏藤原氏より出たる氏治。陳府将軍秀里より、八世秀重。後和の頃、陸津津軽軍の地を領し後に、津軽土佐の港に築きており、 津軽を氏とす。明王年中、近衛久道の子、正信、家を継ぐ。正信の孫、為信に至りて、大いに現る。その子孫分かれて、広崎、黒石の旧藩主たりし、諸家などとなる。津軽為信。戦国時代の武将。 父は、大浦神三郎森信。母は、堀越上州武田重信の娘なり。天文十九年正月生まれ。幼名、千。永六十年三月、十八歳の時、叔父、津軽ためのりの養子となり、近衛咲久の勇士となれり。妻は、ためのりの娘なり。 元気二年五月、南部高信と戦いこれを切り、天正六年七月二十七日、浪岡城州北畠秋村を打ち、その領を合わせ、ついで、金傍の所有を略し、十三年には、およそ津軽を一等し、十五年、豊臣秀吉に越戦としてほっとせしも、秋田城之助安倍佐根へ道を遮り、果たさずして帰る。 十七年、高、馬などを秀吉に送り、吉見を通ず。されば、十八年の小田原征伐にも、早く秀吉の軍に応じた利子をもって、津軽及び、合歩、外ヶ浜一円を安堵せり。十九年の九戸の乱にも兵を出し、文禄二年四月、上落して秀吉に越し、また、この家にまみえ、 ボタンカの気象を持ちうるを許さるついで、使いを非善名古屋に使わし、秀吉の陣をねぎらい、三年正月には、樹脂池、右京の大部となり、慶長五年、関ヶ原の駅には、兵を出して徳川家康の軍に従い、成城して大垣に戦い、皇付の国王立、二千石を数押す。 十二年十二月五日、京都にて出世。五十八津軽平野。陸奥の国、南、中、北、三津軽郡にわたる平野。岩木川の河国なり。東は、十和田湖の西より北走する津軽半島の赤梁をなす山脈を切りとし、 南は、右後境の八立峠、立石越えなどにより分水線を隠し、西は、岩木山海と海岸一帯の砂丘、屏部山と小須、に傭兵られる岩木川は、その本流最方よりし、南より来たる平川、および、東より来たる浅瀬石川と、弘前市の北にて会合し、 西北に流れ、十三型に注ぎて後、海に入る。平野の工房、南北、約十五里。東西の幅、約五里。北するに従って幅は縮小し、木造り、五所川の線にて三里。十三型の岸に至れば、わずかに一里なり。この間、土地底平。支流公共。 網のごとく通じ、青森県三昧は大部分この平野よりいず。以上、日本百科大辞典による。津軽の歴史はあまり人に知られていない。陸つも青森県も津軽と同じものだと思っている人さえあるようである。無理もないことで、 私たちの学校で習った日本歴史の教科書には、津軽という名詞が、たった一箇所に、ちらっと出ているだけであった。すなわち、安倍の平夫の蝦夷討伐のところに、高徳天皇が放ぜられて、斎明天皇がお立ちになるや、中野大江の王子は、引き続き皇太子として祭りごとをお助けになり、安倍の平府をして、今の秋田、 津軽の地方を平らげしめられた。というような文章があって津軽の名前も出てくるが、本当にもうそれっきり、小学校の教科書にも、また中学校の教科書にも高等学校の講義にも、その平府のところの他には津軽なんて名前は出てこない。後期573年の指導将軍の派遣も、北方は 今の福島県あたりまでだったようだし、それから約200年後の山と岳の御事の江夷五平定も、北は日高みの国までのようで、日高みの国というのは今の宮城県の北部あたりらしく、それから約550年くらい経って大化の改新があり、安倍の平府の江夷征伐によって、初めての名前が浮かび上がり、またそれっきり沈んで、奈良時代には、 多賀城、今の仙台市付近。秋田城、今の秋田市。を築いて、蝦夷を沈められたと伝えられているだけで、津軽の名前は、もはや出てこない。平安時代になって、坂の上の田村麻呂が、遠く北へ進んで蝦夷の根拠地を打ち破り、伊沢城、今の岩手県水沢町付近。 を気づいて、陳書となしたとあるが、津軽までは、やって来なかったようである。その後、公認年間には、ふ野の渡丸の遠征があり、また、元業二年には、出羽恵美氏の反乱があり、藤原康則、その平定に赴き、その反乱には、津軽恵美氏も加担していたとかいうことであるが、専門家でもない私たちは、 江戸征伐といえば田村マロ。その次には、約250年ばかり飛んで、源平時代初期の、前九年、後三年の駅を教えられているばかりである。この、前九年、後三年の駅だって、舞台は、今の岩手県、秋田県であって、安倍市、清原市などの、いわゆる荷江戸が活躍するばかりで、 津軽などという奥地の純粋の絵図の動静については私たちの教科書には少しも記されていなかった。それから藤原氏三代百四年間の平泉の映画があり、文治五年、源の頼朝によって欧州は平定せられ、もうその頃から私たちの教科書はいよいよ東北地方から遠ざかり、明治維新にも欧州諸藩は ただちょっと立って裾をはたいて座り直したというだけの形で、殺蝶度の各藩におけるがごとき積極性は認められない。まあ、対価なく時世に便乗したと言われても仕方のないようなところがある。結局、もう何もない。私たちの教科書、神よのことは申すも賢し、 神武天皇以来現代まで、安倍の平府ただ一箇所において、津軽の名前を見つけることができるだけだというのは、誠に心細い。一体その間、津軽では何をしていたのか。ただ裾をはたいて座り直し、また裾をはたいて座り直し、2600年間、一歩も外へ出ないで、目をパチクリさせていただけのことなのか。 いやいや、そうではないらしい。ご当人に言わせると、こう見えても、これでなかなか忙しくてねえ、というようなところらしい。王うとは、王州ではの平称で、王州とは、陸州の略称である。陸都とは、元白川、名古の二席異北の総称であった。名には、 道の奥で略されて道の句となった。その道の国の名を古い地方音によって陸つと発音し陸都の国となった。この地方は東海東山領土の末を受けて一番奥にある移民族住居の国であったから漠然と道の奥と呼んだに他ならぬ。 漢字、陸は、道の儀である。次に、ではは、いでは、で、いではしの儀と書いせられる。古くは、本州中部から東北の日本海方面地方を、漠然と、古紙の国と呼んだ。これも奥の方は、道の区と同じく、久しく異民族住居の毛いの地で、これを、 出端と言ったのであろう。すなわち、太平洋方面なる陸とともに、元久しく、王家の外に置かれた壁数であったことを、その名に示している。というのは、木田博士の解説であるが、感銘である。解説は、簡単で明瞭なるに越したことはない。では、欧州、すでに毛いの壁数とみなされていたのだから、 その極北の津軽半島などに至っては、熊や猿の住む土地、くらいに考えられていたかもしれない。木田博士は、さらに王宇の遠隔を解き、よりともの欧州平定以後といえども、その統地にあたり、自然他と同一なることをあたわず、では陸においては、エビスの地たるによりて、との理由のもとに、 一旦実施しかけた伝政改革の処分をも中止して、すべて、秀平康平の旧機に従うべきことを命ずるのをやむを得ざるほどであった。したがって、最北の津軽地方のごときは、住民まだ、江戸の旧体を損する者多く、直接鎌倉武士をもってしては、これを統治しがたい事情があったと見えて、 土豪安藤氏を大官に任じ、蝦夷官令としてこれを陳むせしめた。というようなことを記している。この安藤氏の頃あたりから、まあ少しは津軽の事情もわかってくる。その前は何が何やらアイヌがうろうろしていただけのことかもしれない。しかし、このアイヌは馬鹿にできない。 いわゆる日本の先住民族の一種であるが、今北海道に残ってしょんぼりしているアイヌとは根本的にたちが違っていたものらしい。その異物遺跡を見るに、世界のあらゆる石器時代の土器に比して優位を占めているほどであるとも言われ、今の北海道アイヌの祖先は、古くから北海道に住んで本州の文化に触れること少なく、土地隔絶、 典型少なく、従って、石器時代にも、大宇地方の同族に見るがごとき発達を遂げるに至らず、ことに近世は、松前藩以来、内地人の圧迫をこむること多く、甚だしく去勢されて、堕落の極みに達しているのに反し、大宇のアイヌは、ハツラツと独自の文化を誇り、あるいは内地諸国に移住し、また、 内地人も大上盛んに入り込んできて、次第に他の地方と区別のない山和民族になってしまった。それについて理学博士小川拓司氏も次のように論断しているようである。諸君日本儀には奈良町前後に祝神人及び牧海人が日本海を渡って来朝した記載がある。そのうち、 特に著しいのは、聖武天皇の天平十八年、1406年、及び公認天皇の放棄二年、1431年のごとく、牧海人1 0 4人、次に304人の他人図が、それぞれ今の秋田地方に来着した事実で、満州地方と交通がすこぶる自由に行われたのは想像しがたくない。 秋田付近から御朱船が出土したことがあり、東北には漢文帝武帝を祀った神社があったらしいのは、いずれも直接の交通が大陸とこの地方との間に行われたことを推測せしめる。今昔物語に安倍の頼時が満州に渡って見分したことを載せたのは、これらの考古学及び 土俗学上の資料と合わせ考えて、決して市場の説話として捨てるべきものでない。我々はさらに一歩を進めて、当時の東北蛮族は、降下当然以前に大陸との直接の交通によって得たる文化の程度が、不十分なる中央に残った資料から推定するごとく、低級ではなかったことを、 同時に確信し得られるのである。田村マロ、頼義、義家などの武将が、これを征服するにすこぶる困難であったのも、敵手が、単に無知なるがために生還なる、台湾聖番のごとき土族でなかったと考えて、初めて評価するのである。そうして小川博士は、山和朝廷の大官たちが、しばしば、 エミし、あずまびと、けなどと名乗ったのは、一つには大内邦人の勇猛。またはその、異国的な、ハイカラな情緒にあやかりたいという意味もあったのではなかろうか。と考えてみるのも面白いではないか。というようなことも言い添えている。こうしてみると、津軽人の祖先も、本州の北端で、決して、 ただうろうろしていたわけではなかったようでもあるが、けれども、中央の歴史には、どういうものか、さっぱり出てこない。わずかに、前述の安藤氏あたりから、津軽の様子が、ほのかに文明してくる。木田博士の曰く、安藤氏は、自ら、阿部の佐党の子、高星の後と称し、その演奏は、長洲彦の兄、 阿弥なりと言っている。長洲彦、神武天皇にこうして忠せられ、兄阿鼻は、欧州外ヶ浜に流されて、その子孫、安倍氏となったというのである。いずれにしても、鎌倉時代以前よりの北欧の大豪族であったに違いない。津軽において、口三軍は鎌倉役であり、 奥山軍は五代理様御両で、天下の御調に乗らざる無役の地だったと伝えられているのは、鎌倉幕府の威力もその奥地に及ばず、安藤氏の自由に任して、いわゆる守護不入の地となっていたことを語ったものであろう。鎌倉時代の末、津軽において安藤氏一族の間に内向あり、ついにエゾの騒乱となるに至って、 幕府の執権、北条高時。将を使わしてこれを陳むせしめたが、鎌倉武士の威力をもってしてこれにかつあたわず、結局和談の儀をもって引き上げたとはある。さすがの木田博士も、津軽の歴史を述べるにあたっては、少し自信のなさそうな口ぶりである。全く津軽の歴史は、はっきりしないらしい。 ただ、この北端の国は他国と戦い負けたことがないというのは本当のようだ。服従という観念に全く欠けていたらしい。他国の武将もこれには呆れて見て見ぬふりをして勝手に振る舞わせていたらしい。昭和分断における誰かと似ている。それはともかく他国が相手にせぬので仲間同士で悪口を言い合い、 格闘を始める。安藤氏一族の内向に端を発した津軽江戸の相乗などその一例である。津軽の人、竹内運平氏の青森県通史によれば、この安藤一族の騒乱は、ひいて関八州の騒動となり、いわゆる北条下敷のこれぞ天地の命の改むべき危機の始めとなって、 やがては現行の変となり、兼務の中高となった。とあるが、あるいはそのご大行の縁因の一つに数えられて然るべきものかもしれない。まことならば、津軽がほんの少しでも中央の政局を動かしたのは、実にこれ一つということになって、この安藤氏一族の内向は、津軽の歴史に特筆対処すべき、 光栄ある記録とでも言わなければならなくなる。今の青森県の太平洋寄りの地方は、古くからぬかのぶと称する蝦夷地であったが、鎌倉時代以後、ここに甲州武田氏の一族南部氏が移り住み、その勢いすこぶる兄弟となり、吉野、室町時代を経て、秀吉の全国統一に至るまで、津軽はこの南部と争い、 津軽においては、安藤氏の代わりに津軽氏が立ち、どうやら津軽一国を安堵し、津軽氏は十二代続いて明治維新。藩主つぐは、藩籍を慎んで奉還したというのが、まあ、津軽の歴史の大略である。この津軽氏の演祖については、諸説がある。木田博士もそれに触れて、津軽においては、 安藤氏没落し、津軽氏独立して、南部氏と境を接して、長く愛敵視するの間柄となった。津軽氏は、この絵関白久道の光栄と称している。しかし一方では、南部氏の別れであると言い,い、あるいは藤原元平の次男、秀重の後だとも、あるいは安藤氏の一族であるかのごとくにも伝え、 諸説ふんぷん、敵従するところを知らぬ。と言っている。また、竹内運平氏も、そのことについて、次のように述べている。南部家と津軽家とは、江戸時代を通し、著しく感情の疎閣を有しつつ、終始した。右の原因は、南部氏が津軽家を持って、祖先の敵であり、 丘陵を横領せる者とみなすこと。および、津軽家は元南部の一族であり、悲観の地位にあったのに、その主に背いたと称し、また一方、津軽家にては、我が園祖は藤原氏であり、中世においてもこの絵家の血統の加われるものである。と主張することなどから起こっているらしい。もちろん、事実において、 南部高信は津軽為信の,のために滅ぼされ、津軽郡中の南部方の書状はダッシュせられているのみならず、為信数代の祖、大浦光信の母は、南部九じ備前の神の娘であり、以後数代、南部信濃の神と称している家柄であったから、南部氏の津軽家に対し、一族の裏切り者として親縁を含んでいることも、 無理のないことと思う。なお津軽家は、その演奏を藤原、近衛家などに求めているが、現在より見ては、必ずしも我らを主公せしむる根本証拠を伴うているものではない。南部氏にあらず、との弁護の立場をとっている加速器のごときも、甚だ力弱い論旨を示している。 古くは津軽においても、高屋柿のごときは、大浦氏をもって南部家の氏族とし、小立日記にも、南部様、津軽様、お家はご一体なり。と言い,い、近代出版になった特殊美容なども、ための部をくじ氏南部氏一族としていることに対し、それを否定すべき確実なる資料は、今のところないように思う。 しかし、津軽には、過去にこそ、南部の決闘もあり、また、悲観ではあっても、決闘の他の一面には、どんな由緒のものも、ないとは言えない。と、田博士同様、断固たる結論は避けている。それを、官名直接に疑わず規定しているのは、日本百科大辞典だけであったから、一つの参考として、 この章の始めに載せておいた。以上、くだくだしく述べてきたが、考えてみると、津軽というのは、日本全国から見て、誠に病たる存在である。場所の奥の細道には、その出発にあたり、善と三千里の重い、胸にふさがりてと書いてあるが、それだって、北は平泉、今の岩手県の南端に過ぎない。 青森県に到達するには、その二倍歩かなければならぬ。そうして、その青森県の日本海寄りの半島たった一つが津軽なのである。昔の津軽は、全亭二十二里八丁の岩木川に沿って開けた津軽平野を中心に、東は青森、浅虫あたりまで。西は日本海海岸を北から下って、せいぜい深浦あたりまで。 そうして南は、まあ、広崎までと言っていいだろう。文家の黒石藩が南にあるが、この辺にはまた、黒石藩としての独自の伝統もあり、津軽藩と違った、いわゆる文化的な気風も育成せられているようだから、これは除いて、そうして北端は、達比である。誠に、心細いくらいに狭い。これでは、 中央の歴史に相手にされなかったのも無理はないと思われてくる。私は、その道の奥の奥の極点の宿で一夜を明かし、明くる日、やっぱりまだ船が出そうにもないので、前日歩いてきた道をまた歩いて民間屋まで来て、民間屋で昼食をとり、それからバスでまっすぐにカニタの N 君の家へ帰ってきた。歩いてみると、 しかし、津軽も、そんなに小さくはない。その翌々日の昼頃、私は、定期船で一人カニタを立ち、青森の港に着いたのは、午後の三時。それから、大宇船で河辺まで行き、河辺で五能船に乗り換えて、五時頃御所川原に着き、それからすぐ、津軽鉄道で津軽平野を北上し、私の生まれた土地の、 金な町に着いた時には、もう薄暗くなっていた。蟹田と金なと相隔たること、四角形の一辺に過ぎないのだが、その間にボンジュ山脈があって、山中には道らしい道もないようなありさまらしいので、仕方なく四角形の他の三辺を大誘拐してゆかなければならぬのである。かなの成果について、まず仏前行き、 兄嫁がついてきて、仏間の扉をいっぱいに開いてくれて、私は仏壇の中の父母の写真をしばらく眺め、丁寧にお辞儀をした。それから、ジョイという家族の居間に下がって、改めて兄嫁に挨拶した。いつ、東京と兄嫁は聞いた。私は、東京を出発する数日前、 今度津軽地方を一周してみたいと思っていますが、ついでにカナギにも立ち寄り、父母の墓参りをさせていただきたいと思っていますから、その折にはよろしくお願いします。というようなはがきを兄嫁に差し上げていたのである。一週間ほど前です。東海岸で手間取ってしまいました。カニタの N 君には随分お世話になりました。N 君のことは、 兄嫁も知っているはずだった。そう。こちらではまた、おはがきが来ても、なかなかご本人がお見えにならないので、どうしたのかと心配していました。陽子やみっちゃんなどはとても待って、毎日交代に停車場へ出張していたのですよ。おしまいには怒って、もう来たって知らないと言っていた人もありました。陽子というのは、 長兄の長女で、半年ほど前に広崎の近くの地主の家へお嫁に行き、その新郎と一緒にちょいちょい金ナへ遊びに来るらしく、その時もお二人でやってきていたのである。みっちゃんというのは、私たちの一番上の姉の末娘で、まだ嫁がず金ナの家へいつも手伝いに来ている素直な子である。その二人の命が絡み合いながら、 えへへなんておどけた笑い方をして出てきて、酒飲みのだらしないおじさんに挨拶した。洋子は女学生みたいで、まだ少しも奥さんらしくない。おかしい格好と、私の服装をすぐに笑った。バカ。これが東京の流行りさ。兄嫁に手を引かれて、祖母も出てきた。 八十八歳である。よく来た。ああ、よく来た。と、大声で言う。元気な人だったが、でも、さすがに少し弱ってきているようにも見えた。どうしますかと、兄嫁は私に向かって。ご飯は、ここで食べますか二階にみんないるんですけど。 陽子のお婿さんを中心に、長兄や慈恵が2階で飲み始めている様子である。兄弟の間では、どの程度に礼儀を保ち、また、どれくらい打ち解けて無遠慮にしたらいいものか、私にはまだよくわかっていない。お差し使えなかったら2階へ行きましょうか。ここで一人でビールなど飲んでいるのも、 いじけているみたいでいやらしいことだと思った。どちらだって構いませんよ。兄嫁は笑いながら、それじゃ2階へお膳を、とみっちゃんたちに言いつけた。私はジャンパー姿のままで2階に上がっていった。キンブスマの一番いい日本まで兄たちはひっそりお酒を飲んでいた。 私は、ドタバタと入り、修士です、初めて。と言って、まずお婿さんに挨拶して、それから長兄と慈恵に、ご無沙汰のお詫びをした。長兄も慈恵も、あ、と言って、ちょっと頷いたきりだった。我が家の流儀である。いや、津軽の流儀と言っていいかもしれない。私は慣れているので、平気でお膳について、 みっちゃんと兄嫁のお釈で黙ってお酒を飲んでいた。お婿さんは床柱を後ろにして座って、もうだいぶお顔が赤くなっている。兄たちも昔はお酒に強かったようだが、この頃はめっきり弱くなったようで、さあどうぞ、もう一つ、いいえいけません、そちらさんこそどうぞ。などと上品にお互い譲り合っている。 外ヶ浜で荒っぽく飲んできた私には、まるで、竜宮か何か別天地のようで、兄たちと私の生活の雰囲気の際に、今更のごとく愕然とし、緊張した。カニは、どうしましょう。後でと兄嫁は、小声で私に言った。私は、カニタのカニを、少しお土産に持ってきたのだ。さあ、 カニというものは、どうも野種がありすぎて、上品のお膳を癒しくする傾きがあるので、私はちょっと躊躇した。兄嫁も同じ気持ちだったのかもしれない。カニと、長兄は聞きとがめて、かまいませんよ。持ってきなさい。ナプキンも一緒に。今夜は長兄も、お婿さんがいるせいか、機嫌がいいようだ。 カニが出た。お上がりなさいませんか。と、長兄はおむこさんにも勧めて、自身真っ先にカニの甲羅をむいた。私は、ほっとした。失礼ですが、どなたですおむこさんは、無邪気そうな笑顔で私に言った。はっ、と思った。無理もないとすぐに思い直して、 はあ、あの、英治さん、慈恵のなの弟です。と笑いながら答えたが、しょげてしまって、これは英治さんの名前を出してもいけなかったかしらと、卑屈に気を使って慈恵の顔色を伺ったが、慈恵は知らん顔をしているので、取り付くしまもなかった。まあいいやと、私は膝を崩して、みっちゃんに今度はビールをおしゃくさせた。 金木の聖果では気づかれがする。また私は後でこうして書くからいけないのだ。肉親を書いて、そうしてその原稿を売らなければ生きていけないという悪い宿号を背負っている男は、神様からそのふるさとを取り上げられる。所詮私は東京のあばら屋で仮寝して、聖果の懐かしい夢を見て死体、あちこちうろつき、そうして、 死ぬのかもしれない。明くる日は雨であった。起きて二階の長兄の応接前へ行ってみたら、長兄はお婿さんに絵を見せていた。金屏風が二つあって、一つには山桜、一つには田園の山水とでも言った干がな風景が描かれている。私は落歓を見た。 が、読めなかった。誰ですと、顔をあからめ、おどおどしながら聞いた。スイアンと、兄は答えた。スイアンまだわからなかった。知らないのか。兄は、別に叱りもせず、穏やかにそう言って、 百水のお父さんです。へえ。百水のお父さんもやっぱり画家だったということは聞いて知っていたが、そのお父さんが水安という人で、こんないい絵を描くとは知らなかった。私だって絵は嫌いではないし、いや、嫌いどころかかなり通のつもりでいたのだが、水安を知らなかったとは大失態であった。 病部を一目見て、おやや安と軽く言ったなら、長兄も少しは私を見直したかもしれなかったのに、まぬけた声で、誰ですは情けない。取り返しのつかぬことになってしまったと身もだえしたが、兄はそんな私を問題にせず、秋田には偉い人がいます。と、お婿さんに向かって低く言った。 津軽のあやたりはどうでしょう名誉回復と、それからお世辞のつもりもあって、私はおっかなびっくりでしゃばってみた。津軽の画家といえば、まああやたりくらいのものらしいが、実はこれも、この前に金ナへ来たとき、兄の持っているあやたりの絵を見せてもらって、初めて津軽にも、こんな偉い画家がいたということを知った次第なのである。 あれは、また別のもので。と兄は、全く気乗りのしないような口調でつぶやいて、椅子に腰を下ろした。私たちは皆、立って屏風の絵を眺めていたのだが、兄が座ったので、おむこさんもそれと向かい合った椅子に腰をかけ、私は少し離れて、入り口のそばのソファに腰を下ろした。この人などは、 まあ、これで、本筋でしょうから。と、やはりお婿さんの方を向いていった。兄は前から、私には、あまり直接話をしない。そういえば、あやたりのぼってりした重量感には、もう少しどうかすると、下手者に落ちそうな不安もある。文化の伝統、と言いますか。兄は、 背中を丸めてお婿さんの顔を見つめ、やっぱり秋田には根強いものがあると思います。津軽はダメか。何を言っても無様な結果になるので、私は諦めて笑いながら独り言を言った。今度、津軽のことを何か書くんだってと兄は突然私に向かって話しかけた。ええ でも、何も、津軽のことなんか知らないので、と、私はしどろもどろになり、何か、いい参考書でもないでしょうか。さあ、と兄は笑い、私も、どうも郷土史にはあまり興味がないので、津軽名所案内といったような、ごく大衆的な本でもないでしょうか。まるでも、う何も知らないのですから。 ないない。と兄は私のズボラに呆れたように苦笑しながら首を振って、それから立ち上がってお婿さんに、それじゃあ私は農会へちょっと行ってきますから、そこらにある本でもご覧になって、どうも今日はお天気が悪くて、と言って出かけて行った。農会も今忙しいのでしょうね。と私はお婿さんに尋ねた。 ええ、今、ちょうど米の教室割り当ての決定があるので大変なのです。と、お婿さんは若くても地主だからその方面のことはよく知っている。いろいろ細かい数字を上げて説明してくれたが、私には半分もわからなかった。僕などは今まで米のことなどを無きになって考えたことはなかったようなものなのですが、でも、 こんな時代になってくると、やはり、記者の窓から水田を、それこそ、我がことのように、一気一遊して眺めているのですね。今年はいつまでもこんなに薄ら寒くて、田植えも遅れるんじゃないでしょうか。私は、例によって、専門家に向かい、ハンカを振り回した。大丈夫でしょう。この頃は寒ければ寒いで、対策も考えておりますから。 苗の発育も、まあ、普通のようです。そうですか。と私は、もっともらしい顔をしてうなずき。僕の知識は、昨日記者の窓から、この津軽平野を眺めて得ただけのものなのですが、馬行と言うんですかあの、馬に引かせて他を打ち返すあれを、牛に引かせてやっているのが随分多いようですね。僕たちの子供の頃には、馬行に限らず、 荷車を引かせるのでも何でも全部馬で牛を刺激するということはほとんどなかったんですがね。僕なんか初めて東京へ行った時牛が荷車を引いているのを見て機械に感じたほどです。そうでしょう。馬はめっきり少なくなりました。大抵出生したのです。それから牛は使用するのに手数がかからないという関係もあるでしょうね。 でも、仕事の能率の点では、牛は馬の半分、いや、もっともっとダメかもしれません。出生といえば、もう、僕ですかもう、二度も礼状をいただきましたが、二度とも途中で返されて、面目ないんです。健康な青年のくったくない笑顔は、いいものだ。今度は、 返されたくないいと思っているんですが自然な口調で軽く言ったこの地方にこれは偉いと真から敬服できるような隠れた大人物がいないものでしょうかさあ僕なんかにはよくわかりませんけど徳の家などと言われている人の中にひょっとしたらあるんじゃないでしょうかそうでしょうね私は 大いに同感だった。僕なんかも理屈は下手だし、まあ、特文化とでも言ったような苔の一年で生きていきたいと思っているのですが、どうもつまらぬ虚栄などもあって、常識的な気雑ったらしいことになってしまって物になりません。しかし、特納家も特農家としてあまり大きいレッテルを貼られるとダメになりはしませんか。そう、そうです。 新聞社などが無責任にやたらに騒ぎ立て、引っ張り出して講演をさせたりなんかするので、せっかくの特能家も妙な男になってしまうのです。有名になってしまうとダメになります。まったくですね。私はそれにも同感だった。男って哀れなものですからね。名声には脆いものです。ジャーナリズムなんて、 元を正せばアメリカあたりの資本家の発明したものでいい加減なものですからね。毒薬ですよ。有名になった途端に大抵不抜けになっていますからね。私は変なところで自分の一心上の鬱憤を晴らした。こんな不平家はしかしそうは言っても内心では有名になりたがっているというような傾向があるから注意を要する。 昼過ぎ、私は傘さして、雨の庭を一人で眺めて歩いた。一木一草も変わっていない感じであった。こうして、古い家をそのまま保持している兄の努力も、並大抵ではなかろうと察した。池のほとりに立っていたら、茶ゃりと小さい音がした。見ると、カエルが飛び込んだのである。 つまらない、浅はかな音である。途端に私は、あの、芭蕉王の古池の句を理解できた。私には、あの句がわからなかった。どこがいいのか、さっぱり見当もつかなかった。名物にうまいものなし、と断じていたが、それは、私の受けた教育が悪かったせいであった。 あの古池の句について、私たちは学校でどんな説明を与えられていたか。新刊たる昼なお暗きところに、壮然たる古池があって、そこにドブーンと、大川へ見投げじゃあるまいし、カエルが飛び込み、ああ、余韻上々。一朝泣きて山さらに静かなりとはこのことだ。 と、教えられていたのである。なんという、思わせぶりたっぷりの月並みな抱くであろう。嫌みったらしくてゾクゾクするわい。花持ちならん。と、長い間、私はこの句を敬遠していたのだが、今、いや、そうじゃないと思い直した。ドブーンなんて説明をするから、わからなくなってしまうのだ。 余韻も何もない。ただの、茶ぼりだ。いわば、世の中の、ほんの片隅の、実に貧しい音なのだ。貧弱な音なのだ。場所はそれを聞き、我が身につまされるものがあったのだ。古い毛や、買わず飛び込む水の音。そう思ってこの句を見直すと、悪くない。 いい区だ。当時の断輪派のにやけたマンネリズムを見事に蹴飛ばしている。いわば、破格の着想である。月も雪も花もない、風流もない。ただ、貧しいものの貧しい命だけだ。当時の風流総章たちがこの句に学然としたわけも、それでよくわかる。在来の風流の概念の、 破壊である。確信である。いい芸術家は、こう来なくっちゃ嘘だ。と一人で興奮して、その夜、旅の手帳に、こう書いた。山吹や、買わず飛び込む水の音。企画、ものかは、何にも知らない。我と来て、遊べや親のないズメ。少し近い。 でも、明けすけで嫌み。古い毛や、無類なり。あくる日は、上天気だった。めいのようことそのおむこさんと私と、それから、あやがみんなのお弁当を背負って、四人で、金城町から一里ほど東の高流れと称する二百メートル足らずのなだらかな小山に遊びに行った。 アヤと言っても女の名前ではない。じーやというほどの意味である。お父さんという意味にも使われる。アヤに対するファムはアパである。アバとも言う。どういうところからこれらの言葉が起こってきたのか私にはわからない。おや、おばの名まりか。 などと当てずっぽうしてみたって始まらない。初夏の諸説があることであろう。高流れという山の名前も、名の説によると、高長れというのが正しい呼び方で、なだらかに裾の広がっている様が、さながら長年の漢字とか何とかいうことであったが、これにもまた初夏の諸説があるのであろう。 初夏の諸説がふんふんとして奇数の定まらぬところに、郷土学の妙味がある様子である。メイとアヤは、お弁当や何かで手間取っているので、お婿さんと私とだけ、一足先に家ち出た。良い天気である。津軽の旅行は5、五六月に限る。例の冬遊記にも、昔より、 北地に遊ぶ人は、皆夏ばかりなれば、草木も青み渡り、風も南風に変わり、海面ものどかなれば、恐ろしき何も立たざることとを覚えゆ。我、北地にいたりしは、九月より三月の頃なれば、途中にて、旅人には、耐えて会うことなかりし。我、旅行は医術修行のためなれば、 格別のことなり。ただ、名称のみ探ラんとの心にて行く人は、必ず4月以後に行くべき国なり。としてあるが、旅行の達人の言として、読者もこれだけは信じて覚えておくがよい。津軽では、梅、桃、桜、リンゴ、梨、スモも一度にこの頃、 花が咲くのである。自信ありげに私が先に立って町外れまで歩いてきたが、高流れへ行く道がわからない。小学校の頃に二三度行ったことがあるきりなのだから、忘れるのも無理はないとも思ったが、しかし、その辺の様子が幼い頃の記憶とまるで違っている。私は遠惑して、 停車場や何かできて、この辺りはすっかり変わって、高流れにはどう行けばいいのかわからなくなりました。あの山なんですがね。と私は前方に見えるへの字型に盛り上がった薄緑色の丘陵を指さして行った。この辺で少しブラブラして、あやたちを待つことにしましょう。と。 おむこさんに笑いながら提案した。そうしましょう。と、おむこさんも笑いながら、このあたりに青森県の修練農場があるとか聞きましたけど、私よりもよく知っている。そうですか。探してみましょう。修練農場は、その道から半丁ほど右に入った、 小高い丘の上にあった。農村中堅人物の養成と宅土訓練のために設立せられたもののようであるが、この本州の北端の原野にもったいないくらいの堂々たる設備である。秩父宮様が広崎の八師団にご勤務遊ばされていらっしゃった折に、賢くもこの農場に人方ならずご助成下されたとか、行動もそのおかげで、 地方稀に見る将軍の建物になって、その他、作業場あり、家畜小屋あり、肥料蓄積所、寄宿舎。私は、ただ目を丸くして驚くばかりであった。へえ、ちっとも知らなかった。金ナには過ぎたるものじゃないですか。そう言いながら、私は、変に嬉しくて仕方がなかった。 やっぱり自分の生まれた土地には密かに力こぶを入れているものらしい。農場の入り口に大きい石碑が立っていて、それには昭和十年八月、朝香宮様の御なり、同年九月、高松の宮様の御なり、同年十月、秩父の宮様並びに同姫宮様の御なり、 昭和13年8月に秩父の宮様再びおなり。という幾重もの光栄を謹んで記しているのである。金城町の人たちはこの農場をもっともっと誇ってよい。金城だけではない。これは津軽平野の永遠の誇りであろう。実習地とでも言うのか津軽の各部落から選ばれた 模範農村青年たちの作った畑や果樹園、水田などが、それらの建築物の背後に、実に美しく展開していた。おむこさんは、あちこち歩いて高地をつくづく眺め、大したものだなあと、ため息をついていった。おむこさんは地主だから、私などより、ずいぶんいろ,いろわかるところがあるのであろう。 いや、富士、いいなあと、私は叫んだ。富士ではなかった。津軽富士と呼ばれている、1625メートルの岩木山が、満目の水田の尽きるところに、ふわりと浮かんでいる。実際、軽く浮かんでいる感じなのである。したたるほど真っ青で、富士山よりもっと女らしく、 十二人への裾を、胃腸の葉を逆さに立てたようにパラリと開いて、左右の金星も正しく、静かに青空に浮かんでいる。決して高い山ではないが、けれども、なかなか、透き通るくらいに、先見たる美女ではある。かなにも、どうも、悪くないじゃないか。私は、慌てたような口調で言った。 悪くないよ。口を尖らせて言っている。いいですな。お婿さんは落ち着いて言った。私はこの旅行で様々な方面からこの津軽富士を眺めたが、広前から見るといかにも重くどっしりして、岩木さんはやはり広前のものかもしれないと思う一方、また、 津軽平野の、金なぎ、五所河原、木造りあたりから眺めた岩木山の丹精で華奢な姿も忘れられなかった。西海岸から見た山陽はまるでダメである。崩れてしまって、もはや美人の面影はない。岩木山の美しく見える土地には、米もよく実り、美人も多いという伝説もあるそうだが、米の方はともかく、 この北津軽地方は、こんなにお山がきれいに見えながら、美人の方は、どうも心細いように私には見受けられたが、これはあるいは私の観察の先迫なせいかもしれない。あやたちは、どうしたでしょうね。ふっと私は、そのことが心配になりだした。どんどん先に行ってしまったんじゃないかしら。 アヤたちのことをつい忘却しているほど、私たちは修練農場の設備や風景に感心してしまっていたのである。私たちは元の道に引き返してあちこち見回していると、アヤが思いがけない冒険のの道からひょっこり出てきて、わしたちは今まであなたたちを手分けして探していた。と笑いながら言う。 綾は、この辺りの野原を探し回り、めいは、高流れへ行く道を、まっすぐに、どんどん後を追っかけるようにしていったという。そいつは気の毒だったな。ようちゃんは、それじゃ、ずいぶん遠くまで行ってしまったろうね。おいと、前方に向かって大声で呼んだが、何の返事もない。参りましょう。と、 綾は背中の荷物を揺すり上げて、どうせ一本道ですから。空にはひばりがせわしくさえずっている。こうして故郷の春の野道を歩くのも二十年ぶりくらいであろうか。一面の芝生で所々に低い寒木の茂みがあったり、小さい沼があったり、 土地の起伏も緩やかで、一昔前だったら、都会の人たちは、絶好のゴルフ場とでも言って褒めたであろう。しかも見よ。今はこの原野にも、着々と開墾の桑が入れられ、人家の屋根も美しく光り、あれが厚生部落、あれが隣村の分尊と、あやの説明を聞きながら、かなりも発展して賑やかになったものだと、 しみじみを持った。そろそろ山の上り坂に差し掛かっても、まだめいの姿が見えない。どうしたのでしょうね。私は母親譲りの苦労症である。いやどこかにいるでしょう。新郎は照れながらも余裕を見せた。 とにかく聞いてみましょう。私は道端の畑で働いているお百姓さんに、スフの帽子を取ってお辞儀をして、この道を洋服を着た若い姉様が通りませんでしたか、と尋ねた。通った、という答えである。なんだか走るようにひどく急いで通ったという。春のの道を、 走るように急いで、新郎の後を追って行くメイの姿を想像して、悪くないと思った。しばらく山を登って行くと、並木の空松の影に、メイが笑いながら立っていた。ここまで追っかけてきてもいないから、後から来るのだろうと思って、ここでわらびを取っていたという。別に疲れた様子も見えない。 このあたりは、わらび、うど、あざみ、たけのこなど、山菜の宝庫らしい。秋には初竹、はつたけ、つちかぶり、なめこなどのきのこ類が、あやの形容によれば、しかさっているほどいっぱい生えて、ごしょがわら、木づくりあたりの遠方から取りに来る人もあるという。ようちゃまは、きのこ取りの名人です。と言い添えた。 また、山を登りながら、カナギへ、宮様がおいでになったそうだね。と私が言うと、アは、改まった口調で、はいと答えた。ありがたいことだな。はい。と、緊張している。よく、カナギみたいなところに、おいでくださったものだな。はい。 自動車でおいでになったかはい、自動車でおいでになりました。あやも拝んだかはい、拝ませていただきました。あやは幸せだな。はい、と答えて首筋に巻いているタオルで顔の汗を拭いた。うぐいすが鳴いている。すみれ。 タンポポ、ノギク、ツツジ、白うつぎ、アケビ、ノバラ。それから、私の知らない花が、山道の両側の芝生に明るく咲いている。背の低い柳、柏も新芽を出して、そうして山を登って行くにつれて、笹が大変多くなった。200メートルにも足りない小山であるが、 見晴らしはなかなか良い。津軽平野全部、隅から隅まで見渡すことができると言いたいくらいのものであった。私たちは立ち止まって平野を見下ろし、綾から説明を聞いてまた少し歩いて立ち止まり、津軽富士を眺めて褒めて、いつの間にやら小山の頂上に到達した。これが頂上か。 私は、ちょっと気抜けして、あに尋ねた。はい、そうです。なんだ。とは言ったものの、完全に展開している春の津軽平野の風景には、うっとりしてしまった。岩木川が、細い銀線みたいに、キラキラ光って見える。その銀線の尽きるあたりに、 古代の鏡のように鈍く光っているのは、たっぴぬまであろうか。さらにその遠方に、モコと煙がごとく白く広がっているのは、十三個らしい。十三個、あるいは十三型と呼ばれて、津軽大小の下水、およそ十有三の波流。この地に落ちあいて、太古となる。しかも、各河川、 固有の色を失わず。と、土佐往来に記され、津軽平野北端の湖で、岩木川をはじめ、津軽平野を流れる大小十三の河川がここに集まり、周囲は約八里。しかし、河川の運び来る土砂のために固定は浅く、最も深いところでも三メートルくらいのものだという。 水は海水の流入によって冠水であるが、岩木川から注ぎ入る火水も少なくないので、その河口のあたりは淡水で、魚類も淡水魚と冠水魚と両方宿り住んでいるという。湖が日本海に開いている南港に13という小さい部落がある。この辺は今から7、800年も前から開けて、 津軽の豪族、安藤氏の本拠であったという説もあり、また江戸時代には、その北方の小泊港と共に、津軽の木材、米国を積み出し、陰性を極めたとかいう話であるが、今はその一辺の面影もないようである。その13個の北に、権ン崎が見える。しかし、この辺りから、 国防上重要の地域に入る。私たちは目を転じて、前方の岩木川のさらに遠方の、青くさっと引かれた爽やかな一線を眺めよう。日本海である。七里長浜一望の内である。北は権現崎より、南は大戸瀬崎まで、眼界を遮る何者もない。 これはいい。僕だったらここへお城を築いて、と言いかけたら、冬はどうしますと、洋子に突っ込まれて、ぐっと詰まった。これで、雪が降らなければな、と私は、かすかな憂鬱を感じて、探索した。山の影の谷川に降りて、河原で弁当を開いた。 渓流に冷やしたビールは悪くなかった。メイとアヤはリンゴ液を飲んだ。そのうちにふと私は見つけた。ヘビおむこさんは脱ぎ捨てた上着を抱えて腰を浮かした。大丈夫、大丈夫。と私は谷川の対岸の岩壁を指さしていた。 あの岩壁に這い上がろうとしているのです。本端から首をぬっと出して、みるみる一尺ばかり岩壁によじ登りかけては、はらりと落ちる。また、スルスルと登りかけては、落ちる。執念深く、二十回ほどそれを試みて、さすがに疲れて諦めたか、流れに押し流されるようにして、長々と水面に体を浮かせたまま、 こちらの騎士に近づいてきた。綾はこの時立ち上がった。一軒ばかりの木の枝を持ち、黙って走って行って、残部と渓流に突入し、ずぶりとやった。私たちは目を背け、死んだか、死んだか。私は哀れな声を出した。片付けました。 アヤは木の枝も一緒に渓流に放り投げた。マムシじゃないか私はそれでもまだ恐怖していた。マムシなら生け捕りにしますが、今のは青大将でした。マムシの生きもは薬になります。マムシもこの山にいるのかねはい。 私は、浮かぬ気持ちで、ビールを飲んだ。アヤは、誰よりも早くご飯を済まして、それから、大きい丸太を引きずってきて、それを渓流に投げ入れ、足がかりにして、ひょいと対岸に飛び移った。そうして、対岸の山の絶壁によじ登り、ウドやアザミなど、山菜を取り集めている様子である。危ないな わざわざあんな危ないところへ行かなくったって、他のところにもたくさん生えているのに。私は、ハラハラしながら、アヤの冒険を批評した。あれはきっと、アヤは興奮して、わざとあんな危ないところへ行き、僕たちにアヤの勇敢なところを大いに見せびらかそうという魂胆に違いない。そうよ、そうよ。と、メイも大笑いしながら賛成した。 あやーと私は大声で呼びかけた。もういい危ないからもういいはいとあやは答えてスルスルと崖から降りた。私はほっとした。帰りはあやの取り集めた山菜をようこが背負った。このめいは元からなりも振りも あまり構わない子であった。木とは外ヶ浜における未だ追いざる見客家もさすがに疲れてめっきり無口になってしまった。山から降りたら格好が鳴いている。町外れの製材所には材木が帯だしく積まれていてトロッコが絶えず右往左往している。豊かな里の風景である。 かなにも、しかし、活気を呈してきました。と、私はポツンと言った。そうですか。おむこさんも少し疲れたらしい。物う,そうに、そう言った。私は急に照れて。いや、僕なんかには何もわかりやしませんけど、でも、10年前のかなには、こうじゃなかったような気がします。 だんだん、さびれてゆくばかりの町のように見えました。今のようじゃなかった。今は何か、盛り返したような感じがします。うちへ帰って兄に、かなぎの景色もなかなかいい、思いを新たにしました。と言ったら、兄は、年をとると、自分の生まれて育った土地の景色が、 京都よりも奈良よりも良くはないかと思われてくるものです。と答えた。明くる日は前日の一行に兄夫婦も加わって、かなの東南方一里半くらいの鹿の子川ため池というところへ出かけた。出発間際に兄のところへお客さんが見えたので、私たちだけ一足先に出かけた。兄嫁は、 もんぺに白旅に草履といういでたちであった。に里近くも遠くへ出歩くなどは、兄嫁にとって、金ナへお嫁に来て、初めてのことかもしれない。その日も上天気で、前日よりさらに暖かかった。私たちは、綾に案内されて、金木川に沿うて、森林鉄道の軌道をテクテク歩いた。 軌道の枕木の感覚が一歩には狭く半歩には広くひどく意地悪くできていて鼻肌歩きにくかった。私は疲れて早くも無口になり汗ばかり拭いていた。お天気が良すぎると旅人はぐったりなって帰って息が上がらぬもののようである。この辺りが大水の跡です。 あは立ち止まって説明した。川の付近の電波田数丁歩一面に激戦地の跡もかくやと思わせるほど巨大の根株や丸太が散乱している。その前の年、私のうちの88歳の祖母もとんと経験がないと言っているほどの大洪水がこの金木町を襲ったのである。この木が、 みんな山から流されてきたのです。と言って、あは悲しそうな顔をした。ひどいな。私は汗を拭きながら、まるで海のようだったろうね。海のようでした。金木川に分かれて、今度は鹿野川に沿ってしばらく登り、やっと森林鉄道の軌道から解放されて、 ちょっと右へ入ったところに、周囲半道以上もあるかと思われる大きい溜池が、それこそ一丁内定さらに静かな面持ちで、早々満々と水をたたえている。この辺りは、宗江門沢という深い谷間だったそうであるが、谷間の底の鹿の子川をせき止めて、この大きい溜池を作ったのは、昭和16年、つい最近のことである。 ため池のほとりの大きい石碑には、兄の名前も彫り込まれていた。ため池の周囲に、工事の後の絶壁の赤土が、まだ生々しく露出しているので、いわゆる天然の荘厳を書いてはいるが、しかし、かなという一部落の力が感じられ、このような人意の成果というものも、また、快適な風景とせざるを得ない。などと、 おっちょこちょいの旅の批評家は、立ち止まってタバコを吹かし、四方八方を眺めながら、いい加減の感想をまとめていた。私は、自信ありげに一度を引率し、ため池のほとりを歩いて、ここがいい、この辺りがいい、と言って、池の岬の木陰に腰を下ろした。あや、ちょっと調べてくれ。これは、漆の木じゃないだろうな。 漆にに被れては、私は、この先旅を続けるのに、憂鬱でたまらないだろう。漆の木ではないという。じゃあ、その木は、なんだか怪しい木だ。調べてくれ。みんなは笑っていたが、私は真面目であった。それも、漆の木ではないという。私は全く安心して、 この場所で弁当を開くことに決めた。ビールを飲みながら私はいい機嫌で少しおしゃべりをした。私は小学校2、3年の時遠足で金ナから三里半ばかり離れた西海岸の高山というところへ行って初めて海を見た時の興奮を話した。その時には 引卒の先生が、真っ先に興奮して、私たちを海に向けて、二列横帯に並ばせ、我は海の子、という昇歌を合唱させたが、生まれて初めて海を見たくせに、我は海の子白波の、騒ぐ磯辺の松原に、とかいう海岸生まれの子供の歌を歌うのは、いかにも不自然で、私は、子供心にも、恥ずかしく、落ち着かない気持ちであった。 そうして私は、その遠足の時には、奇妙に服装に凝って、つばの広い麦わら棒に、兄が富士登山の時に使った神社の焼き印の綺麗いにいくつも押されてある白木の杖。先生から、できるだけ身軽にしてわらじ、と言われたのに、私だけ不要の袴をつけ、長い靴下に網上げの靴を履いて、なよなよと小火を含んで出かけたのだが、 一里も歩かぬうちにもうへたばって、まず袴と靴を脱がせられ、草履、と言っても、片方は赤い尾の草履、片方は藁の尾の草履というちんばのすり切れた惨めな草履をあてがわれ、やがて帽子も取り上げられ、杖もお預け。とうとう、病人用として学校で雇っていった荷車に乗せられ、うちへ帰った時の格好ったら、 出て行く時の輝かしさの肩影もなく、靴を片手にぶら下げ、杖にすがり。などと私は調子づいて話してみんなを笑わせていると、おーいと呼ぶ声。兄だ。おーいと私たちも口々に呼んだ。あは走って迎えに行った。やがて兄は、 ピッケルを下げて現れた私はありったけのビールをみな飲んでしまっていたので、はなはだ具合が悪かった。兄はすぐにごはんを食べ、それからみんなでため池の奥の方へ歩いていった。バサッと大きい音がして、水鳥が池から飛び立った。私とおむこさんとは顔を見合わせ、意味もなく、 うなずきあった。ガンだかカモだか口に出して言えるほどにはお互い自信がなかったような風なのだ。とにかく野生の水鳥には違いなかった。新山夕刻の世紀がふっと感じられた。兄は背中を丸くして黙って歩いている。兄とこうして一緒に外を歩くのも 何年ぶりであろうか。十年ほど前、東京の郊外のあるの道を、兄は、やはりこのように背中を丸くして黙って歩いて、それから数歩離れて私は、兄のその後ろ姿を眺めては、一人でメソメソ泣きながら歩いたことがあったけれど、あれ以来初めてのことかもしれない。私は、兄から、 あの事件についてまだ許されているとは思わない。一生ダメかもしれない。ひびの入った茶碗はどうしようもない。どうしたって元の通りにはならない。津軽人は特に心の日々を忘れない種族である。この後、もうこれっきりで、再び兄と一緒に外を歩く機会は、 ないのかもしれないとも思った。水の落ちる音が次第に高く聞こえてきた。ため池の端に鹿のこ滝というこの地方の名所がある。ほどなくその五畳ばかりの細い滝が私たちの足元に見えた。つまり私たちは草江門沢のへりに沿うた幅一尺くらいの 心細い小道を歩いているのであって、右手はすぐ屏風を立てたような山。左手は足元から断崖になっていて、その谷底に滝壺がいかにも深そうな青い色でとぐろを巻いているのである。これはどうもめまいの君です。と兄嫁は冗談めかしていって、陽子の手にすがりついておっかなそうに歩いている。 右手の山腹にはツツジが美しく咲いている。兄はピッケルを肩に担いでツツジの見事に咲き誇っている箇所に来るたんびに少し歩調を緩める。藤の花もそろそろ咲きかけている。道は次第に下り坂になって私たちは滝口に降りた。 一軒ほどの幅の小さい谷川で流れの真ん中あたりに木の根株が置かれてありそれを足がかりにしてひょいひょいと二歩で飛び越せるようになっている一人一人ひょいひょいと飛び越した兄嫁が一人残ったダメですと言って笑うばかりで飛び越そうとしない足がすくんで 前に出ない様子である。おぶってやりなさい、と兄は、あに言いつけた。あがそばへ寄っても、兄嫁はただ笑って、ダメダメと手を振るばかりだ。この時、あは怪力を発揮し、巨大の根っこを抱きかかえてきて、残部とばかり、滝口に投じた。まあ、どうやら、橋ができた。 兄嫁は、ちょっと渡りかけたが、やはり、足が前に進まないらしい。綾の肩に手を置いて、やっと半分くらい渡りかけて、あとは、川も浅いので、即席の端から川へ飛び降りて、ジャブジャブと水の中を歩いて渡ってしまった。もんぺの裾も、白旅も草履も、びしょ濡れになった様子である。 まるでもう、高山帰りの姿です。兄嫁は、私のさっきの高山へ遠足して、惨めな姿で帰った話をふと思い出したらしく、笑いながらそう言って、洋子もお婿さんもどっと笑ったら、兄は振り返って、え、何と聞いた。みんな、笑うのをやめた。兄が、 変な顔をしているので、説明してあげようかなとも思ったが、あまりバカバカしい話なので、改まって高山帰りの由来を解き起こす勇気は私にもなかった。兄は黙って歩き出した。兄はいつでも孤独である。五、西海岸。 前にも幾度となく述べてきたが、私は津軽に生まれ、津軽に育ちながら、今日まで、ほとんど津軽の土地を知っていなかった。津軽の日本海方面の西海岸には、それこそ、小学校2、3年の頃の高山行き以外、一度も行ったことがない。高山というのは、田木からまっすぐ西に三里半ばかり行き、 車力という人口五千くらいのかなり大きい村を過ぎてすぐ到達できる海浜の小山で、そこのお稲荷さんは有名なものだそうであるが、何せ少年の頃の記憶であるから、あの服装の失敗だけが色濃く胸中に残っているくらいのもので、あとはすべて取り留めもなくぼんやりしてしまっている。この機会に、 津軽の西海岸を回ってみようという計画も前から私にあったのである。鹿のこ川ため池へ遊びに行ったその翌日。私は金城を出発して五所川原に着いたのは午前十一時頃。五所川原駅で五能線に乗り換え、十分経つか経たぬかのうちに木造駅に着いた。ここはまだ津軽平野のうちである。 私は、この町も、ちょっと見ておきたいと思っていたのだ。降りてみると、古びた、簡散な街である。人口四千余りで、金木町より少ないようだが、町の歴史は古いらしい。精米所の機械の音がド、ッどドっと、だるげに聞こえてくる。どこかの軒下で、鳩が鳴いている。 ここは、私の父が生まれた土地なのである。カナギの私の家では、代々女ばかりで、大抵婿養子を迎えている。父は、この町のエムという旧家の三男家であったのを、私の家から迎えられて、何代目かの当主になったのである。この父は、私の重子の時に死んだのであるから、私は、 この父の人間についてはほとんど知らないと言わざるを得ない。また自作の思い出の中の一節を借りるが、私の父は非常に忙しい人で、うちにいることがあまりなかった。うちにいても子供らと一緒にはおらなかった。私はこの父を恐れていた。 父の万年筆を欲しがっていながら、それを言い出せないで、一人色々と思い悩んだ末、ある晩に、床の中で目をつぶったまま、寝言のふりして、万年筆、万年筆、と、隣部屋で客と対談中の父へ低く呼びかけたことがあったけれど、もちろんそれは、父の耳にも心にも入らなかったらしい。私と弟とが、 米俵のぎっしり積まれた広い米蔵に入って面白く遊んでいると、父が入り口に立ちはだかって、坊主、出ろ、出ろ、と叱った。光を背から受けているので、父の大きい姿が真っ黒に見えた。私は、あの時の恐怖を思うと、今でも嫌な気がする。中略。 その翌春、雪のまだ深く積もっていた頃、私の父は東京の病院で血を吐いて死んだ。近くの新聞社は父の符を号外で報じた。私は父の死よりもこういうセンセーションの方に興奮を感じた。遺族の名に混じって私の名も新聞に出ていた。 の死骸は大ききいにに横たたわりソリに乗っってて故郷へ帰ってきた私は大勢の町の人たちと一緒に隣村近くまで迎えに行った。やがて森の陰から幾代となく続いたソリのほが月光を受けつつ滑って出てきたのを眺めて私は美しいと思った。次の日。 私のうちの人たちは、父の寝勘の置かれてある仏間に集まった。棺の蓋が取り払われると、みんな声を立てて泣いた。父は眠っているようであった。高い鼻筋が、すっと青白くなっていた。私は、みんなの泣き声を聞き、誘われて涙を流した。 まあ、大体こんなことだけが父に関する記憶と言っていいくらいのもので、父が死んでからは、私は現在の長兄に対して父と同様のおっかなさを感じ、また、それゆえ安心して寄りかかってもいたし、父がいないから寂しいなどと思ったことは一度もなかったのである。しかし、だんだん年を取るにつれて、一体父は、 どんな性格の男だったのだろう。などと、無礼な忖度をしてみるようになって、東京の総奥における私の仮根の夢にも父が現れ、実は死んだのではなくて、ある政治上の意味で姿を隠していたのだ。ということがわかり、思い出の父の面影よりは少し追いつかれていて、私はその姿をひどく懐かしく思ったり、 夢の話はつまらないが、とにかく父に対する関心は最近非常に強くなってきたのは事実である。父の兄弟は皆肺が悪くて、父も肺結核ではないが、やはり何か呼吸器の触りで吐血などして死んだのである。五十三で死んで、私は子供心には、 その年が大変な老齢のように感じられ、まず大養生と思っていたのだが、今は五十三の死没を大霊の大養生どころか、ひどい若死にと考えるようになった。もう少し父を生かしておいたら、津軽のためにも、もっともっと偉い事業をしたのかもしれん。などと生意気なことなど考えている。その父が、 どんな家に生まれて、どんな町に育ったか、私はそれを一度見ておきたいと思っていたのだ。木造りの町は一本道の両側に家が立ち並んでいるだけだ。そうして、家々の背後には見事に打ち返された水田が展開している。水田の所々にポプラの並木が立っている。 今度津軽へ来て、私は、ここで初めて、ポプラを見た。他でもたくさん見たに違いないのであるが、木造りのポプラほど、鮮やかに記憶に残ってはいない。薄緑色のポプラの若葉が、可憐に、そよ風に、そよいでいた。ここから見た津軽富士も、金ナから見た姿と少しも違わず、華奢で、すこぶる美人である。 このように山陽が美しく見えるところからはお米と美人が産出するという伝説があるとか。この地方はお米は確かに豊富らしいがもう一方の美人の剣はどうであろう。これも金城地方と同様にちょっと心細いのではあるまいか。その剣に関してだけはあの伝説は むしろ逆じゃないかとさえ私には疑われた。岩木んの美しく見える土地には、いや、もう言うまい。こんな話は得てして差し触りの多いものだから、ただ町を一巡しただけの日やかしの旅人のにわかに断定を下すべき筋合いのものではないかもしれない。その日もひどくいい天気で、 停車場から、ただまっすぐの一本町のコンクリート道の上には、薄い春霞のようなものが、もやもや煙っていて、ゴム底の靴で、猫のように足音もなく、のこのこ歩いているうちに、春の運気に当てられ、なんだか頭がぼんやりしてきて、木造警察署の看板を、木造警察署と読んで、なるほど、木造の建築物。とうなずき、はっと気づいて、 苦笑ししたたりなどした木造りはまた、この日の街である。この日というのは、昔銀座で午後の日差しが強くなれば、各商店がこぞって店先に日よけの天幕を張ったろう。そして読者諸君は、その天幕の下を涼しそうな顔をして歩いたろう。そうして、これはまるで、 即席の長い廊下みたいだと思ったろう。つまり、あの長い廊下を天幕なんかでなく、家々の軒を一軒ほど前に延長させて、頑丈に永久的に作ってあるのが北国の子も日だと思えば大して間違いはない。しかもこれは日差しを避けるために作ったのではない。そんな洒落たものではない。冬。 雪が深く積もった時に、家と家との連絡に便利なように、おののの軒をくっつけ、長い廊下を作っておくのである。吹雪の時などには、風雪にさらされる恐れもなく、気楽に買い物に出かけられるので、最も重宝だし、子供の遊び場としても、東京の歩道のような危険はなし。雨の日も、この長い廊下は、通行人にとって大助かりだろうし、また、 私のように春の運気に参った旅人もここへ飛び込むとひやりと涼しく、店に座っている人たちからじろじろ見られるのは少し平行だが、まあとにかくありがたい廊下である。この日というのは小店の名まりであると一般に信じられているようだが、私はこの世、隠れるに浅瀬のせあるいは こモ日、隠れるにお日様の日。とでもいう漢字を当てはめた方が早わかりではなかろうか、などと考えて一人で越に行っている次第である。そのこも日を歩いていたら、エム薬品問屋の前に来た。私の父の生まれた家だ。立ち寄らず、そのまま通り過ぎて、 やはりこも日をまっすぐに歩いて行きながら、どうしようかなと考えた。この町のこも日は実に長い。津軽の古い町には大抵このこも日というものがあるらしいけれども、この木造り町みたいに町全部がこも日によって貫通せられているといったようなところは少ないのではあるまいか。 いよいよ木造くりは、この日の町に決まった。しばらく歩いて、ようやくこの日も着きたところで、私は回れみにして、ため息ついて引き返した。私は今まで、M の家に行ったことは一度もない。木造くり町へ来たこともない。あるいは、私の幼年時代に誰かに連れられて遊びに来たことはあったかもしれないが、 今の私の記憶には何も残っていない。M の家の当主は私よりも四つ五つ年上の賑やかな人で、昔からちょいちょい金城へも遊びに来て私とは顔馴染みである。私が今訪ねて行ってもまさか嫌な顔はなさるまいが、どうもしかし私の訪ね方が唐突である。 こんな薄汚いなりをして、M さんしばらく、などと何の用もないのに卑屈に笑って声をかけたら、M さんはぎょっとして、こいついよいよ東京を食い詰めて金でも借りに来たんじゃないか、などと思やすまいか。死ぬ前に一度、父の生まれた家を見たくて、というのも恐ろしいくらいにキザだ。男がいい年をして、 そんなことはとても言えたもんじゃない。いっそこのまま帰ろうか、などともだえて歩いているうちに、また元の M 薬品問屋の前に来た。もう二度と来る機会はないのだ。恥をかいても構わない。入ろう。私はとっさに覚悟を決めて、ごめんくださいと、店の奥の方に声をかけた。 M さんが出てきて、やあ、ほう、これは、さあ、さあと、大変な勢いで、私には何も言わせず、引っ張り上げるように座敷へ上げて、床の間の前に、無理やり座らせてしまった。ああ、これ、お酒。と、お家の人たちに言いつけて、二、三分も経たぬうちに、もうお酒が出た。実に、素早かった。久し,久しぶり、久しぶり。 と、エムさんは、ご自分でもぐいぐい飲んで、木造りは何年ぶりくらいですさあ、もし子供の時に来たことがあるとすれば、30年ぶりくらいでしょう。そうだろうともそうだろうとも。さあさあ、飲みなさい。木造りへ来て遠慮することはない。よく来た。実によく来た。この家の間取りは、金ナの家の間取りと、 大変似ている。金城の今の家は、私の父が金ナへ養子に来て間もなく、自身の設計で大改築したものだという話を聞いているが、何のことはない。父は金ナへ来て、自分の木作りの成果と同じ間取りに作り直しただけのことなのだ。私には、養子の父の心理が何かわかるような気がして、微笑ましかった。 そう思ってみると、お庭の墨籍の配置なども、どこやら似ている。私は、そんなつまらぬ一時を発見しただけでも、死んだ父の人間に触れたような気がして、この M さんのお家へ立ち寄った甲斐があったと思った。M さんは、何かと私をもてなそうとする。いや、もういいんだ。一時の記者で、 深浦へ行かなければいけないのです。深浦へ、何しに別にどうってわけもないけど、一度見ておきたいのです。書くのかええ、それもあるんだけど、いつ死ぬかわからんし、などと相手に興ざめさせるようなことは言えなかった。じゃあ、木づくりのことも書くんだな木造りのことを書くんだったらね、 と M さんは少しもこだわるところがなく、まず第一に米の供出高を書いてもらいたいね。警察署管内の比較では、この木造署管内は全国一だ。どうです日本一ですよ。これは僕たちの努力の結晶といっても差し支えないと思う。この辺り一帯の他の水が枯れた時に、 僕は隣村へ水をもらいに行って、ついに大成功して、大虎返事手、水庫大名人ということになったのです。僕たちも、地主だからって遊んではいられない。僕は脊髄が悪いんだけど、でも、他の草取りをしましたよ。まあ今度は、東京のあんたたちにも、美味しいご飯がどっさり配給されるでしょう。頼もしい限りである。 M さんは小さい頃から活発な気象の人であった。子供っぽいクリクリした丸い目に魅力があって、この地方の人たちみんなに敬愛せられているようだ。私は心の中で M さんの幸せを祈り、なおも引き止められるのを汗を流して自去し、午後一時の深浦行きの汽車にやっと間に合うことができた。 木造りから五能線によって約30分くらいで、鳴沢、味ヶ沢を過ぎ、その辺りで津軽平野もおしまいになって、それから列車は日本海岸に沿うて走り、右に海を眺め、左にすぐ出羽丘陵北端の名残の山々を見ながら1時間ほど経つと、右の窓に大土瀬の気象が展開する。この辺りの岩石は、 すべて、閣僚室業界岩とかいうものだそうで、その、会食を受けて平坦になった半緑色の岩盤が、江戸時代の末期に、お化けみたいに会場に露出して、数百人の宴会を、海浜において催すことができるほどのお座敷になったので、これを洗浄期と名付け、また、その岩盤のところどころが、丸くくぼんで海水を称え、あたかも、 お酒をなみなみと注いだ大酒好きみたいな形なので、これを酒好き沼と称するのだそうだけれど、直径一尺から二尺くらいのたくさんの大穴をことごとく酒好きと見立てるなど、よっぽどの大酒飲みが名付けたものに違いない。この辺りの海岸には奇岩炸裂し、怒涛にその足を絶えず現れている。とまあ、 名所案内気風に書けばそうもなるのだろうが、外ヶ浜北端の海浜のような異様なものすごさはなく、いわば全国至るところにある普通の風景になってしまっていて、津軽独特の喫屈とでも言うような他国のものにとって特に難解の雰囲気はない。つまり開けているのである。人の目に舐められて、 明るく慣れてしまっているのである。例の竹内雲平氏は、青森県通詞において、この辺り遺南は昔からの津軽領ではなく秋田寮であったのを、慶長八年に林藩佐竹氏と談合の上、これを津軽寮に編入したというような記録もある、と言っている。私など、ただ、 旅の風来坊の無責任な直感だけで言うのだが、やはりもうこの辺りから、なんだか、津軽ではないような気がするのである。津軽の不幸な宿命は、ここにはない。あの、津軽特有の容量の悪さは、もはや、この辺りにはない。山水を眺めただけでも、わかるような気がする。すべて、 十分に聡明である。いわゆる文化的である。バカな傲慢な心は持っていない。大戸瀬から約40分で深浦へ着くのだが、この港町も千葉の海岸あたりの漁村によく見受けられるような、決して出しゃばろうとせぬ、つつましい温和な表情。悪く言えば、お利口なちゃっかりした表情をして、 旅人を無言で送迎している。つまり、旅人に対しては、全く無関心の風を示しているのである。私は、深浦のこのような雰囲気を、深浦の欠点として挙げて言っているのでは決してない。そんな表情でもしなければ、人は、この世に生きて行ききれないのではないかとも思っている。 これは成長してしまった大人の表情なのかもしれない。何やら地震が奥底深く沈潜している。津軽の北部に見受けられるような子供っぽい悪あがきはない。津軽の北部は生煮えの野菜みたいだが、ここはもう透明に煮えきっている。ああ、そうだ。 こうして比べてみるとよくわかる。津軽の奥の人たちには、本当のところは、歴史の自信というものがないのだ。まるっきりないのだ。だから、やたらに肩を怒らして、彼は卑しき者なるぞ。などと、人の悪口ばかり言って、傲慢な姿勢を取らざるを得なくなるのだ。あれが、津軽人の反骨となり、 強情となり、喫屈となり、そうして悲しい孤独の宿命を形成するということになったのかもしれない。津軽の人よ、顔を上げて笑えよ。ルネッサンス直前のうつぼつたる対等力をこの地に認めると断言してはばからぬ人さえあったではないか。日本の文化が、 小さく完成して行き詰まっているとき、この津軽地方の大きい未完成が、どれだけ日本の希望になっているか、一夜静かに考えて、などというとすぐ、それそれ、そんなに不自然に肩を張る。人からおだてられて得た自信なんて何にもならない。知らんぷりして、信じて、しばらく努力を続けていこうではないか。 深浦町は現在人口五千くらい、旧津軽領西海岸の南端の港である。江戸時代、青森、味ヶ沢、十三などとともに、夜浦の町奉行の置かれたところで、津軽藩の最も重要な港の一つであった。休館に一昭湾をなし、水深く波穏やか。 アズマ浜の奇岩、弁天島、雪合岬など一通り海岸の名称が揃っている。静かな町だ。漁師の家の庭には大きい立派な潜水服が逆さに吊るされて干されている。何か諦めた、底落ち着きに落ち着いている感じがする。駅から まっすぐに一本道を通って、町の外れに、縁覚寺の二王門がある。この寺の役史堂は、国宝に指定せられているという。私は、それにお参りして、もうこれで、この深浦から引き上げようかと思った。完成されている町は、また旅人に、わびしい感じを与えるものだ。 私は海浜に降りて岩に腰をかけどうしようかと大いに迷った。まだ日は高い。東京の総奥の子供のことなどふと思った。なるべく思い出さないようにしているのだが心の空虚の隙を狙ってひょいと子供の面影が胸に飛び込む。私は 立ち上がって町の郵便局へ行き、はがきを一枚買って、東京のルスタクへ短い頼りをしたためた。子供は百日関をやっているのである。そうしてその母は二番目の子供を近く産むのである。たまらない気持ちがして、私は行き当たりばったりの宿屋へ入り、汚い部屋に案内されゲートルを解きながら、 お酒を、と言った。すぐに、お膳とお酒が出た。意外なほど早かった。私は、その早さに、少し救われた。部屋は汚いが、お膳の上には、鯛とアワビの2種類の材料で、いろいろに料理されたものが、豊富に乗せられてある。タイとアワビが、この港の特産物のようである。 お酒を二本飲んだが、まだ寝るには早い。津軽へやって来て以来、人のごちそうにばかりなっていたが、今日は一つ自力でうんとお酒を飲んでみようかしら、とつまらぬ考えを起こし、さっきお膳を持ってきた十二三歳の娘さんを廊下で捕まえ、お酒はもうないか、と聞くと、ございませんという。 どこか他に飲むところはないかと聞くと、ございます、と喧かに答えた。ほっとして、その飲ませる家はどこだ、と聞いてその家を教わり行ってみると、意外に小綺麗な料亭であった。2階の十畳くらいの海の見える部屋に案内され、津軽塗りの食卓に向かって大あぐらをかき、酒、酒、と言った。 お酒だけすぐに持ってきた。これもありがたかった。大抵料理で手間取って客をポツンと待たせるものだが、四十年配の前歯の欠けたおばさんがお調子だけ持ってすぐに来た。私はそのおばさんから深浦の伝説か何か聞こうかと思った。深浦の名所は何です 観音さんへお参りなさいましたか観音さん。あ、縁学寺のことを観音さんというのか。そう。このおばさんから何か古めかしい話を聞くことができるかもしれないと思った。しかるに、その座敷にぶってり太った若い女が現れて、妙にキザなしゃれなど飛ばし、私は嫌でしようがなかったので、 男子すべからく率直たるべしと思い、君、お願いだから下へ行ってくれないか、と言った。私は読者に忠告する。男子は料理屋へ行って率直な言い方をしてはいけない。私はひどい目に遭った。その若い女中が膨れて立ち上がると、おばさんも一緒に立ち上がり、二人とも いなくなってしまった。一人が部屋から追い出されたのに、もう一人が黙って座っているなどは、購買の仁義から言っても、義理が悪くてできないものらしい。私は、その広い部屋で一人でお酒を飲み、深浦港の灯台の明かりを眺め、さらに大いに旅愁を深めたばかりで宿へ帰った。明くる朝、 私がわびしい気持ちで朝ごはんを食べていたら、主人がお調子と小さいお皿を持ってきて、あなたは津島さんでしょと言った。ええ。私は宿帳に筆明の太宰を書いておいたのだ。そうでしょう。どうも似ていると思った。私は、 あなたの英治兄さんとは中学校の同期生でね。ダザイと宿町にお書きになったからわかりませんでしたが、どうもあんまりよく似ているので。でも、あれは偽名でもないのです。えええ、それも存じております。お名前を変えて小説を書いている弟さんがあるということは聞いていました。どうも、ゆべは失礼しました。さあ、お酒を。 召し上がれ。この小皿のものはアワビの腹渡の塩辛ですが、酒の魚にはいいものです。私はご飯を済まして、それから塩辛を魚にして、その一本をご馳走になった。塩辛は美味しいものだった。実にいいものだった。こうして津軽の端まで来ても、 やっぱり、兄たちの力の余波のおかげをこうむっている。結局私の自力では何一つできないのだと自覚して、珍味も人しを腹渡にしみるものがあった。要するに、私がこの津軽領の南端の港で得たものは、自分の兄たちの勢力の範囲を知ったということだけで、私はぼんやりまた、汽車に乗った。 味がは、私は、深浦からの帰りに、この古い港町に立ち寄った。この町あたりが、津軽の西海岸の中心で、江戸時代には随分栄えた港らしく、津軽の米の大部分はここから積み出され、また、大阪周りの和船の発着所でもあったようだし、水産物も豊富で、ここの浜に上がった魚は、五條花をはじめ、 広く津軽平野の各地方における家々の食前を賑わしたものらしい。けれども今は人口も四千五百くらい。木造り深浦よりも少ないような具合で、往年の流流たる勢力を失いかけているようだ。味がさはというからには、きっと昔のある時期に見事な味がたくさん取れたところかとも思われるが、 私たちの幼年時代には、ここのアジの話はちっとも聞かず、ただ、ハタハタだけが有名であった。ハタハタは、このごろ東京にも時たま配給されるようであるから、読者もご存知のことと思うが、ウオヘンに神、またはウオヘンに雷、などという字を書いて、鱗のない五六寸くらいの魚で、まあ、 海の鮎とでも思っていただいたら大かないのではあるまいか。西海岸の特産で秋田地方がむしろ本場のようである。東京の人たちはあれを脂っこくて嫌だと言っているようだけれど、私たちには非常に淡泊な味のものに感じられる。津軽では新しいハタハタをそのまま薄醤油で煮て片端から食べて、 二十匹三十匹を平気で平らげる人は決して珍しくない。ハタハタの貝などがあって、一番多く食べた人には商品などという話もしばしば聞いた。東京へ来るハタハタは古くなっているし、それに料理法も知らないだろうから、ことさらまずいものに感じられるのであろう。 俳句の祭事記などにも、ハタハタが出ているようだし、また、ハタハタの味は淡い、という意味の江戸時代の俳人の句を一つ読んだ記憶もあるし、あるいは江戸の通人には、珍味とされていたものかもしれない。いずれにもせよ、このハタハタを食べることは、津軽の冬の路端の楽しみの一つであるということには間違いない。私は、 そのハタハタによって、幼年時代から味ヶ沢の名を知ってはいたのだが、その街を見るのは今が初めてであった。山を背負い、片方はすぐ海の恐ろしくひょろ長い街である。市中は、物の匂いや、とかいう盆腸の句を思い出させるような、妙によどんだ甘酸っぱい匂いのする街である。 川の水もどろりと濁っている。どこか疲れている。木造町のようにここにも長い小も比があるけれども少し崩れかかっている。木造町の小も比のような涼しさがない。その日もひどくいい天気だったが日差しを避けて小も日を歩いていても変に 行き詰まるような気持ちがする。飲食店が多いようである。昔はここは、いわゆる名手屋のようなものが随分発達したところではあるまいかと思われる。今でもその名残か、お蕎麦屋が四五軒軒を連ねて、今の時代には珍しく、休んで行きせえ、などと言って、道を通る人に呼びかけている。 ちょうどお昼だったので、私は、そのお蕎麦屋の一軒に入って、休ませてもらった。お蕎麦に焼き魚が二皿ついて、四十銭であった。お蕎麦のおつゆも、まずくなかった。それにしても、この町は長い。海岸に沿うた一本町で、どこまで行っても同じような家並みが、何の変化もなく、 だらだらと続いているのである。私は、一里歩いたような気がした。やっと街の外れに出て、また引き返した。街の中心というものが、ないのである。大抵の街には、その街の中心勢力がある箇所に固まり、街の重しになっていて、その街を素通りする旅人にも、ああ、 この辺りがクライマックスだな、と感じさせるようにできているものだが、味ヶ沢にはそれがない。扇の金目が壊れて、バラバラにほどけている感じだ。これでは、町の勢力争いなど、ごたごたあるのではなかろうかと、例の土貸式器盛断さえ胸中に往来したほど、どこか金目の心細い町であった。 こう書きながら、私はかすかに苦笑しているのであるが、深浦といい、味ヶ沢といい、これでも、私の好きな友人なんかがいて、ああ、よく来てくれた、と言って、喜んで迎えてくれて、あちこち案内し、説明などしてくれたならば、私はまた、たわいなく自分の直感を捨て、深浦、味ヶ沢こそ、津軽の粋である、と、 感激の筆致でもって書きかねまいものでもないのだから、実際旅の印象機などを当てにならないものである。深浦、味ヶ沢の人は、もしこの私の本を読んでも、だから軽く笑って見逃してほしい。私の印象機は、決して本質的に、君たちの鼓動を汚すほどの権威も何も持っていないのだから。 味ヶ沢の町を引き上げて、また五能線に乗って御所川原町に帰り着いたのは、その日の午後2時。私は駅からまっすぐに、中畑さんのお宅へ伺った。中畑さんのことは、私も最近、気巨来、故郷など、一連の作品によく書いておいたはずであるから、ここにはくどく繰り返さないが、私の20代における、 数々の不死だらの後始末を少しも嫌な顔をせず引き受けてくれた恩人である。しばらくぶりの中畑さんは痛ましいくらいにひどく老けていた。昨年病気をなさって、それからこんなに痩せたのだそうである。時代だじゃ。あんたがこんな姿で東京からやってくるようになったものの。と。 それでも嬉しそうに、私の小敷にも似たる姿をつくづく眺め。いや、靴下が切れているな。と言って、自分で立って、タンスから上等の靴下を一つ出して、私によこした。これから、ハイカラ町へ行きたいと思ってるんだけど。ああ、それはいい。行っていらっしゃい。それ稽古、ご案内。と、中畑さんは、 めっきり痩せても、気早な性格は、やはり往年のままである。御所河原の私のおばの家族が、その灰から町に住んでいるのである。私の幼年の頃に、その町が灰から町という名前であったのだけれども、今は、大町とかなんとか、別な名前のようである。御所河原町については、序編において述べたが、 ここには私の幼年時代の思い出がたくさんある。四五年前、私は五所河原のある新聞に次のような随筆を発表した。おばが五所河原にいるので、小さい頃よく五所河原へ遊びに行きました。朝膝の舞台開きも見に行きました。小学校の 三四年の頃だったと思います。確か、ともえもんだったはずです。梅の吉兵衛に泣かされました。周り舞台をその時生まれて初めて見て、思わず立ち上がってしまったほどに驚きました。あの朝膝は、その後間もなく火事を起こし、全焼しました。その時の火炎が、 かなからはっきり見えました。映写室から発火したという話でした。そして映画見物の小学生が10人ほど焼死しました。映写の技師が罪に問われました。過失障害致死とかいう罪名でした。子供心にもどういうわけだか、その技師の罪名と 運命を忘れることができませんでした。朝日座という名前が火の字に関係があるから焼けたのだという噂も聞きました。二十年も前のことです。七つか八つの頃、御所川原の賑やかな通りを歩いて土部に落ちました。かなり深くて、 水が顎のあたりまでありました。三尺近くあったのかもしれません。夜でした。上から男の人が手を差し出してくれたので、それに捕まりました。引き上げられて、囚人監視の中で裸にされたので、実に困りました。ちょうど古着屋の前でしたので、その店の古着を早速着せられました。 女の子の浴衣でした。帯も緑色のへこ帯でした。ひどく恥ずかしく思いました。おばが顔色を変えて走ってきました。私はおばに可愛がられて育ちました。私は男ぶりが悪いので何かと人にからかわれて一人で悲願でいましたが、 おばだけは私をいい男だと言ってくれました。他の人が私の器量の悪口を言うと、おばは本気に怒りました。みんな遠い思い出になりました。中畑さんの一人娘のけいちゃんと一緒に中畑さんの家を出て、 僕は岩木川をちょっと見たいんだけどな。ここから遠いか。すぐそこだという。それじゃあ連れて行って。ケイちゃんの案内で街を5分も歩いたかと思うと、もう大川である。子供の頃、おばに連れられてこの河原に何度も来た記憶があるが、もっと街から遠かったように覚えている。 子供の足にはこれくらいの道のりでもひどく遠く感じられたのであろう。それに私は家の中にばかりいて外へ出るのがおっかなくて、外出の時にはめまいするほど緊張していたものだからなおさら遠く思われたのだろう。橋がある。これは記憶とそんなに違わず、今見てもやっぱり同じように長い橋だ。 犬橋と言ったかしらええ、そう。犬ってどんな字だったかしら方角の犬だったかなさあ、そうでしょう笑っている。自信なしかどうでもいいや。渡ってみよう。私は片手で欄干を撫でながら、ゆっくり橋を渡っていった。 いい景色だ。東京近郊の川では荒川放水路が一番似ている。河原一面の緑の草から陽炎が昇って、なんだか目がくるめくようだ。そうして岩木川が両岸のその緑の草を舐めながら白く光って流れている。夏にはここへみんな夕涼みに参ります。他に行くところもないし。 五所川原の人たちは遊び好きだから、それはずいぶん賑わうことだろうと思った。あれが、今度できた焼魂堂です。ケイちゃんは、川の上流の方を指さして教えて、父の自慢の焼魂堂と笑いながら小声で言い添えた。なかなか立派な建築物のように見えた。 中畑さんは、在郷軍人の幹部なのである。この焼魂堂改築についても、例の狂気を発揮して、大いに奔走したに違いない。橋を渡り尽くしたので、私たちは、橋のたもとに立って、しばらく話をした。リンゴはもう、干ばつというのか、少しずつ切って、 切った後にバレー書だかなんだか植えるって話を聞いたけど、土地によるのじゃないんですかこの辺りではまだそんな話は。大川の土手の陰にリンゴ畑があって、白い粉っぽい花が満開である。私はリンゴの花を見ると、お白いの匂いを感じる。ケイちゃんからも随分リンゴを送っていただいたね。 今度、お婿さんをもらうんだってええ。少しも悪びれず、真面目にうなずいた。いつもう近いの。あさってよ。へえ。私は驚いた。けれども、ケイちゃんは、まるで人ごとのように、ケロリとしている。帰ろう。忙しいんだろい,いえ ちっとも、ひどく落ち着いている。一人娘で、そうして養子を迎え、家計を継ごうとしている人は、十九や二十歳の若さでも、やっぱりどこか違っていると、私は、ひそかに感心した。明日、こどまりへ行って、引き返して、また長い橋を渡りながら、私は、他のことを言った。 タケに会おうと思っているんだ。タケあの、小説に出てくるタケですかうん、そう。喜ぶでしょうね。どうだか、会えるといいけど。この度私が津軽へ来て、ぜひとも会ってみたい人がいた。私はその人を自分の母だと思っているのだ。 三十年近くも会わないでいるのだが、私はその人の顔を忘れない。私の一生は、その人によって確定されたと言っていいかもしれない。以下は、自作、思い出の中の文章である。六つ七つになると、思い出もはっきりしている。私が、竹という女中から本を読むことを教えられ、 二人で様々な本を読み合った。竹は私の教育に夢中であった。私は病心だったので寝ながらたくさん本を読んだ。読む本がなくなれば竹は村の日曜学校などから子供の本をどしどし借りてきて私に読ませた。私は黙読することを覚えていたので いくら本を読んでも疲れないのだ。竹はまた私に道徳を教えた。お寺へしばしば連れて行って地獄極楽のお絵かけ字を見せて説明した。火をつけた人は赤い火のメラメラ燃えている籠を背負わされ、目かけ持った人は二つの首のある青い蛇に体を巻かれて切ながっていた。 血の池や、針の山や、無限奈落という白い煙の立ち込めた底知れぬ深い穴や、至るところで青白く痩せた人たちが口を小さく開けて泣き叫んでいた。嘘をつけば地獄へ行って、このように鬼のために舌を抜かれるのだ、と聞かされた時には恐ろしくて泣き出した。そのお寺の裏は、 小高い墓地になっていて、山吹か何かの池垣に沿うて、たくさんの外場が林のように立っていた。外場には満月ほどの大きさで、車のような黒い鉄の輪のついているのがあって、その輪をカラカラ回して、やがてそのまま止まってじっと動かないなら、その回した人は極楽へ行き、一旦止まりそうになってから、またカランと逆に回れば、 地獄へ落ちる。と、竹は言った。竹が回すと、いい音を立ててひとしきり回って、必ずひっそりと止まるのだけれど、私が回すと、後戻りすることが、たまたまあるのだ。秋の頃と記憶するが、私が一人でお寺へ行って、その金輪のどれを回してみても、皆言い合わせたように、カランカランと、 逆回りした日があったのである。私は、破れかける感触玉を抑えつつ、何十回となく、執拗に回し続けた。日が暮れかけてきたので、私は絶望して、その墓地から立ち去った。中略。やがて私は、故郷の小学校へ入ったが、追憶も、 それと共に一変する。竹はいつの間にかいなくなっていた。ある漁村へ嫁に行ったのであるが、私がその後を追うだろうという懸念からか、私には何も言わずに突然いなくなった。その翌年だかのお盆の時、竹は私の家へ遊びに来たが、なんだかよそよそしくしていた。私に、 学校の成績を聞いた。私は答えなかった。他の誰かが変わって知らせたようだ。竹は、油断大敵でせえと言っただけで、格別褒めもしなかった。私の母は病心だったので、私は母の父は一滴も飲まず、生まれるとすぐ乳母に抱かれ、 三つになって、ふらふら立って歩けるようになった頃、乳母に分かれて、その乳母の代わりに子守として雇われたのが竹である。私は夜はおばに抱かれて寝たが、その他はいつも竹と一緒に暮らしたのである。三つから八つまで私は竹に教育された。そうして、ある朝ふと目を覚まして竹を呼んだが、 タケは来ない。はっと思った。何か直感で察したのだ。私は大声あげて泣いた。タケいない、タケいないと団長の思いで泣いて、それから二三日私はしゃくり上げてばかりいた。今でもその檻の苦しさを忘れてはいない。それから一年ほど経って、 ひょっくり竹と会ったが、竹は変によそよそしくしているので、私にはひどく恨めしかった。それっきり竹と会っていない。四五年前、私は故郷に寄せる言葉のラジオ放送を依頼されて、その時、あの思い出の中の竹の箇所を朗読した。故郷といえば、 タケを思い出すのである。タケはあの時の私の朗読放送を聞かなかったのであろう。何の頼りもなかった。そのまま今日に至っているのであるが、今度の津軽旅行に出発する当初から私はタケに一目会いたいと切に念願をしていたのだ。いいところは後回しという、 時勢を密かに楽しむ趣味が私にある。私は、竹のいる小泊の港へ行くのを、私の今度の旅行の最後に残しておいたのである。いや、小泊へ行く前に、御所川原からすぐ広崎へ行き、広崎の町を歩いて、それから大萩温泉へでも行って一泊して、そうして、 それから最後に、こどまりへ行こうと思っていたのだが、東京からわずかしか持ってこない私の旅費も、そろそろ心細くなっていたし、それに、さすがに旅の疲れも出てきたのか、これからまた、あちこち回って歩くのも大義になってきて、大和に温泉は諦め、広崎市には、いよいよ東京へ帰るときに、途中でちょっと立ち寄ろうという具合に予定を変更して、今日は、 御所川原のおばのうちに一泊させてもらって、明日御所川原からまっすぐにまりへ行ってしまおうと思い立ったのである。ケイちゃんと一緒にハイから町のおばのうちへ行ってみると、おばは不在であった。おばのお孫さんが病気で広崎の病院に入院しているので、それの付き添いに行っているというのである。 あなたがこっちへ来ているということを母はもう知って、ぜひ会いたいから広崎へよこしてくれって電話がありましたよ。と、いとこが笑いながら言った。おばはこのいとこにお医者さんの用紙をとって家を継がせているのである。ああ、広崎には東京へ帰る時にちょっと立ち寄ろうと思っていますから、病院にもきっと行きます。 明日はこどまりのけに会いに行くんだそうです。ケイちゃんは何かとご自分の支度で忙しいだろうに、うちへ帰らず、のんきに私たちと遊んでいる。けにいとこは真面目な顔になり、それはいいことです。けもなんぼを喜ぶかわかりません。 いとこは私が竹をどんなに今まで慕っていたか知っているようであった。でも会えるかどうか。私にはそれが心配であった。もちろん打ち合わせも何もしているわけではない。こどまりの腰の竹ただそれだけを頼りに私は訪ねてゆくのである。 子まり行きのバスは一日に一回とか聞いていましたけど、とケイちゃんは立って台所に貼り付けられてある時間表を調べ、明日の一番の汽車でここをお立ちにならないと中里からのバスに間に合いませんよ。大事な日に朝寝坊をなさらないように。ご自分の大事な日をまるで忘れているみたいであった。 一番の八時の汽車で五所川原を立って、津軽鉄道を北上し、かなを素通りして、津軽鉄道の終点の中里に九時に着いて、それから小泊行きのバスに乗って約二時間。明日のお昼頃までには小泊へ着けるという見込みがついた。日が暮れて、けいちゃんがやっとお家へ帰ったのと入れ違いに、先生、 お医者さんの容姿を、私たちは、昔から固有名詞みたいに、そう呼んでいた。が、病院を引き上げて来られ、それからお酒を飲んで、私は、なんだかたわいない話ばかりして、夜を吹かした。明る朝、いとこに起こされ、大急ぎでご飯を食べて停車場に駆けつけ、やっと一番の汽車に間に合った。今日もまた、 良いお天気である。私の頭は朦朧としている。二日酔いの君である。ハイカラチョウのうちには怖い人もいないので、前夜少し飲みすぎたのである。油汗がじっとりと額に湧いて出る。爽やかな朝日が汽車の中に差し込んで、私一人が 濁って、汚れて、腐敗しているようで、どうにもかなわない気持ちである。このような自己嫌悪をお酒を飲みすぎた後には必ず、おそらくは数千回繰り返して経験しながら、いまだに酒を断然排す気持ちにはなれないのである。この酒飲みという弱点のゆえに、私は、とかく人から軽んぜられる。 世の中に酒というものさえなかったら、私はあるいは成人にでもなれたのではなかろうか。と、馬鹿らしいことを大真面目で考えて、ぼんやり草外の津軽平野を眺め、やがて金城を過ぎ、足野公園という踏切板の小屋くらいの小さい駅について、金城の町長が東京からの帰りに上野で足野公園の切符を求め、 そんな駅はないと言われ、憤然として、津軽鉄道の足の公園を知らんか、と言い、駅員に30分も調べさせ、とうとう足の公園の切符をせしめた、という昔の一時を思い出し、窓から首を出してその小さい駅を見ると、今しも、クルメがすりの着物に同じ布地のもんぺを履いた若い娘さんが、大きい風呂敷包みを二つ両手に下げて、 切符を口にくわえたまま改札口に走ってきて、目を軽くつぶって改札の美少年の駅員に顔をそっと差し出し、美少年も心得てその真っ白い熾烈の間に挟まれてある赤い切符に、まるで熟練の司会が前歯を抜くような手つきで器用にパチンとハサミを入れた。少女も美少年もちっとも笑わぬ。 当たり前のことのように平然としている。少女が汽車に乗った途端にごとんと発車だ。まるで機関手がその娘さんの乗るのを待っていたように思われた。こんなのどかな駅は全国にもあまり類例がないに違いない。金木町長は今度また上野駅でもっと大声で足の公園 と、叫んでもいいと思った。記者は、唐松の林の中を走る。この辺りは、金ナの公園になっている。沼が見える。足の湖という名前である。この沼に兄は、昔、遊覧のボートを一層寄贈したはずである。すぐに、中里に着く。 人口四千くらいの醤油である。この辺りから津軽平野も強章になり、この北の内型、相内、脇本などの部落に至ると水田もめっきり少なくなるので、まあここは津軽平野の北門と言っていいかもしれない。私は幼年時代にここの金丸という親戚の呉服屋さんへ遊びに来たことがあるが、 四つくらいの時であろうか、村のはずれの滝のほかには何も記憶に残っていない。シューチャーと呼ばれて振り向くと、その金丸の娘さんが笑いながら立っている。私より一つ二つ年上だったはずであるがあまり老けていない。久しぶりだの、どこへいや、 こどまりだ。私はもう早く竹に会いたくて、他のことは皆上の空である。このバスで行くんだ。それじゃあ、失敬。そう。帰りには家へも寄ってくださいよ。今度あの山の上に新しい家を建てましたから。指さされた方角を見ると、駅から右手の緑の小山の上に、 新しい家が一軒建っている。竹のことさえなかったら、私は、この幼馴染みとの奇遇を喜び、あの新宅にもきっと立ち寄らせていただき、ゆっくり中里の話でも伺ったのに違いないが、何せ、一刻を争うみたいに意味もなく気がついていたので、じゃあまた、などといい加減な別れ方をして、さっさとバスに乗ってしまった。 バスはかなり混んでいた。私は小泊まりまで約2時間経ったままであった。中里から異北は全く私の生まれて初めて見る土地だ。津軽の園祖と言われる安藤氏一族はこの辺りに住んでいて、土佐港の繁栄などについては前にも述べたが、津軽平野の歴史の中心はこの中里から こどまりまでの間にあったものらしい。バスは山道を登って北に進む。道が悪いと見えてかなり激しく揺れる。私は網棚の横の棒にしっかりつかまり背中を丸めてバスの窓から外の風景を覗き見る。やっぱり北津軽だ。 深浦などの風景に比べて、どこやら荒い。人の肌の匂いがないのである。山の樹木も、茨も、笹も、人間と全く無関係に生きている。東海岸のタッピなどに比べるとずっと優しいけれど、でも、この辺りの草木も、やはり風景の一歩手前のもので、少しも旅人と会話をしない。 やがて十三個が冷え冷えと白く目前に展開する。浅い真珠貝に水を持ったような気品はあるが儚い感じの湖である。波一つない。船も浮かんでいない。ひっそりしていて、そうしてなかなか広い。人に捨てられた孤独の水たまりである。 流れる雲も飛ぶ鳥の影もこの湖の表には映らぬというような感じだ。十三項を過ぎると間もなく日本海の海岸に出る。この辺りからそろそろ国防上大切な箇所になるので例によって以後は細かい描写を避けよう。お昼少し前に私は小泊港に着いた。 ここは本州の西海岸の最北端の港である。この北は山を越えてすぐ東海岸の達比である。西海岸の部落はここでおしまいになっているのだ。つまり私は五所川原辺りを中心にして柱時計の振り子のように旧津軽領の西海岸南端の深浦港からふらりと舞い戻って、 今度は一気に同じ海岸の北端の小離港まで来てしまったというわけなのである。ここは人口2500くらいのささやかな漁村であるが、中古の頃からすでに他国の船舶の出入があり、ことに蝦夷通いの船が強い墓地を避けるときには必ずこの港に入って加速することになっていたという。江戸時代には 近くの土佐港とともに、米や木材の積み出しが盛んに行われたことなどを、前にもしばしば書いておいたつもりだ。今でも、この村の築工だけは、村に不似合いなくらい立派である。水田は、村の外れにほんの少しあるだけだが、水産物は相当豊富なようで、ソイ、油目、イカ、イワシなどの魚類の他に、 昆布、わかめの類の海藻もたくさん取れるらしい。腰の竹という人を知りませんか私はバスから降りて、その辺を歩いている人を捕まえ、すぐに聞いた。腰の竹ですか国民服を着た役場の人か何かではなかろうかと思われるような中年の男が首をかしげ、 この村には、古シという名字の家がたくさんあるので。前に、かなりにいたことがあるんです。そうして、今は、五十くらいの人なんです。私は、懸命である。ああ、わかりました。その人ならおります。いますかどこにいます家はどのあたりです私は、 教えられた通りに歩いて、竹の家を見つけた。間口三軒くらいの、こじんまりした金物屋である。東京の私の総屋よりも、十倍も立派だ。店先に、カーテンが下ろされてある。行けないと思って、入り口のガラス戸に走り寄ったら、果たして、その戸に小さい南京錠が、ぴちりとかかっているのである。 他のガラス戸にも手をかけてみたが、いずれも固く閉まっている。留守だ。私は途方に暮れて汗を拭った。引っ越した、なんてことはなかろう。どこかへちょっと外出したのか。いや、東京と違って、田舎ではちょっとの外出に店にカーテンを下ろし、閉じまりをするなどということはない。二三日。 あるいは、もっと長い多湿か。こいつは、ダメだ。竹は、どこか他の部落へ出かけたのだ。あり得ることだ。家さえ分かったらもう大丈夫と思っていた僕は、バカであった。私は、ガラス戸を叩き、腰のさん、腰のさんと呼んでみたが、もとより、返事のあるはずはなかった。 ため息をついてその家から離れ、少し歩いて筋向かいのタバコ屋に入り、コシノさんの家には誰もいないようですが、行き先をご存じないか、と尋ねた。そこの痩せこけたおばあさんは、運動会へ行ったんだろう、と、こともなげに答えた。私は勢い込んで、それで、その運動会は、どこでやっているのですこの近くですかそれとも、 すぐそこだという。この道をまっすぐに行くと田んぼに出て、それから学校があって、運動会はその学校の裏でやっているという。今朝、重箱を下げて、子供と一緒に行きましたよ。そうですかありがとう教えられた通りに行くと、なるほど田んぼがあって、そのあぜ道を伝っていくと砂丘があり、 その砂丘の上に国民学校が立っている。その学校の裏に回ってみて私は呆然とした。こんな気持ちをこそ夢見るような気持ちと言うのであろう。本州の北端の漁村で昔と少しも変わらぬ悲しいほど美しく賑やかな祭礼が今目の前で行われているのだ。 まず、万国旗着飾った娘たち。あちこちに白昼の酔っ払い。そうして、運動場の周囲には、百に近い掛け小屋がぎっしりと立ち並び、いや、運動場の周囲だけでは場所が足りなくなったと見えて、運動場を見下ろせる小高い丘の上にまで、むしろで一つ一つきちんと囲んだ小屋を建て、そうして今は、 お昼の休憩時間らしく、その百軒の小さい家のお座敷に、それぞれの家族が重箱を広げ、大人は酒を飲み、子供と女はご飯食べながら、大容器で語り笑っているのである。日本は、ありがたい国だと、つくづく思った。確かに、ひいずる国だと思った。国運を落としての大戦争の最中でも、 本州の北端の乾村でこのように明るい不思議な大宴会が催されている。古代の神々の合法な笑いと活達な舞踏をこの本州の壁数において直接に見分する思いであった。海を越え山を越え母を探して三千里歩いて行き着いた国の果ての砂丘の上に 華麗な岡倉が催されていたというようなおとぎ話の主人公に私はなったような気がした。さて、私はこの陽気な岡倉の群衆の中から私の育ての親を探し出さなければならぬ。別れてからもはや三十年近くなるのである。目の大きいほっぺたの赤い人であった。 右か左のまぶたの上に小さい赤いほくろがあった。私はそれだけしか覚えていないのである。会えばわかる。その自信はあったが、この群衆の中から探し出すことは、難しいな、と私は運動場を見回してベソを書いた。 どうにも手の下しようがないのである。私はただ運動場の周りをうろうろ歩くばかりである。腰の竹という人、どこにいるかご存知じゃありませんか私は勇気を出して一人の青年に尋ねた。五十くらいの人で金物屋の腰のですが、 それが私の竹についての知識の全部なのだ。金物屋の古紙の青年は考えて、ああ、向こうのあの辺の小屋にいたような気がするな。そうですか、あの辺ですか。さあ、はっきりはわからない。なんだか見かけたような気がするんだが、まあ探してごらん。その探すのが、 大仕事なのだ。まさか、三十年ぶりでうんぬんと青年に気ざったらしく打ち明け話をするわけにもゆかぬ。私は青年にお礼を言い、その漠然と指さされた方角へ行ってまごまごしてみたが、そんなことでわかるはずはなかった。とうとう私は、昼食最中の段々の掛け小屋の中にぬっと顔を突き入れ、 恐れ入ります。あの、失礼ですが、腰の竹。あの、金物屋の腰のさんはこちらじゃございませんか違いますよ。太ったおかみさんは、不機嫌そうに眉をひそめて言う。そうですか。失礼しました。どこかこの辺りで見かけなかったでしょうか。さあ、わかりませんね。何せ大勢の人ですから。 私はさらにまた別の小屋を覗いて聞いた。わからない。さらにまた別の小屋。まるで何かに疲れたみたいに竹はいませんか金物屋の竹はいませんかと尋ね歩いて運動場を二度も回ったが、わからなかった。二日酔いの君なので喉が渇いてたまらなくなり、学校の井戸へ行って水を飲み、それからまた運動場へ引き返して、 砂の上に腰を下ろし、ジャンパーを脱いで汗を拭き、老若男女の幸福そうな賑わいをぼんやり眺めた。この中にいるのだ。確かにいるのだ。今頃は私のこんな苦労も何も知らず、重箱を広げて子供たちに食べさせているのであろう。いっそ学校の先生に頼んで、 メガホンで、腰の竹さんごめん会とでも叫んでもらおうかしら、とも思ったが、そんな暴力的な手段は何としても嫌だった。そんな大げさな悪ふざけみたいなことまでして、無理に自分の喜びをでっちあげるのは嫌だった。縁がないのだ。神様が会うなとおっしゃっているのだ。帰ろう。 私は、ジャンパーを着て、立ち上がった。また、あぜ道を伝って歩き、村へ出た。運動会の住むのは、四時ごろか。もう四時間、その辺の宿屋で寝転んで、竹の帰宅を待っていたっていいじゃないか。そうも思ったが、その四時間、宿屋の汚い一室で、しょんぼり待っているうちに、もう、 たけなんかどうでもいいような腹立たしい気持ちになりやしないだろうか。私は今のこの気持ちのままでたけに会いたいのだ。しかし、どうしても会うことができない。つまり、縁がないのだ。はるばるここまで訪ねてきて、すぐそこに今いるということがちゃんとわかっていながら会えずに帰るというのも、 私のこれまでの容量の悪かった生涯にふさわしい出来事なのかもしれない。私が宇頂店で立てた計画はいつでもこのように必ずちぐはぐな結果になるのだ。私にはそんな具合の悪い宿命があるのだ。帰ろう。考えてみると、いかに育ての親とは言っても露骨に言えば使用人だ。 女中じゃないか。お前は、女中の子か男が、いい歳をして昔の女中をしたって、一目会いたいだのなんだの、それだからお前はダメだというのだ。兄たちがお前を、下品なめめしい奴と情けなく思うのも無理がないのだ。お前は兄弟中でも一人違って、どうしてこんなにだらしなく、汚らしく、癒しいのだろう。しっかりせん 私はバスの発着所へ行き、バスの出発する時間を聞いた。一時三十分に中里行きが出る。もうそれっきりで後はないということであった。一時三十分のバスで帰ることに決めた。もう三十分くらい間がある。少しお腹も空いてきている。私は 発着所の近くの薄暗い宿屋へ入って、大急ぎで昼飯を食べたいのですが、と言い、また内心は、やっぱり未練のようなものがあって、もしこの宿が感じが良かったら、ここで4時頃まで休ませてもらって、などと考えてもいたのであるが、断られた。今日はうちの者が皆運動会へ行っているので何もできませんと、病人らしい女将さんが、 奥の方からちらと顔を覗かせて、冷たい返事をしたのである。いよいよ帰ることに決めて、バスの発着所のベンチに腰を下ろし、十分くらい休んでまた立ち上がり、ぶらぶらその辺を歩いて、それじゃあ、もう一度、竹の留守宅の前まで行って、人知れず、根性の糸ごいでもしてこようと、苦笑しながら金物屋の前まで行き、ふと見ると、 入り口の南京錠が外れている。そうして戸が二三寸空いている。天の助けと勇気百倍、ぐわらりという品の悪い形容でも使わなければ間に合わないほど勢い込んでガラス戸を押し開け、ごめんくださいごめんくださいはい。と、奥から返事があって、十四五の水平服を着た女の子が顔を出した。 私は、その子の顔によって、竹の顔を、はっきり思い出した。もはや遠慮せず、土間の奥のその子のそばまで寄って行って、金ナの津島ですと名乗った。少女は、あ、と言って笑った。津島の子供を育てたということを、竹は、自分の子供たちにも、 金ね,ね言って聞かせていたのかもしれない。もうそれだけで私とその少女の間に一切の他人行儀がなくなった。ありがたいものだと思った。私は竹の子だ。女中の子だって何だって構わない。私は大声で言える。私は竹の子だ。兄たちに軽蔑されたっていい。私は この少女と兄弟だ。ああ、よかった。私は思わずそう口走って。竹はまだ運動会そう。少女も私に対しては号末の警戒も眼収もなく落ち着いて頷き。私は腹が痛くて今薬を取りに帰ったの。 気の毒だが、その腹板が良かったのだ。腹板に感謝だ。この子を捕まえたからにはもう安心。大丈夫。竹に会える。もう何が何でもこの子にすがって離れなければいいのだ。随分運動場を探し回ったんだが、見つからなかった。そう。と言ってかすかに頷き、お腹を押さえた。 まだ痛いか少し。と言った。薬を飲んだか黙って頷く。ひどく痛いか笑ってかぶりを振った。それじゃあ、頼む。僕を、これから、竹のところへ連れて行ってくれよ。お前もお腹が痛いだろうが、僕だって遠くから来たんだ。 歩けるかうん。と、大きくうなずいた。えらいえらい。じゃあ、ひとつ頼むよ。うんうんと、二度続けてうなずき、すぐ土間へ降りて下駄を突っかけ、お腹を押さえて体をくの字に曲げながら家を出た。運動会で走ったか走った。賞品をもらったか もらわない。お腹を押さえながら、とっとと私の先に立って歩く。またあぜ道を通り、砂丘に出て、学校の裏へ回り、運動場の真ん中を横切って、それから少女は小走りになり、一つの掛け小屋へ入り、すぐそれと入れ違いに、竹が出てきた。竹は、うつろな目をして、私を見た。 修士だ。私は、笑って帽子を取った。あら。それだけだった。笑いもしない。真面目な表情である。でも、すぐにその硬直の姿勢を崩して、さりげないような、変に諦めたような弱い口調で、さあ、入って運動会を。 と言って、竹の小屋に連れて行き、ここさお座りになりせ、と、竹のそばに座らせ、竹はそれきり何も言わず、きちんと正座して、その、もんぺの丸い膝にちゃんと両手を置き、子供たちの走るのを熱心に見ている。けれども、私には、何の不満もない。まるでも、う安心してしまっている。 足を投げ出してぼんやり運動会を見て、今日中に一つも思うことがなかった。もう何がどうなってもいいんだというような全く無勇無風の状態である。平和とはこんな気持ちのことを言うのであろうか。もしそうなら私はこの時生まれて初めて 心の平和を体験したと言ってもよい。千年亡くなった私の生みの母は、気品高く穏やかな立派な母であったが、このような不思議な安堵感を私に与えてはくれなかった。世の中の母というものは、皆、その子に、このような甘い方針の憩いを与えてやっているものなのだろうか。そうだったら、これは、 何を置いても親孝行をしたくなるに決まっている。そんなありがたい母というものがありながら病気になったり怠けたりしている奴の気が知れない。親孝行は自然の情だ。倫理ではなかった。竹の方はやっぱり赤くて、そうして右のまぶたの上には、 小さい消し粒ほどの赤いほくろがちゃんとある。髪には白髪も混じっているが、でも、今私の脇にきちんと座っている竹は、私の幼い頃の思い出の竹と少しも変わっていない。後で聞いたが、竹が私の家へ方向に来て私をおぶったのは、私が三つで竹が十四の時だったという。 それから六年間ばかり、私は竹に育てられ、教えられたのであるが、けれども、私の思い出の中の竹は、決してそんな若い娘ではなく、今目の前に見るこの竹と、寸分も違わない、老成した人であった。これも後で竹から聞いたことだが、その日竹の締めていたあやめの模様の紺色の帯は、 私の家に奉公していた頃にも閉めていたもので、また、薄い紫色の半襟も、やはり同じ頃、私の家からもらったものだということである。そのせいもあったのかもしれないが、竹は、私の思い出と、そっくり同じ匂いで座っている。多分、ひいきめであろうが、竹は、この漁村の他のアバ、アヤのファム。 太ちとはまるで違った木ぐらいを持っているように感じられた。着物は島の新しい手織り木綿であるが、それと同じ布地のもんを履き、その島柄はまさか粋ではないが、でも洗濯がしっかりしている。愚かしくない。全体に何か強い雰囲気を持っている。私もいつまでも黙っていたら、 しばらく経って竹は、まっすぐ運動会を見ながら、肩に波を打たせて、深い長いため息を漏らした。竹も、平気ではないのだなと、私にはその時、初めてわかった。でも、やはり黙っていた。竹は、ふと気がついたようにして、何か食べないか と、私に言った。いらない。と答えた。本当に何も食べたくなかった。餅があるよ。竹は、小屋の隅に片付けられてある重箱に手をかけた。いいんだ。食いたくないんだ。竹は、 軽くうなずいて、それ以上進めようともせず、餅の方でないんだものな。と、小声で言って、微笑んだ。三十年近く互いに消息がなくても、私の酒飲みをちゃんと察しているようである。不思議なものだ。私がニヤニヤしていたら、竹は眉をそめ、タバコも飲むのを、 さっきから立て続けにふかしている。竹はお前に本を読むことだば教えたけれども、タバコだの酒だのは教えねきゃのう。と言った。油断大敵の霊である。私は笑いを収めた。私が真面目な顔になってしまったら、今度は竹の方で笑い、立ち上がって、竜神様の桜でも見に行くか どうと、私を誘った。ああ、行こう。私は、竹の後について、掛小屋の後ろの砂山に登った。砂山には、すみれが咲いていた。背の低い藤の鶴もはい広がっている。竹は、黙って登っていく。 私も何も言わず、ブラブラ歩いてついていった。砂山を登り切ってだらだら降りると、牛神様の森があって、その森の小道のところどころに八重桜が咲いている。竹は突然ぐいと片手を伸ばして八重桜の小枝を折り取って、歩きながらその枝の花をむしって地べたに投げ捨て、それから、 立ち止まって勢いよく私の方に向き直り、にわかに席を切ったみたいに脳弁になった。久しぶりだな。はじめはわからなかった。かなぎのつしまとうちの子供は言ったが、まさかと思った。まさか来てくれるとは思わなかった。小屋から出てお前の顔を見てもわからなかった。修士だと言われて、 あれと思ったら、それから口が聞けなくなった。運動会も何も見えなくなった。三十年近く、竹はお前に会いたくて、会えるかなあ、会えないかな、と、そればかり考えて暮らしていたのを、こんなにちゃんと大人になって、竹を見たくて、はるばると子供にま,まで訪ねてきてくれたかと思うと、ありがたいのだか嬉しいのだか悲しいのだか、 そんなことはどうでもいいじゃ。まあ、よく来たな。お前の家に方向に行った時には、お前はパタパタ歩いては転び、パタパタ歩いては転び、まだよく歩けなくて。ご飯の時には茶碗を持ってあちこち歩き回って、蔵の石段の下でご飯を食べるのが一番好きで、竹にむがしこ語らせて、竹の顔をとっくと見ながら一さじずつ養わせて、 手数もかかったが、めごくてのう。それがこんなに大人になって、皆夢のようだ。金城へもたまに行ったが、金城の街を歩きながら、もしやお前がその辺に遊んでいないかと、お前と同じ年頃の男の子供を一人一人見て歩いたものだ。よく来たなあ。と、一語一語言うたびごとに、 手にしている桜の小枝の花を夢中でむしり取っては捨て、むしり取っては捨てている。子供はとうとうその小枝もへし折って捨て、両肘を張って門んをゆすり上げ、子供は、幾人私は、小道のそばの杉の木に軽く寄りかかって、一人だ、と答えた。男、女、 女だ。いくつ次から次と、やつぎばやに質問を発する。私は竹の、そのように強くて無遠慮な愛情の表し方に接して、ああ、私は竹に似ているのだと思った。兄弟中で、私一人、そやでガラッパチのところがあるのは、この、 悲しい育ての親の影響だったということに気づいた。私はこの時初めて私の育ちの本質をはっきり知らされた。私は断じて上品な育ちの男ではない。どうりで金持ちの子供らしくないところがあった。見よ、私の忘れぬ人は青森における T 君であり、 御所川原における中畑さんであり、金木における綾であり、そうして、小泊における竹である。綾は現在も私の家に仕えているが、他の人たちもその昔一度は私の家にいたことがある人だ。私は、これらの人と友である。さて、 古聖人の確林を気取るわけでもないけれど、聖戦家の新津軽不動記も作者のこの革友の告白をもって、ひとまずペンを留めてたいかないかと思われる。まだまだ書きたいことがあれこれとあったのだが、津軽の生きている雰囲気は以上で大体語り尽くしたようにも思われる。私は虚職を行わなかった。 読者を騙しはしなかった。さらば読者よ。命あらば、また他実。元気で行こう。絶望するな。では、失敬。ここで、朗読ノートサポーターズの皆様のご紹介です。このチャンネルは、青シャチ様、悦子77歳様。 ガチャマルコ様、クルクリ様、サミ様、シキ様、ジュジュ様、シンシン様、ヤカンドウ様、ヤスポン様、ヨウ様、その他4名様の提供でお送りしております。今回もご視聴ありがとうございました。